今日はこれから心配が増ええててくる子供の川での事故についてお伝えします。川の事故では先月、千葉県で痛ましい事故がありました。はい 千葉県市川市の江戸川沿いの公園で家族とともに花見に訪れていた3歳の男の子の行方が分からなくなってその後、近くの江戸川で心肺停止の状態で見つかって亡くなったということがありましたね。この花見にはですね家族や友人人の親子9人ほどが参加していてい午後4時ごろ 後片付けをしていた母親が男の子がいないことに気づいたということでしたねあったかくなってきましたからこのレジャーの機会が増えてきて河原でのバーベキューですとか水辺で遊んだり生き物を観察したりすることも増えてくるかもしれません その一方で常に危険と隣り合わせとも言えます子どもの川の事故を防ぐためにどんなことに気をつけたらいいのか子どもの事故や怪我などを防ぐために活動している NPO 法人セーフキッズジャパン理事長で小児科医の山中達弘さんに伺います山中さんよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いいたしますまだ川や海に入って泳いだり水遊びをする時期ではないですけれども やはりこの時期から水の事故に注意する必要がありますかねあの公益財団法人の河川財団というのがあるんですがそこの2003年から21年の調査を見てみますと7月や8月が最も多いんですけれどもやはり5月の春の大型連休あるいは梅雨の時期ですね6月の梅雨の時期にも増えています、はい、そしてさらにですね河川財団は全国の川の体験活動の指導者からですね水辺でのヒヤリハット という事例をですね、2,304例集めて、それを分析してるんですね。で、その中で子どもの水難事故の事例をですね、11のパターンに分けています。水難事故の事例のパターン、どういうパターンがあるんでしょうか。はい。川遊び中に溺れるというふうにですね、思われがちなんですけれども、うん、まあ今回の千葉県のケースと同じように、一人で遊んでいて川岸から転落したりとかですね、うん、から落としたボールやサンダルを拾おうとして溺れたり。 あるいは家族や大人と一緒に川を訪れたんですけれども大人と別行動をして子どもだけで川に立ち入って溺れたケース、まあ、今回のようなケースがありますでこういったケースはです、ね、川の近くの陸地で遊んでいたにもかかわらず、まあ、何かの拍子に、まあ、川に入って事故につながったということですねで河川財団の調査を見ても水難事故になる原因のです、ね、第1位は滑るなんですねで第2位は流される足をすくわれる 第3位は落ちるる崩れるといいううふうになっていますああこう滑ったり足をすくわれたりして流されてしまうことが多いいんですねはいまあ、川で溺れたというニュースでですね報道された川の映像を見ますと川幅はそれほど広くもなくて流れもゆっくりで、まあ、あまり深そうには見えませんよねけれども浅い川でもですね危険があるというまあ認識がですね皆さんあんまり持ってらっしゃらないんじゃないかというふうふに思いますで。私たちのグループがですね 波のお人形を使って実験しましまた川の中で立っている時と比べて川底にお尻がついて座った時の方がですね流される力は2.1から4.9倍にもなるということが分かりました。はい、ということで浅瀬でですね全て転倒した場合はですね立ってる状態から急に座ってる状態に移行してしまうわけですから浅瀬であっても流される危険性が高くなるということですね。うん 水深が浅い場合にはです、ね、立っているときはあんまり水の力は感じないと思いますけれども、尻餅をつくと、想像以上に大きな水の力が発生して、流されてしまう、まあ、これがあの現実なんですね、うん、何かの拍子で転んでしまったり、滑ったりしたときに、ものすごい力で突然流されてしまって、溺れてしまうということがあるということですよねそうですね。 こういった事故を防ぐにはどうしたらいいんでしょうかやはり、まあ、あの水の事故を防ぐです、ね、一番の原則はです、ね、<え>ライフジャケットを着用することなんですね。はい、で、まあ、川の中だけではなくてです、ね、川のそばにいて遊ぶ場合水際から5メートル以内の範囲で活動する場合などと言われてますけどもそういう時にもできればライフジャケットをつける必要があるというふうに思いますああこの川で遊ぶつもりがない場合はです、ね、ライフジャケットを持参する方は少ないでしょうし 近くで借りられるようなところはないですよねそうなんですねですから今はですねなかなかきちっとした対策が取りにくいんですがまあ、うん、一つはですね大人が子供を見守るかあるいはですね子供の場合に何らかの対策を取るまあこれぐらいしかないと思いますね、うん、どういうふうに見守ればいいですか <laughs> はい まああの大人数で,ですねイベントを行う場合はですね子どもの居場所を常に確認するこう監視役みたいなものを決めておくという方法がありますて、うん、これはですね保育所や幼稚園などのプール活動で行われている方法で子どもたちの指導をする人と監視をする人を分けてですね監視をする人は監視に専念してですね他のことはしないというようなそういう方法で。 安全を確保しよう,っていうものなんですすね監視に専念するはいで、まあ、要するに準備や片付けなどにですね手伝いそうなんですけどそうすると監視できませんのでそういうことはしないで監視に専念する人を、まあ、置くということが一つの方法なんですけど、まあ、これはですね、はい、プールであればある程度有効だと思うんですけども、えー、海や川ではですね 監視や見守りというだけでですね、なかなか、これを防ぐことは難しいと思います。欧米ではですね、小さな子供、幼児を泳がせる場合はですね。よく言われてますけど、保護者の目の届く範囲で、泳がせるっていうふうに言われてますけども、欧米ではですね。手の届く範囲で、泳がせる、というように指導されてますね。すぐ助けられるようにということですね。そうですね。ではですね、どうすればいいですかね。 まああのー、川の近くで,です、ね、遊んでいて泳ぐつもりがない場合でもです、ね、保護者から離れてしまって今回のようにです、ね、溺れてしまうことがありますよねですから、まあ、子どもに対策をするということは、まあ、子どもに何らかのです、ね、機器を取り付けて見守るという方法しかないんじゃないかと思うんですね、はい、で最近では、まあ、例えば小学生向けの製品なんですけれども子どもの居場所を確認するための GPS 端末というのがです、ね、普及していますよね、えー、最近では。 ただ、ですね、現在使われている GPS はですね、測定誤差が多くて10メートルぐらい,い,い,い単位のですね、距離を正確には測定できないので例えば、この精度を上げた製品を作るとかですね、あるいは、Bluetooth 機能を活用してですね、そういうものをデバイスを、まあ、子供の腕に取り付けておいて例えば 保護者から15メートルぐらい離れた場合にはですね、保護者の携帯に警報音が鳴って子供がですね、離れたということが分かるそういう機器を開発すればずっと監視しなくてもいい状態になると思います、まあ、あと1つはですね、最近ではですね、ライフジャケットの勘弁式のものでですね、手首に取り付ける小さな浮き輪みたいなものも開発されているんですね。水の中に入りますとその小さな浮き輪が浮かんでですね、少しは溺れを防ぐ効果はあるという,ふうには思います。<laughs> ま人の目、それからシステム、道具、みんな一緒に合わせて、子どもを守っていくっていうことが大切なんですね親子で水の危険性について、普段から話しておくということも大切になってきますよねそうですね、まあ、これはあの小さな子どもでは無理で、小学生以上の子どもに対してなんですけれども、ええ、もしですね川や海などで持ち物が流されてしまっても、取りに行かなくてもいい、落としたものとはさよならしよう、まあ、そういう活動が、ね、しているところがあります。 まあ、お子さんの中には、ですね物をなくしたら親に怒られるということで、ですね危険を顧みずに川に入ってしまって溺れるという子どもが少なくないんですね、まあ、そのために、ですねサンダル売買親子条約というものがありますすご存知ですかあなんか、それを聞きますと、なんとなく想像できる気もしますけれども、あそうです改めてどんな内容なんでしょうか、はいはいまあ、簡単に言うと、ですねサンダルが流されても拾いに行かない。 流さされてしまってっもお母さんは子供をを叱らないと約束をですね親子でするものでこれは「ですねハッシュタグサンダル売買親子条約」ということでですねインターネットで調べていただくと「ですね証書」ですねが出てきますで誓いの言葉としてですねその証書にはですね小学生なのでひらがなで「僕私はサンダルや帽子やおもちゃが流されたら自分の命を守るため追いかけずに売買します」 なくしたからって叱らないでください <laughs> かっこしてでですねできれば脱げにくい新しいサンダルを買ってもらえたら嬉しいですという証書に書いてありまして <laughs> お子さんがですね自分の名前を署名するんですねなるほどその後ろにですねお母さんの署名でですね叱らないことを約束しますということで保護者が自分の名前を署名する、まあ、この証書をですね目立つところに貼っておいて物は買えても命は買えないからサンダルが流されたら売買しようということですね 一度話し合ってみるといいんじゃないでしょうか。そうですね。子供にとってはやはり危険っていうことを考える前にまず怒られてしまうんじゃないかっていうことの方が恐怖なわけですよね。そうですね。そこを解消しないとね、はい、子供の命が守れないっていうことなのかもしれません。はい、最後に先生からリスナーの方にアドバイスをお願いできますか。はい。まあ幼い子供の命がですね奪われるような事故が相次いでいますよね。そして同じような事故が同じように起きている。 こういうい事実をですね、やっぱり我々はきっと改めてですね、向き合わなければいけないというふうに思います。でまあ、これまで事故があるたびにですね、自治体あるいは多くの団体専門家から注意喚起が出されてきましたけれども、まあ、そのような注意喚起を繰り返してもですね、事故が減っていないということですね、それらは有効ではないあるいはまあ効果は極めて限定的だというふうふに考える必要があると思いますね。まあ、子育ての期間は短くて当事者は数年でどんどん入れ替わるわけですね。 子育て世代はまあ非常に多忙で起きるか起きないかわからないって多くの場合はまあ起きない事故についてです、ねまあ、真剣に向き合う時間はなかなかないわけですね。ですからまあこれからです、ね、保護者本人のです、ね、努力だけで,です、ね、子どもの事故を防ぐんじゃなくて少しは目を離してもいいあまり気をつけなくてもいいような環境や製品を開発することをです、ね、事故を要望するための原則にして国、 自治体事業者などですね社会全体で子どもの事故の予防に取り組む必要があるというふうに私は考えていますで、まあ今年もですねまた水辺に親しむ季節がやってきましたので子どもの溺れを防ぐためにですねぜひテクノロジーを駆使して新たなですねおれ対策これをですねやっていっていただきたいというふうに思います 東京都50代の女性、岳さん。川の急な深み、大人でも怖いです。子供が川に入るときは常に大人がそばについていましたよ。海祖さん、川の流れって想像以上に速いから本当に危ないよ。 サーヤンさん、兵庫県40代の男性の方、10センチの不水深でも人が溺れるには十分ですよね、その意識がまず必要ですね、そうなんですねまず危険だっていうことを知ってるっていうことが、<え>あのその危険を防ぐための対策の一つでありますよね。オスビネガーさんは海でのことですが、砂浜で遊んでいた子どもが、ほんの十数秒目を離した隙に、引き潮に流されそうになったことがあります。 風で飛ばされた浮き輪を追って走って海に入ったようです慌てて走り寄って子供を引き上げた時浮き輪はすでに遥か沖にゾッとした夏休みでしたこういう経験された方もいらっしゃるんですよね それから、えー、米田原さん、見ただけでは川の中の状態や地形はわからないですよね、私は大人が入ってどこまで行っていいか探ってみますよ、何よりも大人がしっかり見てあげましょう、目を離さないでということなんですけれども、大人でもね、足をすくわれてしまうということありますから、えーあの、地形を探るにしても、複数人でね、必ずあのライフジャケットをつけて、助けられるような体制で行ってください。 例からはじめさん子どもの気持ちになって対策を考えてね子どもは好奇心の塊だから確かにね子どもどんなところに行っちゃうだろうということを考えるということも大切になってきますよね,ね今日は NPO 法人セーフ・キッズ・ジャパン理事長で小児科医の山中達弘さんに伺いました。ところです続いてはワーールドリポートです パキスタンでは IT を活用した新たな働き方が人々の間で急速に広がっているといいますイスラマバード支局の松尾圭介記者に聞きます松尾さんおはようございますおはようございますパキスタンで広がる新しい働き方とは一体どういうものなんでしょうかはい。企業などに所属せず自由に契約を結ぶフリーランスとしての働き方です パキスタンでは IT を活用して働くフリーランスがここ数年で増加し300万人から400万人に上るという推計もあります。なぜ今そのような働き方が広がっているんでしょうか。はい、背景になるのがパキスタンの直面する記録的なインフレです。パキスタンでは去年発生した洪水により農地が被災したり通貨安が進んだりする中で食べ物など物の値段が急激に上がっています。 給料のいい仕事が見つけられず性格が苦しくなる中で新たな収入源を得るためにフリーランスを目指す人が相次いでいます。今回南部の新度州でフリーランスを目指す人たちがプログラミングなどを学ぶ塾を取材したのですが、設立の際には1コース15人だった生徒が2年半で5倍以上に増えていました。中には公務員や教師などすでに本業のある人たちもいて。 話を聞いた私立学校の教師の女性は7人家族を1人で支えていて生活が厳しいので副業を始めたいと話していました。また比較的報酬の高い欧米の企業から仕事を得る人が多く私たちが出会ったフリーランスの男性はホームページやアプリの開発などを受注して毎月20万ルーピー日本円でおよそ9万円余り収入を得ていました。 これはパキスタンの平均のスターゲージの4倍以上に上ります。一方、仕事を発注する欧米の企業にとっても、パキスタンは英語は公用語であるためやり取りがしやすく、比較的安く仕事を発注することができるためメリットが大きいと言います。うん。あのこの働き方パキスタン社会ではどのように受け止められているんでしょうか。はい。現地のメディアが不足する外貨を稼ぐことができる唯一の手段と報じるなど。

都市部から離れた地域ではインターネットが接続しにくい地域もあります。取材した人たちの中にもスマートフォンとパソコンを持って自宅近くの丘に上がって何とかネットを確保しようとする人たちもいました。また国外からパキスタンへ送金する仕組みについても改善が必要だと指摘されています。ただパキスタンは人口の6割以上が30歳未満の若者で 新たな働き方や技術を受け入れやすい風土があるとも言われています新しい働き方まだまだ広がっていくことが予想されますはい、イスラマバード支局の松尾啓介記者に聞きましたヒトゲノムつまり人の遺伝情報をすべて読み取る国際的なプロジェクトヒトゲノム計画が遺伝情報の解読を完了したと宣言してから今月で20年になりました でこの20年、生命科学は急速に進歩してきました。今日はこのヒトゲノム計画から20年経った現在の課題などを考えます。担当は中村浩二解説委員です。お願いします。お願いします、えー。ヒトゲノム計画の前にですね、まずこの遺伝情報とはどういったものなんでしょうか。はい、あの細胞、人の細胞にはですね、遺伝情報が収められているわけですが、その遺伝情報、まあ二重らせんの構造 の中にままれれててるとされてますけどもあの,人のゲノムはこの,人の遺伝あの設計図とも言われています、まあ、ここにあの4つの物質がまあいろんな順番に並んでるんですがこのどのような順番に並んでるのかっていうのが遺伝情報なんですね、はい、でこの遺伝情報にはまあ体とか細胞の材料を作るっていう役割の情報が書かれてる部分や、まあ、その材料をまあいつどれくらい作るのかっていうのをコントロールする部分などがあるんですねあ でまあ、従来はその遺伝情報の一部を断片的に読み取って研究をしていたんですが、まあ、遺伝情報は複雑に連携しているために、そうした方法では限界があったんですね、まあ、そこで人のすべての遺伝情報を解読して、生命活動のまあ全容解明に迫ろうと、あのヒトゲノム計画が提案されたんです、ねうん、このヒトゲノム計画はいつ始まったんでしょう、はい、これはですね、1990年に始まりました。 アメリカ、イギリス、日本など、まあ、途中からは中国も加わって6カ国が分担して解読を進めましたで13年後の2003年の4月、まあ、当時の技術で読み取れる人1人分のすべてのゲノムを解読したとして人ゲノムの解読完了が宣言されたんですねこの費用は大体あの3000億円以上かかったとされているんです。 その解読の技術はです、ね、その後、大幅に進歩していまして、まあ、現在では1日で1人分を解読することができます、まあ、費用も1人分で10万円くらいということもあるということで、まあ、身近な技術になってきているとも言えると思います。なるほど このヒトゲノムの解読でどのようなことが分かって、ででですね、はいはい、どのよようううななことができるようになったんでしょうかはい、はい、あの分かったこと、まあ、例えば私たち一人一人の遺伝情報はまあ少しだけ違いがあって、まあ、それが個性、まあ、顔も違うし身長も違うし、それが個性とか特徴になっているんですけども、ええ、まあ例えば目の色はある場所の遺伝情報によってこう決まっているとか。 お酒に強いかどうかというのもアルコールを分解する機能に関係する遺伝情報が、まあ、どうなっているかということで決まってくるということも分かっているようにうまあこういうふうに遺伝情報でいろいろ体の特徴なんかも分かるようになってきねこの遺伝情報と病気との関係はどうですか、はい、あの最も明確に関係がある病気というのががんなんですね。ね はい。あの、癌は、あの、紫外線とか、まあ、タバコを吸ったりするといったことが要因で、あの、細胞の遺伝情報が、まあ、変化してしまう。まあ、遺伝情報に傷がついて、その傷が一つ二つと蓄積して、やがて発症する。癌を発症するということになるんですね。まあ、例えば、大腸の細胞で見ている、見ると、正,正常な細胞、 の遺伝情報に傷が1つ2つと増えると細胞の形も変化して、まあ、ポリープのようなになってでさらに傷が増えると、まあ、無秩序に細胞が増殖するようになってがん細胞になるということなので、まあ、細胞ががんになるメカニズムっていうのはこの遺伝情報の変化で説明できるようになってきてるんですね。 であの治療にもですねこ、こういうことが応用されていて、あの同じ癌の患者でもまあある人には A という薬が効果があるのに、別の患者ではまあ A は効かなくて B という薬が効果があるということが起きるんですね。この原因はまあ患者によってその遺伝情報の傷のできた場所が違っているためと考えられてるんですね。うん、なのでこれを利用すると、あの薬効果のある薬を選ぶことができて、まあある 別の患者さんが来て薬を選ぼうとしたときに、その患者さんのがん細胞のどこに傷があるかを調べることで、その場所によって、A と B の薬、どちらが効くのかっていうのが判断ができるということで,で、すね<ー>、まあまあ、こういった方法はです、ね、国内ではもうすでにあの4年前から、まあ、一定の条件では公的な医療保険が適用されるという形の治療になっているんですねそうですか。のの、はい、の以外のその病気に 遺伝情報は応用ででできるんでしょうかそうかそ、ね、病気あの、遺伝情報からですね病気のなりやすさということも分かってくるようになってきているんですね、えーまあ、例えば糖尿病ですけれども、糖、ま、尿、あ、病と関係のある遺伝情報は、まあ、10カ所以上見つかっているんですねで、この関係のある部分の遺伝情報を調べることで、その人の糖尿病のなりやすさ、まあリ、リスクみたいなものが、まあ、例えばあの普通よりも1.4倍リスクが高いといったことも言えるようになってきているんですね。 で糖尿病になるリスクが大きいと、まあ、分かれば食生活など生活習慣を変えたり検査,するように検査をするように心がけたりしてあの病気の予防とか早期診断もできるということが考えられます、まああの遺伝情報の意味が分かってきたことでその診断とか治療とか、まあ、予防の可能性も広がってきているということなんですね。 課題としてはですね。どういったことがあるでしょうか？はい、まあ,あの特に生殖医療については、遺伝情報の利用を慎重にする必要があるとされているんですね。あの、大概受精した受精卵がまあ、いくつかに分裂した段階で、一部の細胞を取り出して、遺伝情報を調べる受精卵の遺伝情報を調べることができるんですね。まあ、例えば、こうまあ、6つの受精卵について、特定の遺伝性の病気があるかないかを6つについて調べてですね。まあ病気 その6つの中でででで病気がないい受精卵を選んん母親に着症させるるととうこともできるんですねただこういうことをすることについてはですね、まあ、病気のありなしで着床させるかどうか受精卵を選んでいいのかとか、まあ、そういうことを認めることが病気の人とか障害のある人への差別につながることにならないのかといった指摘の声もあります、まあ、この技術はについてはですね日本産科婦人科学会ではまあ一例一例厳密な審査をした上で限定的に行っています。 他にもですね技術的にはさまざまなことが可能になっていってそれが一つがゲノム編集との組み合わせなんですねあの遺伝性の病気の原因となる遺伝情報をゲノム編集で書き換えてその病気にならないようにしてその上で母親に着手をさせるということも考えられるわけですね。うん あの受精卵に対するゲノム編集を巡ってはです、ねえー、5年前ですか、えー、中国の研究者が実施して、うんね、世界中から大きな批判の声上がりましたねゲノム編集可能性は高いんですいろんなあの期待は高いですけども一方でこの技術を使うと、まあ、病気だけではなくて例えば目の色を変えるとかです、ねまあ、そういう好みの子ども子になるように遺伝情報を書き換えるということも、まあ、技術的には可能なんですね。 またあの書き換えたい遺伝情報が生まれてきた子どもだけじゃなくてその子の子ども子孫にうつ受け継がれることになります後、まあ、から何か問題があるということが分かった場合にはまあ取り返しのつかないことになる危険というのもあるわけなんですね。ですからこの受精卵のゲノム編集してこう あの母に戻すということについては、まあ法律か指針などで、あの多くの国であの原則禁止されているんですね。遺伝情報とさまざまな技術が組み合わさってですね、従来にはなかった複雑な課題が生まれてきているわけですね。そうですね。あのまあ受精卵以外もですね、先ほどの鳥羽 糖尿病気になりやすいリスクなどが分かるようになってきたことでまあ就職ですとか結婚などさまざまな場面でまあ遺伝情報によって差別が起きないかとかですねあるいはまあそういうことを規制する法律が必要なんじゃないかという声も聞かれるわけなんですね、うん。 ただ日本ではですね、こうした課題について十分議論がされてきていないと思いますけれども、どうですか。そう思うんですね。あのヒトゲノム計画からまあ20年が経過してですね、あの遺伝情報の利用の幅っていうのはまあ急速に広がっているだけにその議論を深めていかなければならないというふうに思います。あのヒトゲノム計画この行われた際はですね、研究者は解読した遺伝情報を直ちに公開することをルールとして決めてこの計画 なぜかというとです、ね、このヒトゲノムはまあ人類共通の財産だということからこういうルールを決めたんですね。まあ、その財産をです、ねまあ、どう生かしていくのかと、まあ、そのことはあの研究者とか医療関係者だけでなくてです、ね、私たち一人一人にも今、問われていることだというふうに思います。はい、ニュース解説中村浩二解説説中村員でした。続いてはビジネス経済です。マイビ 金曜日のバイビは経済展望です。このところさまざまなものの値上げが続いていて、私たちの暮らしを直撃しています。その一方で、景気の回復には物価の上昇が欠かせないという見方もあります。これに対して、物価は上がった方がいいという考え方自体がおかしいのではと問題提起をされている方に今朝はお話を伺います。慶応義塾大学大学院教授で。 企業金融や政治経済学がご専門の小畑関さんです小畑さんおはようございますおはようございます、えー、物価が上がらなければならないという考え方が間違いだと小畑さんおっしゃいますけれどもの政府と中央銀行はこれまで2%の物価安定目標を目指していますねこれについてはどうお考えなんですかいやでもそもそも物価上がらない方が嬉しくないですか うん、嬉しいですよね。だから、<laughs> 生活面ではそうですね。一般の消費者、生活者の方の、その感覚が普通に正しいわけですよ。うん、だけど、まあ、確かに経済学の教科書を見ると、うん、物価が上がった方がいいようなことは書いてる部分もあるんです。うん、まず、理論的には、経済学は。からすると、物価はどっちでもいいんですね。ああつまり、名目的なものなんで。例えば、給料が二十万円、ランチが。 500円でも給料が40万円ランチが1,000円でもまあ同じことじゃないですかだからあの名目の水準は関係ないよ実質的にランチ何回食べれますかっていう給与水準が重要ですってことなんですねところが現実にはちょっとそう理論通りうまくいかないことがあるため物価が上が上っった方がいいって書いてて書です理由は2つでこれはまあケインズって昔20世紀の大恐慌っていう大変な時に1930年頃にね 始まった議論なんですけど賃金は過方硬直性があるとあの賃下げっていうか賃金下げるよって言われるとみんなすごい抵抗するんで、うん、上げるのはみんな喜ぶか上げやすいけど下げにく実際に下げにくいと。 だけど景気悪くなったら首切んなきゃいけないんだったら賃金なんとか下げてお願いしますって言いたい時がまあ企業側としてあると、うん、だけどその時にやっぱり下げられないからそのクッションを持つために物価が上がっていると普通はそれに合わせて賃金を上げていくっていう普通の状況の時にじゃあ今年は上げませんって言えば実質下げることになるんでそういうふう意味で便利だと。 いうのが一つそれでもう一つは中央銀行っていう、まあ、日本では日銀ですけど金融政策する時に金利ってやっぱりマイナス金利って今ありますけど、まあ、0.1ですしそれ以上はまあ何かマイナスって考えられないじゃないですかお金借りた方が得みたいな感じで。だからその時にそのににれでももゼロにしても今みたいな景気が を上げるためには不十分だともし思ったらそのゼロのままでもインフレが上がっていれば物の値段上がっているの金利ゼロだったらまあまあやっぱ借りた方が得じゃないですか、うん、返す時の金額が変わらないんで、うん、だからそういう意味でクッションとしてあのインフレ率が2%ぐらいだと金利をゼロにすれば実質金利 だからお金を借りやすいってことはみんなが消費を増やして借りてお金使ったりとか投資したりするんでそういう意味で景気刺激をしやすいっていうことでうん、うん、中央銀行にとってはインフレ率が2ぐら、まあうん、IMF とか、まあ、フランス人なんですけどアメリカの経済学者のブランシャールなんて人はもう最近は景気が世界的に悪いことが多いんで、うん、2%, 2でも足りないから3%か4%が標準になった方が便利だねって言ってるんです うんうん、まあこれが主な2つの理由ですね。うんうん、だけど今お聞きでされて分かるように、うん、あの企業とか中央銀行の都合なんでね、うん、我々にとっては。 それは上がらない方がいがよねなぜかというと賃金同じように上げればいいって言うけど、うん、賃金上がらないい人もいるわけですよ、うん、いや例えばなんか春闘で3%上がりましたって言っても春闘に加われない人もいるじゃないですか、うん、非正規にしてよ。うん、あと年金生活者も年金連動して上がるって言ってますけど年金がもらえずに蓄えでやってる人もいるから。うん、でインフレになればその分株とか土地とか上がるから、うん、資産運用そっちでやっておけばいいよって言うけどそもそも。 やっぱり普通の人は預金ぐらいしか持てないことが多いですし資産がない人もいるんでそう考えるとインフレが起きない世界物価が上がらない世界が全員にとってまあいいしそういう中であの一生懸命働いた人とか能力ある人は賃金上がればいいんだから。だからやっぱり物価が 変わらなくて賃金だけ上がる人は上がるって世界が一番いいに決まってるんですよ。うんうん、なるほど、物価上がることが目標になってしまってるけども、基本的にはそれは金融政策のクッションであって安定するのが一番大事だということですかね。そうです。で、安定するのが一番大事なのはもう皆さんわかるじゃないですか。うん、でも。 だから都合金融政策とか企業の都合から言うと2%で安定してくれればクッションがあって便利だね、うん、って言うんだけど、うん、まあそれはそうかもしれないんですよ。うん、でも1%で安定しててもそんなに悪くないしじゃないですか。だから2が理想かもしれないけど、うん、1>, 1でもまあまあ。 悪くないよねと、うん、でも、十で安定されるってことは、あんまりないんですよ。うん、なぜかって、いっぱい上がるときっていうのは。変化が大きいんで、予測がつきにくくなるわけじゃないですか。うんうん、で、物価で一番大事なことは、つまり、これね、グリーンスパンという偉い人っていうか。アメリカのその中央銀行の、まあ、カリスマ的なね、総裁だった人が、千九百九十四年に。まあ、議会証言で言ったことなんですけど。物価の、その中央銀行が目指す物価の姿というのは、人々が。 物価のことを意識せずにね、うん、暮らしていける状態企業も物価がどうなるってあっ 上がるのかな下がるのかなどい,くいくら上がっちゃうんだろうっていうふうにいろいろ将来のことだか分かんないじゃないですか予想が外れるかもしれないしそういうことを悩まずに自分の目の前の自分のやるべきことについて意思決定を普通にできる状態物価を意識しないで人々が生活や経済活動できる状態が理想ですって言ったんですよ。だかららら日本はさ物価上がらない上ががなないいって言ってたんですけどみんなほぼゼロで上がんないと思ってたら物価意識してなかったわけじゃないですか。物価のの話なんてこの 10年の前はそんななにしてなくてく、うん、給料上がんないよねとか正規,正規雇用正社員になりたいよねとか <laughs>、うん、賃金上がってほしいよねっていうそれはまあ普通の悩みですけど。うん、物価はまあ、うんまあ 要はどっちでででででももももいいんでゼロ国内で考えたらそうなんですけど例えば給料も上がらない物価もそのままだっていう時に世界で見た時に海外はどんどん給料上がっていく日本人が相対的に貧しくなったんじゃないかって感じてるそういう面ではどう考えればいいですか 日本の賃金が世界標準で安くなった理由はただ一つ円安になったからですね、うん、つまり円が150円とあの例えば75円で極端な例で言えば要は半分になっちゃったわけですよ。うん、あの要は万 まああの給料もらって年々に稼いでる人はね今1万ドルしか稼げないわけでアメリカ行って1万ドルなんですけど75円だったら2万ドルだったわけで日本の平均賃金が例えば今1万ドルって言われてもうもう先進国最悪だって言うんだけど為替が75円まで戻れば2万ドルだから急にもうトップレベルになるわけなんでだから為替を無理に安くしすぎたことが最大の。 日本が貧しくなった理由ですよね、うん、一方でその、まあ、時間もなくなってきたんですけども、まあ、デフレ続きで苦しんできた日本はそういう経緯もありますけどもそれデフレにについいてはどうううふうにお考えなんですかデフレっていうのは皆さん誤解してて景気が悪いのはデフレだと思ってる一般の方が多いんで景気が悪いのよくないかよくなった方がいいんですけどそれと物価水準とはまた別問題なんで。 で本当に怖いデフレっていうのは物価が下落し続けて、うん、もうどうなっちゃうか分かんないから物買うのみんなが一旦やめるっていう、うん、まさにさっきケインズの話でま、うん、1930年代大恐慌物価下落率25%失業率25%っていう、うん、それは困るんですけどゼロは別にいいんですよで下がりマイナスだった時でも0.5%とかなんでほとんど関係ないんですよね。うん、でよく言う賃金と物価の好循環で 言うんですけど物価が上がってそれ連動して賃金上がるってそれは全然嘘で物価が上がること賃金上がることは別問題、うん、賃金は要は雇う側と雇われる側の力関係なんでだから雇われる側強ければ上がりますけど強くなければ上がらないでとにかく雇ってほしい人は別にとにかく安くてもいいから雇ってくれっていうだから物価が上がっても強い立場の人はだから上げろよって言って上げられますけど弱い立場の人は賃金上がらないんで、うん、そうするとやっぱり。 弱者にとって辛い世界ばっかり続くし実際物価と賃金の高循環って世界でどこでも起きてるんですよそれで日本だけは悪い意味と言いますけどアメリカは賃金上がるか イギリスはっっってててうけど物価上上がが賃金10上がってないですよ、うん、全然だから彼らはとにかくインフレを止めなきゃっていう、まあ、まさにアメリカで利上げがどんどん起きて今大変,な大変だって言ってるのはいろんなシリコンバレーバンク破綻したりっていうのはやっぱりインフレのせいなんでやっぱりインフレ率低いに越したことはないんですよね。 最後に一言短くですけども、ええ、あの日本の物価に対して今政策で求められる点はどういうことですかだから原点に帰って物価を気にしなくて済むわざわざ安定してたのをわざわざぶっ壊して世の中どうなるかわかんないってなっちゃったんだからもうちょっと 原点回帰で日本いろいろ大変なことありますから、うん、そういう時は基本に帰って物価を安定しているのがいいよね、うん、その中で経済を活性化したり成長させたりっていうのは物価とは別に考えていきましょうっていう、うん、基本に戻りましょうっていうことですね、うん、はいどうもありがとうございましたありがとうございました、えー、今朝のマイビズは慶応義塾大学大学院教授で企業金融や政治経済学がご専門の小畑関さんに伺いました ニュースでもお伝えしましたがアフリカのスーダンで軍とその傘下にある準軍事組織が激しく衝突しています今スーダンで何が起きているんでしょうかスーダンはアフリカ北東部エジプトの南ナイル川の上流に位置しています人口は4500万余り国土は日本のおよそ5倍でアフリカの中では3番目に大きく豊富な天然資源に恵まれています スーダンでは長年、独裁的な政権が続きましたが4年前、軍がクーデターを起こして独裁的なバシール大統領が失脚その後、民主化への模索が続けられていましたしかし、およそ1年半前軍と民主化勢力の対立が表面化するようになり現在まで混乱した状態が続いているんです。 スーダンの現代政治に詳しい千葉大学の栗田義子教授に伺います栗田さんよろしくお願いいたしますあ、よろしくお願いします、はい、栗田さんまずはあの今スーダンで起きていることどういうことが起こっているんでしょうか はい、今、ご紹介あったようにまさにスーダンの国軍、軍隊ですねそれとその傘下にある、えー、ああと準軍事組織とご紹介いただきました正式には RSF ・即、え、応、ーえー、支援部隊、まあ、これ治安部隊なんですけど国軍と傘下の,のあるはずの治安部隊などで非常に激しい武装衝突が起きて、えーまあ、大変な混乱状態になっているということです。 でかつ非常にあの注目に値するのはこれがあのあのさっきご紹介があったの非常にスーパーにとっては政治的にクリティカルな、えー、タイミングで起きてしまったということです。 であのえー、お話があったようにスーダンでは、えー、と2019年にそれまで30年間といたバシル政権という独裁、えー、政権が倒れてでそのっ、えー、とバシルは倒れたけどもバシル大統領は退陣したけども、まあ、バシルなきバシル政権というか、えー、軍部中心の政権はずっと居座っていてそれに対してこう市民がちと市民の手に、えー、政権を渡すようにという形でバシル政権が倒れた後も民主化闘争を続けていた。 2021年の10月にはクーデターをしてもう一度全権を軍が掌握するといったことまでやって権力がきがみついていたんですが民衆の側が諦めずに民主のためのデモとか抗議行動を続けた結果去年の12月に党と軍と市民の間で合意が成立してこの4月に完全な民政化に、民政に関すると。 民主化を行って民政移管を行うことを決めてちょうどその民政に移行するタイミングでしたその、はい、直前の非常にクリティカルなタイミングでなぜか国軍と治安部隊の間でドンパチが始まってしまった大混乱になった非常に、えー、注目される状況になっます。うん ま,あそのまさに民政移管ということに向けてその進んでいた中でえその軍とまあその準軍事組織 RSF ・即応支援部隊のまあ衝突ということが起きてしまったということなんですがこれどうしてそういうその衝突が起きてしまったのかでその軍とその準軍事組織というのがどういう違いのある組織なのかということもなかなか私たち理解しづらいんですが。あそうです このタイミングとの関係でいうと。 えっと、民政移管する前にいろんなの市民と、えー、軍部の間でいろんな取り決めをしてでその中でこう中大生活が起きた人権侵言をいかにさ裁くかとか、えー、そういったことも含まれているんですがその一環としてこれまでまあその軍という軍事組織が政治に関わってきたのでいけなかった今後は軍は政治に関わらないと,と決めると同時にこれまで軍とその参加のあるこの準軍事組織ですね、えー、RSF って一種二元状態軍と地の部隊が両方あってどちらも実現あの力を持ってどちらも市民をバランスしているんですが<ー>そういう状態があったけどこれも も一元として、単一の、えー、ほんと非政治的な政治に関与しない、あの、軍隊に統合していくってことが決まっていたんですね。はい、で、今、指摘されてるのは、その過程で、今、最終段階を抜けて、国軍と。アーベイ政府の最終統合っていうのを進めないといけない時期になってたんですけど、その中で、その両者の間の権力闘争が勃発した。で、うん、二つの組織が、あの、統合する際に、どちらがどのポストを取るかとか、あるいは。 中東とかアフリカの軍,軍,事軍隊とかあの企業企業活動もやっていて経済的な利権とも結び付いているんですけど、えー、今まで握っていた利権を、えー、手放したくないとか統合されたときにその利権がどこに行くのかみたいなことを巡ってなんか国軍と RSN などの権力闘争があの最後の段階に屈発して市民から見るといい迷惑なんですけど最後の段階で一つの軍事組織の間の ええー、一番もめみたいなこと起きて、えー、大混乱になってしまった状態でうん。まあそういった意味では、お話あった、ええあ。よろしいですか。えっ、ー、と、ワーデフってそもそも何なのか。わかりにくいんですが。えー、これは、えっ、ー、と、もともとはバシル大、バシル大統領の。えー、バシル大統領の末期に、えっ、ー、とスーダン西部で。ええ、二十一世紀初頭、二十一世紀初頭、あの今世紀最大の人道危機と言われた。ダルフール危機と紛争とございました。そ<ぁ>これ今から振り返ってみると、ダルフールって、まあ、スーダンの中の。 開発地域経済的、政治的にこう、えー、取り残されてきた地域なんですが、ええええ、その地域の人たちが意気を申し立てる運動をしたのに対して中央政府がすごく強権、えー、的な弾圧を加えるジェノサイトに近いことをやるってやったんですが、ええ、その時にパシフィ政権がまさにその現地の人たちを弾圧するために現地で作ったミリシア、民兵組織<ー>、えー、それが元になったんですね。 ただ、そのあとなかなかこいつら使えるじゃないかってことになって、えー、ダルフールだけじゃなくてそのあと首都ハルツームなんかでもまさにバシリ政権末期の民主化闘争で立ち上がった市民のデモに対する鎮圧の時にも投入されるようになった。今は、えー、そこを 部隊ってあの支援部隊と正式の名前までもらって一応、正規の国軍の中の特殊な部門をあの支援部隊という形で活動していますがなかなか今はもともとは認定上がりなんですけど対戦式の政治も装備を持っているし一種の精鋭部隊になって国軍とこう対抗し合うような,形なうんあの今のお話ですとその国軍もあるいは RSF もとも、まあ、に、まあ、そのこの両者が、まあ、対立をしてしまっているという状況の中で。 タヌキネイリさんという方がツイートでこの争いはスーダン国民不在なわけねっていうようなツイートもあるんですけれども、まあ、しかし影響を受けてしまっているのは当然その国民でありそしてまあさらに言うとその、まあ、日本もその在留邦人のまあ国外退避へ向けてということで動きになっているわけですがこ,れこのまあ衝突というのは今後こう長引いていくというふうに、えー、栗田さんはご覧になっています えっとそれは、その現地のスーダンの人に、その、えー、電話とかメールで聞いても、また読めないとおっしゃるんですけども。それ<ー>によっては、非常に激しい動きがあるけども、基本的で、やっぱり国軍の方が指揮系、しきけ、しきけ、となんかしっかりしてるので。えー、少なくとも一ハルツーの中では、国軍が、あの、コントロールを取り戻して、アーデンセーフを鎮圧するだろうっていうの言われています。はい、ただ、あのアーデンセーフ、もともとその西部のダルフルで、民兵組織で出発したの、西部なんかでは、チャド国境あたりで、ね。えチャドとの国境地帯。 地盤を持っているので、そういうところに紛争が局地化する形で、中央の国軍対する抵抗を RSF がついている、それはなんかグあの、ちょっとハンドの活で治回復するけど、その紛争がある地域に局地化する形で長引くということはあると思います。 <laughs> で結局、こういう国軍と準軍事組織ってその2つの軍事組織が突然ドンパチを始めるってことは逆にもう戦争状態なので内戦状態なので非武装の市民が政治の場から排除されちゃうそれまでデモとか抗議活動を非武装でやってきたわけだけどそういうのは全部後回しになって今、内戦中なんだから民主化はちょっとあの後回しをつなげてやってる場合じゃないとなって民主化に向けたプロセス全体がい、えっ、ー、一旦ストップされてしまうってことです。 という意、ん、味で、一番、あのでこういうドンパスしてる状態では、あの市民が街に出ることもデモをすることも、あるいはそもそも買い物に行くことも、この数日間、水も電気もないという状態で、世の中に閉じこもっている状態ないですまあ今後です、ね、まあ、国連含めて、国際社会の関与も含めてこう、はい、どうでしょうか。う えー、また不透明な中なので、あのーえー、なかなか言い,言い難いところはあるんですけれども、まあ、やっぱり一刻も早く即時停戦を求める、働かきかけいろんなレベルでしていくということがございます、ね、ただ、もう一つ気をつけないといけないのは、ね、やっぱりあのダルフール紛争の,あの,その、えー、今世紀最大のダルフール人道危機というわれたダルフールの効果はそうですけどスーダンはあのやっぱり中東の中でも非常に中東の中でも石油とか金とかウランとか。 レアメタルとか資源が豊富な国でそれを巡っていろんな国が本当に立派なを持って、えー、関与してきた。例えば というと、前の諸国だけじゃなくて、場合によっては欧米とかも関心を持って、うんえー、関与してきたりするので、国際社会の関与が表面的な民主的なや人道的な名目で行われても、どこかでその各国の利害と重なった必要が絡まってしまうということもあるので、国際社会の関与というのをあの手放しで歓迎 <laughs> できないところもございます。それにからすね、そうですね。 あの、今ちょうど直近の課題としては、例えば在留法人の流出の方の救出のために、自衛隊を派遣するかどうか。なんてこと話題になってます、ね。やっぱりそれも複雑な国際情勢を見った上で、慎重に判断した方がいいと。はい、千葉大学の栗田佳子教授に伺いました。栗田さん、ありがとうございました。どうもありがとうございました。失礼します。今、ご家族などの介護をしながら、この N ラジ、お聞きいただいている方、たくさんいらっしゃると思います。 厚生労働省の雇用動向調査によると2021年に個人的理由で離職した人のうち介護・看護を理由とする人およそ9万5000人つまりです、ね、これ1年間におよそ9万5000人の人が介護などを理由に離職している職を離れているという状況なんですね。 あなたは介護離職在宅介護についてどう考えますか今在宅介護をしているという方どんなことにお悩みでしょうかツイートまたは番組ホームページからメールでどうぞお寄せください介護離職しての在宅介護ということが考えられますけれども家族は 介護そのものよ,ものよりももっと家族みんなが幸せになる関わり方支え方があるとおっしゃる方がいらっしゃいます今日のゲスト NPO 法人隣の介護代表理事の川内純さんです川内さんは厚生労働省の中小企業育児介護休業等推進支援事業の検討委員もされています 川内さん、先ほどご紹介しましたようにかなり多くの方が毎年介護離職されているということがうかがえるんですね、はいまあ、高齢化が、ね、進んでいるということもあると思うんですけれども、うん、川内さんはこの状況どういうふうにご覧になっていますか、うん、本当にね毎年毎年、ね、約10万人ずつ大切な家族のためにと思って、うんまあ、でも一方でやはり大事な 仕事を辞めていく、うん、この辛い決断を迫っているこのんでしょう私たちの抱えているこの社会の空気これが私は本当につらいなっていつも思うんですで一方私あの実は今日も4名の方のあごめんなさい5名の方の介護相談を受けてきたんです、はい、実は今日も働きながら介護してる人ですよ。えー、あので今日数えてみたら私 2200? 40件ぐらいこれまで介護相談を受けてる、えー、全員働いてる人、うん、一見も介護離職しなきゃもう無理だなというケースや、はい、または介護離職した方が親孝行ですよっていう人に会ったことないんですよ。うん、っていうのはどういうことですかえっっとと、はい、介護離職したらもっと 親に対してつらい気持ちになるしもっと不安になるしそして親もつい子供を頼って介護の状態が促進されてしまうのでうーもっと弱っていくということですねうーだからこれはやっぱり考え方一つで十分防げるうーんこれも私も自信持ってですね言えるし今日これを伝えにい 渋谷ままでで来させていそんな気分であますあの工藤さんという方がツイートで寄せていただいているんですが、ね、<ー>もう昔の話だけどこの方、はい、介護離職しないと個人経営で家族なしだと打つ手がなかったお,<ー>おかげでリスタートできなくて無職にはなるは蓄え食い潰すわで、えー、自己責任状態が続いたと。 いう、ね、<Yeah. S 1> 声なんですけれど、ね、まあ個人経営という場合だと別になるかもしれませんけれども、はい、い育児とか介護休業法で休暇を取るという制度もありますよね、この制度を使って両立していくということは考えられないんでしょうか、はい、もちろんあの、まあ、法廷であるその年5日の休暇とか介護休業、93日。 あるんですけど、はい、あの実はそもそも休んで両立をするというこの考え方そのものが、うん、実は私は両立に向いいてなな考え方んんだと思うんです、はい、つまりそれは家族がかなりの介護を担うことが前提になっているんだけれども実はこれ言うと多くの方びっくりするんですけど。はい まあ、私ももともと介護職だったんですが我々のような介護職であっても自分の家族の直接の介護はやってはいけないとならで, <laughs> できないいいケアにならないからだと、うん、ああいいケアにならない、はい、<ー>あのこれあの習った時私はまだまあ大学生だったっていうのもあって、うん、ちょっと意味がよく分かってなかったんですけど、うん、でも実際自分が介護職になって思ったのが、うん まあいろんな理由あるんですけど私が一番響いたのは、はい、元気だった時のその人を知っているからだからできなくなったところばっかり見えちゃうんですよねああなるほどこれつらいんですでこのつらい気持ちで、はい、優しい声かけできないです丁寧な支え方難しいですだから私たちは介護職であったとしても知識経験技術あります 認知症の方が笑顔になる方法は当然私は学んできたつもりだし、まあ、やってきたつもりだし、ええ、あの本当に負担なく上手におもつ交換する方法も当然体が覚えてます、えー、だけど多分私は父母にはできないでしょう、えー、なぜかかととといいうとそのの人が元気だっった時のことを知っているからですでも我々介護職は実は介護が必要になってからお会いするから、はい、今日 こんなに天気が悪いのに目を開けて私のことを待ってくださったんですねっていうふうに声をかけたりするんですよあ。その声は川内さんじゃないですかって言ってもらえたりすると「え私の名前覚えてくれてるんですか? <laughs>」なんか「私の声ちょっと特徴的です」っていうのは例えば寝たきりの方だと最初なかなか目が合わなかったりするわけですね<え>その方天井<え>見て<え>生活されてるから。だからなんかこういうい 声のトーンとかかけ方みたいなことってじゃあ私は自分の家族にやれるかうとできない。<laughs> <ん>ああ今日も寝てるなこんなのいつまで続くのかななんでこんな状況でまだとかまあこの先は私はもうとても今ねまさに。 介護されている方がこれを聞いてると思うともうこれ以上言えないですけどでもなんかそういう気持ちになるのが私は当たり前なんじゃないかなと思うんです。ねはいはい、帰ってきた白猫さんはね、はいはい、介護は両立難しいからい、はい、そのやっぱり仕事って辞めざるを得ないうん、うん、っていうふうにおっしゃる方もいる。それからですね。はい え先ほどの工藤さんですけれども育ててもらったんだから親に返すのは当たり前でしょそういう気持ちをやっぱり持つ方もたくさんいるこれその一方でねその介護を受ける側にとっては家族が介護してくれるのがやっぱり気が楽じゃないかっていうふうに思ってしまうところもあると思うんですけどここどうですかそれは 新ししいここととが起きることに対しての不安なんですよねなるほどつまりそこにヘルパーが来たりとか、はい、デイサービスの職員が来たりとかすると、はい、その方には大きな変化新しいことなんですうん、うん、これは怖いし辛いですよねでしかもご家族がやってくれればまあある意味、まあ、言い方が正しいかどうかあれですけどあげぜんすえぜんで何でもやってくれる。 うん、頼みやすいし、うん、そうなんです、はい、でそる側も断れないしですねでそうすると、まあ、これ私もよく言うんですけどやりすすぎ介護なな状態になるんです、まあ、どういうことかというと本当はまだ自分でもできることをしなくなっちゃうんですねでペットボトルの蓋一つ開けられない人にどんどんなっていくんです、うん、喉が渇く前に水を蓋開けてコップに入れて「そうそうお父さんこれ」って。 出しますね、で「おいリモコン取ってくれ」って父親に言われたら「分かったよお父さん」って取ってあげるし、はい、むしろもう言われる前に「あもう三床モの時間だ」って言って <laughs> 取ります。ね、でこれがご本人が自分でできることを少なくしちゃうんですよね。だだからこれが愛情だと思い ていたんだけど実はそれがやりすぎになっていてでどんどんできなくなることが増えてで依存状態が増えていきそしてやらなきゃいけないタスクがどんどん増えていくでもう無理だもうダメだもうこれ以上家族ではできないって思ってももう誰かに頼む余裕がないんですよその時には。この状況に追いい込まれたらももうとてもじゃないけど 誰かに頼もうとかもう。当然仕事をやりながらなんて。だんだんできなくなっていくんですよね。だからね。あの迷惑かけたくない。あの職場にですよ。迷惑かけたくないとかって言って辞めていくっていうのもそうなんだけれども。まあ、これが本当に親孝行の唯一の道なんのかなって思うんです。で、私はあの3人同時に。 介護しながら昇進している人も知っているわけです。はい、一方で、ええ、だから何ですかね。あの、介護が大変だからやめているのではなくて、まあ、やはりその関わり方ですね。に大きな違いがあるんじゃないかなと。うん 気づきましたあの介護はそうすると、うん、本当にその専門の方に、はい、あのお願いをするっていうことはあるとしてですね <laughs>、はいえー、その一方ででも結局その。 ただお願いをしてそのまんまっていうわけにも<ー>なかなか気持ち的にもう、ねうん、いかないと思うんですよね。はい、猫またぎさんがねあの、はい、そうすると責める身内や親戚がいたりするんだって<あ>その価値観も変えていかなきゃいけないんじゃないかという声もある <いや S 1> でその中で家族がするべきことって何でしょうかあ家族ががするべきことは私は私ご本人の価値観が共有されていてい あの親子の中でも、はい、なかなかそれって分からないこともたくさんあるんですねあの体が動かなくなっていく覚えてることが少なくなっていくその中で何を大事にしていきたいのかという価値観を親子の中でも知っていてでかつそれがこの方が生きてきてどんな生きてきたそのプ,ロセスがあるプロセスがあるのかということ。 この辺りを共有しご家族の中で共有いただいてそれを介護職に伝えることですケアマネージャーや地域おかに伝えることです何が大事なのか何を大事に考えるのか何を大事にあのケアに入ってほしいのかっていうことを伝えることさえできたらあとはあのそれを丁寧に伝え続けていただけたら私はそれがご家族だからこそできることだと思うんですね。 おもつ交換、えー、入浴会場食事会場私たちでもできるもっと言うと私たちの方ができるかもしれません、えー、でもその方がどんな思いを持って生きてきたのかどんな歴史があるのか、はい、日本全国をバイクで旅をしてたんですとか、えー、自宅を開放してあいもの教室やってたんですとかこの情報が私たち介護職のモチベーションを高めるんですよね。えー あなるほどね。で、ええ、さんどうですか <laughs>、はい、とはいってもですね、はやはりその <laughs> 仕事をしながら親の介護をするというのは、うんうん、いろんなこう悩みが出てきますよね、うよねどうしてもそれって変えちゃう抱え込んじゃうんですよね、やっぱり誰かに聞いてもらいたい、あるいはいいアドバイスが欲しいと思う方はどうすればいいんでしょう。あ 当然そういった場合においてはあのぜひ地域包括支援センターという、はいまあ、地域の高齢者の何でも相談所というところがあるので、はい、ぜひそういったところにあの電話でも構いません、うん、そして匿名でも構いません、うん、自分の名前を明かしたくなかったりするとお父さんお母さんが地域で非常に有名な方だったりい、まあ、地主さんだったり名士だったりすると、はい、そもそもその名字を出した瞬間に。<laughs> えー、非常に分かってしまうという方も、ね。そうですね。後ろめたいところがあるでしょうって言ったときに、うんうん、まあ匿名でもいいんですと。で、まあ、そういうことを、こう、自分の悩みを話すっていうことをぜひ大事にしてほしいんです。で、うん、であの、よく、こう、ケアマネージャーさんが、もうすでについていて、介護サービスを利用している方でも。親の介護の話はしているんだが、自分の気持ちの悩みは。 一切ケアマネーージャにに打ち明けてないい方が本当に多いです、うん、自分の仕事の忙しさとかでそれ介護に関係ないですよねって、うんうん、あなるほど、うん、言われるんですけどいや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 もうご家族がどんな悩みを持ってるのかまたその悩みをどうやってこの状況の中でうまく消化していくのかはご自宅でケアを続けていく時にはとても重要な 要因なのでだから私は介護相談を受けてる中で「それちゃんとケアマネージャーさんに言ってますか?」とか「<ー>地域おかず支援センターに昨日寝れなかったって言いましたか?」っていうと「えだってそんなこと関係ないですよね」って言われるんですけど <laughs> もうとっても大事な情報なので是非その話はしてほしいなと思ってるんですん自分の辛さを 伝えるでそこで包括支援センターとかケアマネージャーさんとかに伝えられたらもしかしたら同僚の方とかで介護が実はやっていらっしゃる方がいてでその方に伝えられるようになるのかもしれないしそしてそれが上司に伝えられるようになるかもしれないしうん、まあ、もう誰でもいいんですあの私とにかくおっしゃったようにこう抱えてしくないんですよねうん、うん、言葉にするだけで気持ちが楽になる。だから こうやって、ね、ツイッターで発信いただいてることもこれはもう本当に大事なことです、うん、こんなことを誰か言ったってそんなの解決策にならないんじゃないかって言われるんですけどいえ 気持ちのケアには相当なるので、ぜひやってほしいですね。はい、先ほど川内さんのお話にありました。はい、全国の地域包括支援センターの一覧ですけれども。厚生労働省のホームページの地域包括ケアシステムから検索できます。ご覧ください。今日は N. P. O. 法人隣の介護代表理事川内淳さんに伺いました。川内さん、ありがとうございました。ありがとうございました。七時二十七分。 今朝のの聞きたいはアアアメリカの東アジア外交安全保障政策に注目します北朝鮮は先週、固体燃料式の新型 ICBM ・大陸間弾道ミサイル火星18号の初めての発射実験を行ったと発表しました韓国などの専門家からは北朝鮮が今後、発射実験を繰り返しながらアメリカ全土への攻撃能力を誇示するとの見方が出ています。 こうした中で今月下旬アメリカのバイデン政権は韓国のユン・ソンによる大統領ワシントンに国賓として迎えます米韓の首脳会談ではどのような議題が話し合われるのでしょうかそしてアメリカは日米韓3か国の連携をどう考え東アジアでの外交安全保障をどう展開しようとしているのでしょうかアメリカ政治に詳しい慶應義塾大学教授の 渡辺康さんに聞きます。渡辺さんおはようございます。おはようございます。よ,ますよろしくお願いいたします。まずその北朝鮮による ICBM 発射の動きですが、これについてアメリカはですねどのように捉えているんでしょうか。はい、あのアメリカにとっての懸念はあの国際社会のルールに違反してあの核ミサイル開発を示進,進めた国が。 あの結果的にその存在感やあの影響力を増してあの得してしまうことなんですね、はい、つまり、正直者がその損することになればあのまあ結局、核・ミサイル開発が他の国でもどんどん進んでま国際社会全体でま一種の,このモラルハザードを起こしかねないと。うんええ、まその観点から あのま、北朝鮮に関してはまずはこの日米韓であの弾道ミサイルの発射を想定したあの共同訓練を実施してかつその情報の共有を含めた連携を強化しているということですね、ま、その一方であの北朝鮮はそのアメリカとの対話を拒んだままで、えーえー、まその一方で、まあ、核・ミサイル開発を進めているので,で、ね、あのアメリカとしては あの国連安保理の場であの、同じ常任理事国であるこう中国やロシアにあの北朝鮮の行動を擁護しないよう求めてるわけなんですけども、まあ、しかし、あの今、アメリカはあの中国、ロシアそれぞれと対立していることから、あのその外交的な打対策というのは見出せてない状況ですね。 そうした中で、今月下旬、韓国のユン・ソンニョル大統領が訪米をします、アメリカはですね、そのどういう目的でユン大統領を招いて、何を話し合おうとしてるんでしょうかあの、まあ、韓国であの保守政権が誕生して、あの前のムン・ジェイン政権とは対照的にあの、アメリカ、そして日本との関係強化にあの前向きの姿勢を示しています。はい このことはアメリカにとってはあの北朝鮮や中国と対峙する上でも非常に歓迎すべきことです。ですので、まあ、あのワシントンではのその軍事や経済を中心にその同盟国であるその韓国との関係強化のための、まあ、具体策があ話し合われることになると思います、まあ、そしてあの、まあ、今回、国賓として手厚くもてなしてあのさらにはあの、まあ、議会演説もしてもらうことでですね、はい ユン大統領がその韓国国内で成果をアピールできるようにすると、そ、まあ、ことによって、ユン大統領を少しこう後押しするといいますかはははあの、そういうことをあの考えていると思いますね、まあ、ユン大統領自身もその首脳、アメリカとの首脳会談で、北朝鮮への対応を巡って、目に見える成果が必要だという考えを示していますが、まあ、米韓こう、こうし合って、順調に首脳会談、この訪問を進めようということでしょうね。そういうこと このユン大統領の訪米を控える中で,です、ね、あのロシアによるウクライナ侵攻などを巡るアメリカ政府の機密文書が流出したとされる問題が起きましたでアメリカが同盟国である韓国の政府内の通信を傍受していたことを示唆するという文書も含まれていたと報道されています。 該当する文書のかなりの数が偽造されたものだという見解で。アメリカと一致したと明らかにしました。この問題の影響について、渡辺さん、どうご覧になってますか。え、あの、まあ、アメリカが、その同盟。 同盟国相手であっても、その通信を傍受しているということは、外交・安全保障のコミュニティの中では、あのま、半ば公然の話で、10年ほど前にはです、ねあの、ドイツの当時のメルケル首相の携帯電話が、はい、あのアメリカの情報機関によって傍受されているという、はいま、報道があって、メルケル首相があの当時のオバマ大統領に、ま、説明を求める一幕もありました。うん まあ、その意味では、あの今回の件はあの驚きには値しないと、ただ、あのまあ、韓国の,その一般的な国民感情にとって不愉快であるということは、これも要因となるわけで、ですので、ユン大統領の訪米前ということもありますので、うんあの、できるだけ波風を立てないように、<ー>そのアメリカとの間で、まあ、その見解の一致を見出したんではないかというふうに、ええ、あの私は見ています。うん、この 日米韓アア、ね、の連携について、アメリカはどのように今、考えてるんでしょうかあの、まあ、北東アジア、さらにはそのインド太平洋地域全体の,との安定を考えていく上で、えで、日米韓の連携の重要度というのは、ますます増しているというふうに、うん、これはもうアメリカ、これまでも繰り返し述べてきたんですね。うん まあ、あのただ、その前のムン・ジェイン政権下で日韓関係が悪化していたということに関して、はい、あの非常に危惧しておりました、まあその点、まあ、今回、まあ、韓国でユン政権が誕生して、あの日韓関係の改善にも前向きで、はい、しかもまあ日本も前向きにこう応じようという考えを示していることから、ね、まあとりあえずあの安心していると思います。はい ただあの、また韓国では4年後になりますけれども、あの大統領選挙があるわけですね、そうすると、また政権が変わってしまうかもしれないと、でそうすると、まあの、この日本にしろアメリカに対しても、向き合う。 あの向き合い方というのが大きく変わってしまう可能性もありますからね。ええそうですねですから、まあ、アメリカとしてはこう安定している今のうちにあのできるだけぶれ幅の少ない関係をしっかり構築しておきたいというふうに考えていいると思いますさあアメリカではですね今月、台湾を巡っても動きがありましたアメリカは東アジアにどう関与しようとしているのかさらに詳しく伺います。 今朝の聞きたいはアメリカの東アジアをめぐる外交・安全保障の動きについて慶応義塾大学教授の渡辺康さんに伺っています渡辺さん、アメリカではですね、今月の上旬でしたねあの。台湾の蔡英文総統と共和党のマッカーシー下院議長がロサンゼルス郊外で会談をしましたアメリカ、そしてバイデン政権にとってこの動きというのはどういう意味があったんでしょうかはい あのまあこの分断が進んでいるアメリカなんですけども、うん、あのこの中国問題に関しては、はい、あのこの議会もホワイトハウスも、まあそれから共和党も民主党も、まあ特にあのこの台湾に対する中国の圧力強化に反対しているという点では、これはもう見解一致してるんですね。はい。で、あのまあその点では、あのマッカーシー会議長とあのサイレブン総統のあの会談そのものについては、うん、あのまあ。 支持しているわけですけれども、ただあのマッカーシー会議議長があの台湾を訪問してしまうとですね、<っ>あの結局まあ中国がそのこと自体をこの圧力強化のためのその口実に用いてくるかもしれないというまあそういう懸念があったわけです。確かにあの前のペロシー前会議議長の時はそういうことは起きましたものね、はい。そうですね。 でですのであの、まあそういう意味で今回、その台北ではなくて、ですね、はい、そしてまたアメリカのこの政治の中心であるそのワシントンでもなく、うん、あのマッカーシー議長の,あの地元であるカリフォルニア、はい、のそのロサンゼルス郊外で会談したということは、はい、あの、まあ、中国とのその決定的な 対立といいますか、対決を避けたいあのバイデン政権の基本方針ともそのものだったというふうに思います場所の選定に当たっては、かなり絶妙な落としどころだったわけですね。アメリカはです、ね、今、その東アジア情勢に対してはです、ね、どういうふうに向き合おうと考えられるんでしょう、それからあのアメリカ国民の関心、反応というのはどういうものなんでしょうか。 はいあのーまあ、先ほど申しましたようにアメリカの中ではこの中国に対しての厳しい姿勢というのはこれはもうあの党派を超えた一点があって、えー、結局、まあ、しかもこの来年には大統領選挙もあって、あのー、こういわゆるこう中国に対して甘い姿勢を示すということが、まあ、こうタブーになっているようなところもあるんですよね。 それで、まあ、あのいろんな形でその中国の動向には、一層厳しい目が向けられるようになっています。はい、あの例えばですけども、その中国系の企業が運用する、えー、動画投稿アプリですね、TikTok, TikTok ですね、あれ、公聴会も開かれましたもんね、えー、議会でそう,そうなんですね、まあそのあの、TikTok の使用を制限する動きですとか。はい まあ、あるいは、最近ではその中国がそのアメリカ国内であの設けているその秘密拠点を摘発する動きなどもあの強まっています。はいえー、であの、最近の世論調査を見ますと、アメリカ国民の8割以上が中国を信頼していないというふうに回答してるんです、ね、そうなんです、8割以上。えー 対立ないしこ対決になってしまうと、これはアメリカの経済安全保障にとっても影響が大きいわけですので、バイデン政権としてはそういう厳しい国内世論をあの十分にあの勘案しながらも、ですねまあ危機を回避するためのホットラインをこう中国との間で制度化したいというふうに考えているわけです。ししかしあの実際にははそれは中国側が あの乗ってこないので、あのあ<ー>今もこのあの米中間の間でホットラインというのがこう存在しない、うん、あの状況になっているわけですねああそうした今の米中の状況、さらにまあ先ほどお話をいただいたアメリカの東アジアへの姿勢、政策、日本はその中で今、何が求められているとお考えになりますか。 はいあのまあ、日本も中国との決定的な対立ないしこう対決というのは、まあ、あの避けるべきであのその意味ではあの日本の外務大臣が今月初めに中国を3年ぶりに訪れたということは、うん、あの非常に意義深いと思います、はいでまあ、いろんなレベルでですねこの,つのチャンネルを多く設けておくということが大切だと思いますね。 でその一方であの、まあ、東アジア地域でもそうなんですけどもその新興国やあの途上国、まあ、最近よくグローバルサウスという言い方が分かりますけども、えー、まあそういった国々の中ではですねそのアメリカあるいはその欧米的な価値観やあの正義にこう不信を抱いている国も少なくないのでうまあそうした国々との橋渡しをする役割をあの日本が今後、さらに推し進めていってもらえればなという,ふうにあの思っています。 ここまで慶応義塾大学教授の渡辺靖さんに伺いました。渡辺さん、どうもありがとうございました。どういたしまして、ありがとうございました。ころです。続いては海外の動きに目を向けます。ワールドアイ、田中キャスターです。ワールドアイ、今朝は東南アジアのミャンマーで起きている人道危機についてお伝えします。 ミャンマーでは2年前に軍事クーデターが起きた後も軍と抵抗勢力が国境地帯などで戦闘を行い混乱が続いています先週11日にはミャンマーの北西部で軍が行った空爆によって これまでに168人の死亡が確認されたということです。まあ、クーデター以降の軍による空爆として、最悪の死者数になりました。えー、取材にあたっている、取材している西垣浩二ニュースデスクに聞きます。西垣さん、おはようございます。おはようございます、えー。空爆による被害の状況、次第に明らかになってきていますね。そうですねあの、えー。軍の空爆が行われた。ミャンマー北西部のザ・ガイン管区の村では。 えー、空爆の後も軍のヘリが飛行していて危険なため、うん、死者の確認遅れています、ですからこの日々、死者数が積み上がっている、そういう状況なんですね、はいうん、で田中さんね、あのミャンマーにはクーデターの後政府を名乗る組織が2つあるんですで、1つは実権を握っている軍の暫定政府で、もう1つはクーデターまで政権トップだったアウン・サン・スー・チーさんが率いる政党が少数民族とともに発足した、民主派の国民統一政府、この2つ。 軍のトップのミン・アン・フライン司令官は先月、国民統一政府など民主派勢力をテロリストと呼んで全面対決する姿勢を示しています、うん、そうした中で先週の4月11日ザガイン管区の村で軍は国民統一政府の事務所の介助資金を狙って空爆をしたと発表しました、うん、で国民統一政府によりますとこれまでに168人の市民が死亡したとしています。うん、でこのうち 21人は小学生だということなんですね、あ<ー>まあこれまでで最悪の規模の犠牲者が出てししままいました小学生も含まれていたということなんですけれども、えー、まあ軍はあくまでテロリストの民主派勢力を攻撃したと言ってるんですよねあの軍はどう言ってるかと言いますと、うん、この市民の犠牲者が出ていることについては、軍は民主派の武装勢力はしばしば民間人の服を着ている。う とこのように述べていまして、市民ではなく武装勢力なんだとしているんですね、うん、でその上えで空爆で武器庫が爆発して、武装勢力のメンバーが死亡したとしています。うん しかし、被害を受けた現地からの話では全く様相は異なっていますあどういう状況だったんですか、はい、あの在日メンバー人のグループが当時何が起きたのか、うんえー、現地の村人に聞き取り調査を行っているんですね、はい、で村の20代の男性は当時の状況について次のように話しています。はい、コロナ以来このようななイベントがなく 子供たちもごちそうを食べに集まっていた。逃げた大人や子供を追いかけて撃っていた。親戚にあたる人の娘も空爆に巻き込まれ死亡した。7歳です。あまりにも残酷な現場を見て言葉を失い、しばらく動くことができなかった。遺体はバラバラに散乱し、小さな子供を見て、 何をどうしたらいいのか茫然とした落ち込んだ。あのザガイン関空の市民の支援をしているザイミャンマー人のレイさんも、うん、武装勢力などいない村人たちの集まりがもう繰り返し攻撃を受けたんだと話しています。ご、うん、ちそうしてるところ空爆まあヘリで飛んであの七時間渡ってなんか空爆をしたんですねで。 まあ、その攻撃だけではなく、ですね、それで張っで亡くなった人もたくさんいるんですけど、それでちょっと、まあ、大怪我したりとか、負傷した人もたくさんいたんです、それを助けに行った時もヘリが飛んでて、あのまだ空爆しようとしたりとかするから、実際に何か助けられなかったりとかもして、そこで命を落とした人たちもたくさんいたんです。うん これ戦闘が行われていた地域ではなく、ねまあ、多くの民間人が犠牲になっているわけですよね、うん、あのしかも、そういう小学生21人ということで、<ー>これ田中さんね、この犠牲になったこういう子どもたちが、軍が言う武装勢力なんでしょうか、うん、ジュネーブ条約など国際人道法では、武器を持たない市民を攻撃することは禁じられています、えー、しかし、ミャンマーでは軍の空爆によって、市民が犠牲になるケースが相次いでいるんですね。うん ミャンマー軍から離脱して隣国タイに逃れた元兵士に話を聞いたところジュネーブ条約を自分たちも上官も知っているけれどもミャンマー軍は空爆するしかないんだと証言していました。 空爆するしかない、これはどういうことなんです、うんはい、あのこれは民主派の武装勢力の力を削ぐことが大きな狙いなんですね、うん、え特にあの軍が頻繁に空爆しているザガイン管区は、民主派の武装勢力が非常に力を持っているというところで,すで、軍は村人が民主派を支援していると見なして、<ー>つながりを断つために村を攻撃していると、元兵士たちは証言していました。うん ただ今回の,あの事態に国連だとか ASEAN ・東南アジア諸国連合、それから日本政府も、非難声明を出すなど、国際社会から非難は高まって批判は高まってますよね。うん、そうですね、まあ、声明は出しているということですね、国際社会はこれまでも軍を非難しているんですけれども、うんうん、その軍のブロック弾圧を止める手立ては取れていません。今週、在日ミャンマー人のグループが外務省を訪れて、日本政府に行動してほしいと訴えました。うん ミャンマーの兵は人権主主義のために有効な政策を実施しよう,しよう,うクーデターが起きた当初ですけれども、うん、日本政府はミャンマー軍と太いパイプがあるとしたうえ欧米が取っている制裁よりも 日本の現代7000億円余りに上る ODA 政府開発援助の方が軍との強力な交渉カードになるんだと話していたんですねしかし ODA も新規の契約は止めたものの既存の ODA は継続していますしかもその一部について日本企業から軍系列の企業への支払いも始まっているのですねこの軍系企業は欧米の制裁対象にもなっているそんな企業です 外務省も ODA 事業の軍系企業への支払いは好ましくはないとしながらも民間企業間の契約は違約金の問題もあってこれ以上、できないいとしていま,すまた日本政府としては国際機関を通じて人道支援を行っているとしているんですけれども軍が間に入るため必ずしも必要な人への支援にはなっていないという実態があるんですね。 今回、日本政府の取り組みを求めた在日ミャンマー人のスーさんは、G7 ・主要7か国首脳会議で、日本がミャンマー軍の動きを止めるため、まあ、主導的な役割を果たしてほしいと話しています。来月、えー、G7 サミットが開催されますので、でその中でも日本は非常、えー、国を務めますので、そこで,です、ね、ウクライナーだけを話題にするのではなく、 同じように人権、人道の被害を受けているミャンマーのことも、えー、議題に載せてもらってです、ね、ミャンマーの人々をどうやって助けるかという、ウクライナと同じように、えー、と命をです、ね、預かってほしいと思います。うん、あのミャンマー軍というのは、あのウクライナに侵攻したロシアをいち早く支援した、支持した、うんまあ、そういうこともありますし、このロシアとの関係を深めているんですね。うん しかもロシアから武器の供与も受けている、まあ、それが空爆に使われているということになるわけですね。うん、このミャンマーの内政問題という捉え方ではなくて、まあ、国際的な人道危機の問題として、対応を急ぐことが、日本を含む国際社会に求められています。はい、今朝のワールドラは、ミャンマーで起きている人道危機について、西垣浩二ニュースデスクに聞きました。では、新型コロナウイルスについて、専門家に伺います。 感染症が専門で、東京医科大学病院渡航者医療センター特任教授の浜田篤夫さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。まず、あのおととい開かれた厚生労働省の専門家会合の有資はですね。 対策の緩和が進む中で、感染者数が増加に転じる地域が増えているとした文書をまとめました、最新の情勢について、鎌田さん、どのようにご覧になってますか、はいあのーまあ、4月ぐらいから、日本で、国内で感染者数増えていたわけなんですけど、特にここ1週間ぐらいはあの、まあ、大体日本全国ですね、3都道府県ですかね。はいあのー、でまあ 当初4月初めぐらい、東日本が中心だったんですけど、今は西日本も含めて、日本全体で増加がまあやや見られているということなんですね、感染者数。で、まあ、このなぜ今増えてるかということ、いくつか理由があるんですけど、一つはまあ年度代わりで、まあ、あの皆さんの移動があの活発になってきたということが一つあるし、それからもう一つはやっぱり、マスクを外す機会が増えてるのも影響しているかもしれません。うん それからあのもう一つは、あと免疫ですね、ワクチンとか感染した人、免疫持ってますけど、それが下がってきたということにえが影響している可能性あるんですけど、いずれにしても、ですね、まあんまりそんなに大きな波には今回はならないんではないかなというふうに思いますね。はい 一方で文章ではこの冬の第8波を超える規模の第9波が起きる可能性も指摘されましたがこの点についてはどのようにお考えですか、はいあのーまあ、今、第8波が収まって、まあ、ややちょっとまた増えているという状況でですねで、まああのー、次の波が第9波というかどうかまたこれはちょっと見ていかないといけないんですけど、あのー、ただ、直近であんまり大きな波っていうのはそんなに来ないように私は思うんですよね。うん、で第8波を超えるよう こんな波が来るとするととすすでねあのやっぱりあの11月以降の冬じゃな,いかなと冬場っていうのはやっぱり呼吸器感染ウイルスがこう増えやすい、まあ、インフルエンザもそうですけど、コロナもそうですからね、そういう時期になる、ただ、あの毎年、日本では夏にも流行があるんですね、お盆の周辺。えー だからまあそのあたりにまあ次の大きな波が来ることも考えておく必要はあると思います。まあ、いずれにしましてもですね5月8日以降、連休明けですね、5類に移行することでさらにあのこう緩和が進む対策のそんな中で流行が起きると感染者数はあのまあ8波を超えるぐらい出ることも考えておいた方がいいかなと。でこういいった感染者数増えてもね若い健康な人は まあ軽い症状で済むんですけど、えー、高齢者とか慢性疾患がある、いわゆるハイリスク者はあの重症化することもあるんで、まあ、より注意が必要ということなんですね大型連休が近づいてくる中で、今、海外の感染状況はどうなってるんでしょうか。 そうですねあの今、世界的に見ますとねあの、インドを中心とした南アジアが注目されてるんですよ、ここで今ね、感染者数が結構増えてきてる、昨日 WHO の,あの週報も発表されたんですけど、えー、かなり増えつつあるというところなんですね、そしてあのこのインド周辺で何が起きてるかっていうと、新しいオミクロン株のアガタがです、ね、あがたが出てきて、それが広がっているようなんですね。これ呼び はですね。え。 XBB1.16 と、まあ、ちょっと複雑な名前なんですけど、まあ、いずれにしてもオミクロン株の新しいあがたということで、まあ、あの昨日のの WHO の報告でも、ちょっとこれは監視を強めていかなきゃいけないと、なぜならばね、この XBB1.16 というのは、あの免疫逃避、まあ、感染したり、ワクチンをあの打って得た免疫を逃げやすいということと、あとね、感染力がちょっとやや増してるんではないかと。 という可能性が指摘されてますでただ、重症化しやすいかどうかはまだ分からないんですけど、あのーまあ、今後監視をしていく必要ありますねで,今すでにインドの北部の州ではあの今までマスクはもう解除してたんですけど公共の場所ではマスク着用を義務付けているということで今後、このインドの情勢あの十分に注意して見ていく必要があると思いますうん。そうした情報を得ることは海外旅行を考える上では本当に大切ですね。 そうですね、あの、大型連休が、まあ、もうすぐ始まるわけですけどね、海外旅行、今回は予定されている方も多いと思います。うん、まあ、もちろん、あの、行っても大丈夫だとは思うんですけど、ただ、やっぱりですね、それだけの準備はしていく必要がある。うん、まずは、その、旅行する国の感染状況をですね、しっかり、あの、見極めることが、 あの大切でそこが流行している場所であればですね十分な予防対策を取っていただきたいということなんですねその海外の感染状況ですがどうやって確認すればいいですか えこれはですね、あの先ほども何回かちょっとお話している、WHO がその、週、え、報、ー、と毎週出してるんですね、はい、流行状況、これあの、WHO のホームページでは英語で書いて、まあ、よくあの、なかなか難しいんですけど、うん、厚生労働省検疫所のホームページ、はい、ここにその和訳があのすぐにこう掲載されるんですよ。ですから、その厚生労働省検疫所のホームページ。 フォースっていうんで、すけどねこれ見ていただくと分かると、思いますでこれ見るとやっぱり4月時点で、あのーまあ、インドをはじめとする南アジアで、ね、先ほど言ったように、それからもう一つね、中東で増加しているんですね、今。で、またその今後、南半球が冬場になるんで、まあ、コロナの流行はしや冬場ということで、流行の再燃があの予測されますね、まあ、注意していただきたいと思います、そういうところでは。 その他に事前に押さえておくべき情報としてはどのようなものがあるでしょうか。 そうですねあの旅行する国、これからまあ,あの訪問する国の入国条件というのを調べておいていただきたいんですね、うん、あのまあ、これはどこで調べられるかというと、外務省の海外安全センターホームページというのに、国ごとのこの入国条件というのがあるんですよ、例えばね、アメリカは今、あのワクチンを2回打っていることが求められるんですね、コロナワクチンの。うん でヨーロッパは今、ほとんど何も制限はありません、どうぞご自由にお入りください、なんですねでアジアの国ではやっぱりワクチン証明とか陰性証明というのが、まあ、求められるということなんですね、まあ、あと日本に入国する、再入国する際のですね情報、この辺もあも厚労省のホームページを見ていただくと分かると思うんですけど、現時点ではワクチン3回証明か、あの陰性証明必要なんですけど、うん、まあおそらく五、えー、類以降はこういった 手続きも緩和されると思いますこの辺確認していただくといいですね 海外ではあのマスク着用してないあの国、かなり多いですよね、それであれば、そういった国の,あの、まあ、状況に従う形でいいと思うんですけど、ただ、マスクは持参していただきたい、はい、まあ人混みとか、まあ、密を,を避けるということも心がけてです、ねで、特に、ね、海外旅行中、あの注意するのは空港、はい、空港ってあの人混み、世界中から人集まりますしね、えー、まあ人混みになる。 着用して手洗い等も頻繁に行うそれからコロナ以外の感染症も流行してますんでねああ世界的には十分にあの感染症対策旅行中も心掛けてまあ楽しんできていただければというところですかね浜田さんありがとうございました,ました失礼いたします東京医科大学病院の浜田敦夫さんに伺いましたではお天気さここに注目です核ミサイル開発を加速させ 弾道ミサイルなどの発射を繰り返している北朝鮮北東部にある核実験場では核実験再開の兆候とみられる動きが確認されています北朝鮮の核実験はあるのかその可能性について井出石忠解説委員に聞きますおはようございますおはようございます ズバリ核実験はあるんでしょうか？まあ,あの7回目に今度なるんですけれども、まあ核実験まあいつあってもおかしくないと見られているんですね。まあただそれがいつになるのか、これを予測するのは難しいんですけれども私はあの政治。それから軍事まあこの2つの側面から考える必要があるかなという風うに思っています。 政治と軍事ですか。はい、というのは、あの北朝鮮の核実験にはですね、あの政治的な目的と軍事的な目的。この二つの目的があるからなんですねで。まず軍事的な目的から見ていきますと、北朝鮮は今。 韓国軍ですとか在韓米軍基地を核攻撃できるその戦術核兵器というものの開発を進めているんですでそのためには小型化そして軽量化した核弾頭の性能を確かめる必要があるんですねですから、まあ、準備が整え次第、まあ、すぐにでも核実験をしたいと考えていると思うんですですから、まあ、軍事面だけを見ますと、まあ、核実験というのは差し迫っていると見るべきだと思います ただ北朝鮮の核実験にはです、ね、もう1つ、その政治的な目的というのもあるんですね。 はい、これはその軍事力を見せつけてまあアメリカですとか韓国を牽制するというまあそういう目的ですね。あのアメリカ軍と韓国軍は今週から最新鋭の戦闘機などを投入してまあ大規模な共同訓練を行っているんです、まあ、こうしたアメリカや韓国の動きに対するまあ政治的な対抗手段として核実験をするということですね。 ただです、ねあの、北朝鮮は先ほどの渡辺先生の話にもありましたように先週、固体燃料式の新型 ICBM「火星18号」の発射試験に成功したと発表しています。 でさらに今週の火曜日には軍事偵察衛星を打ち上げる、まあ、最終準備を急ぐ方針というのを明らかにしているんですね。まあ、こうしたことから判断しますと、まあ、いきなり核実験を行うというのではなくてこの固体燃料式の新型 ICBM のまたさらなる発射ですとか あるいは軍事偵察衛星の打ち上げ。まあ、これを先に行う可能性が高いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、北朝鮮にとってですね。この核実験というのは、いわば切り札なんですね。まあ、それをいつ使えば。最も政治的に効果があるのか。まあ、そのタイミングを測っているんだと思います。うん、そうすると、もう少し先になるということでしょうか。まあ、あの、まあ、これは軍事的な必要性、うん、それから政治的な効果。 まあこれを考えてまあ最終的にはまあ金正恩総書記が判断することになるんだと思いますただですね北朝鮮の核実験には中国、それからロシアも北朝鮮の弾道ミサイルの発射はまあ非難をせずにまあいわば黙認するようになってはいるんですけれどもでは、核実験まで認めるのかどうか。 それはわからないですよね。まあ、その辺、まあたりま、中国やロシアの出方も伺っているんだと思います。まあ、いずれにしましてもまあ、北朝鮮が再び核実験に踏み切ればまあ、核の脅威というものは一段と高まることになります。まあ、日本としてもまっ、あ、すぐに厳しい対応が取れるよう、まあ、アメリカや韓国などとまあ、綿密に意見交換をしておくまあ、そういった必要があると思いますね。 毎朝ここに注目出忠正解説委員に聞きました4月21日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩司の OK コージーアップ 朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新尿一華です。日本放送飯田浩二の OK! 浩二アップ。この後8時まで生放送です。いやー、焦ったね。ええ番組開始直前に… 準備をしてたらですね紙コップに入っていたコーヒーをばしゃっとこぼしまして世代にこぼしましたねそれが番組開始1分前ぐらいかいや30秒前ですよ多分いやすいませんね本当にねよかったですねあのジャケット汚れなくておおおお夫でしたねそう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 ジャケットとかには一切影響がなくいやそうなんですよこういうことがね大体起こりがちなんですけど どたばたでやってますので。<laughs> 本当です、えーえー、ということでですねオープニング何喋るかも忘れちゃったんですがそう、あのー、今週末は、ねえー、日本放送としてはですねラジオパークいよいよだよというところで各番組いろんなね公開生放送だったりとか公開収録だったりとかいろんなステージとかねあるいはブースもお準備をして、ね、お待ちしております。あのー、私はあの東京の南の南方からですね、えー、毎朝あ タクシーに乗って、まあ、電車が動いてないんで、えー、出社してくるんですけど、まあ、そうすると本当に日本荘に入る直前に、えー、日比谷公園の前を通ってくるんですがうです、ね、もうすでに、ね、結構設営進んでて、うん、あもて入り口の,、ね、あの日比谷門の辺りから見るとおテントがいっぱい立ってるねとおでその向こう側に芝生の広場があってで、えー、ステージもおー曇れてるねみたいなのが見えたりなんかもおするんで,です、ねえー、もしよかったら、ねえー、土日お天気もまずまずだということで ぜひお越しいただければと思うんですが、まあ、あの一方で,です、ねえー、この週末というのは、えー、統一地方選挙の、うん、選挙の日でもあるということですので、まあ、特に日曜日お越しの方はです、ねえー、どうせだったら駅行く前にちょっと投票所によってです、ねえー、投票してから。 行っていただければということでございいますというのもあの今日ちょうどそのタクシーでねえ送ってもらう時にこう運転手さんが「いやあ飯田さんもあの土日もねお仕事でしょうけども僕らも実はそうなんですよ」なんつってあのいつも送ってくれる人はですね、まあ、その時間にね朝の大体いい3時とか4時ぐらいに動いてる人なんで、えー、基本的にはもう夜中夜通し走ってですね、うん、で、えー、家に帰って、えー、昼間寝るよっていうような生活されてるんですが あの日曜朝早いんですよって,、えー、朝早いってう何なんですかって言ったらいや実は前にもここで話したかもしれないですけどあの選挙の、ね、投票箱を運ぶっていう<ー>これがで前に話したのは、えー、8時に投票箱が閉まってる。 でえー、その後じゃその投票箱はその場で、えー、投票所で開票するんじゃなくて、まあ、大体、自治体で開票センターというところをです、ねえー、1か所ないし2か所ぐらいこう用意をしていてでそこにこうおの投票箱が持ち込まれてです、ね、いろんなこう小学校とか公、ね、民館から、はいでえー、そこで、えー、会社あ蓋を開けてで投票用紙をより分けていってと票を数えていくんだということをやるんですが。 うんそれだけじゃなくてじゃああの投票箱がどこから来たのかっていう話であれをお配るっていうね、うん、朝はそういう仕事もあるんだと朝にするんですね当日にというか,日、まあ、か前日に置いといたりなんかすると、うん、ね、あのー それはそれで、えー、じゃあ一昼夜置いとくところで、まあ、もちろん鍵もかけとくだろうけどもじゃあ誰かが来たりとかねあ,<ー>あるいはあの小学校なんかの場合は、えー、前日は前日でねあの<あ>地域の人が使うとかう、ね、いろんなこう予定があるからかか当日にならないと場所を抑えられないよと。<ー> <laughs> いうようなあこともあったりするんで、まあでかつねあの不正があっちゃいけないともちろん、うん、なので当日朝、えー、集合してで、えー、箱を持って行ってというですね仕事があるんだそうですよ。あそういうだからいろんな人の手がこれかかってんだねというね。ですよね。ええー、あのー、票を開けるのだってねあれも一個一個ボランティアというかねう、えー、人たちがこうやってでそれをさらに各陣営からこう派遣した人たちが不正がちゃんとない かかかどうううってていいのをチェックしているとかねそうですよ、ね、<ー>私一度でいいからやってみたいなと思っているのが、うん、あの朝一番に行ってあの中何もないですよっていう確認をするっていうのをそういうの聞くじゃないですかそういう作業があるって。ねえガチ、ね、の人たちがそ,れそのためにこう朝一番乗りをで。並んで待ってるというかあのね。あ 一度でででいいいかからやってみたいなって思うんですよねどこかでまあね気になりますよね。なかなかその早起きっていうのはなこうそうは言ってもっていうのがね,ね,ねあったりしますがまあまあ本当いろんな人がねこうやって手をかけてやってるんだなというところでございますんで、うんまあ、あラジオパークもそうですけれども週末は選挙の日でもあるということであります。 あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この K 工事アップはリスターのあなた、コメンテーター、私、伊田慎吾アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご参加ください。えー、今週は日銀台湾、ウクライナ、長田町、激論満塁ホームラン、工事、ダブルコメンテーターウィーク。毎日お二人のコメンテーターの方が生登場。最終日の今朝は、元内閣官房参与で、元駐水市大使、現 TMI 総合法律事務所、 本田哲郎さんと前日本銀行政策委員会審議員で PWC コンサルティング合同会社チーフエコノミストの片岡豪志さんこの後すぐご登場ですまずは上田日銀スタートというところそしてアベノミクスの今後について掘り下げてまいりますで6時50分過ぎニュース七時またぎは足元の経済日銀の景気判断桜リポートさらには貿易収支も昨日発表となりましたそして そして、えー、NATO の事務総長キーウを訪問ゼレンスキー大統領と会談というニュースそして広島 G7 サミットまであと1ヶ月を切りましたえ教えてニュースキーワードはブーカ VUCA これ一体何なんだという話えそしてアメリカもベージュブックという、ねえー、地域の経済報告が出てきましたので、まあ、アメリカ経済世界経済についても掘り下げてまいりますメーールツイッターこちらです。 メールアドレスはコージーアットマーク四二ドットコムアルファベットすべて小文字で COZY でコージーですコージーアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグコージー1242ハッシュタグコージー1242です さあ、この時間からコメンテーターお二人ご登場です。最終日の今朝は、元内閣官房参与で、元駐水大使の本田悦郎さん、えー、そして全日本銀行政策委員会審議員の片岡剛志さんです。お二方、おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえもうね、えー、お二方、ともにいいアベノミクスをもう支えた お二人でございます、まあ、その,、ね、あの振り返りというところでメールも結構いろいろいただいていて、うん、でこちら、高田ファールさんという会社員54歳の方川崎市宮前区からいただきました道半ばのアベノミクス悔やまれるのはやはり2014年4月の消費税増税だと思うんですが、うん、お二人はその前年の8月に行われた内閣府主催の集中点検会合に参加されてますよねその時の雰囲気を振り返ることがあれば教えていただきたいですと。よく調べて よく知られてますね <laughs> もう2014年というと9年も前の話になるんです,ねですね。いや、うん、あの時にね、はい、あの法律上消費税増税法の不足に点検会合やるって書いてあったんですよあ<ー>であのその規定に従ってやったんですけど62ぐらい招待したんですね 1>,、えー、で1回1、えー、2 3人かな<ー>やったんですけどもほぼ7割8割予定通り増税しなさいということを言われましてね でもちろん片岡さんは延期さんはいいとで、私は1%ずつ刻み方を変えたらどうかと、3%は無理だと、耐えられないと言ったんですけど、最後の最後、安倍さんが決断されて、まあ、増税法で立法されてしまっている以上、難しいなということをおっしゃってね、もう周りの方も、本人じゃないですよ、周りの方も、もしかしたら当確運動が起こるんじゃないかとお、ちょっと不穏な動きがあるということを聞いてね。 はい、それで、え、内閣総理大臣でもそんなこと言われるんですかって、びっくりしたんですけど、そうしたら、あの開港録に生々しく書いておられるそうですよね、ちょ気に入らない政権は倒しにかかるっう、ね、そう、やっぱり総理大臣ですから、彼は国民の民意をね、代表してるはずだから、うん、やっぱり8%の増税は無理だと判断したら、みんなそう動かないとね、うん、意固地になって反対する人がいる。うん そういうでも考えてみたらね、まあある意味四面楚歌みたいな方々さん雰囲気だったんですね。まあそうですよね。ですからあのいや私自身あのホン先生にねあのからお電話をいただいてで私ちょうどあの夏休みで家族と一緒に旅行に行ったんです。そうだったんです。その時にあのいや転院八月にあるので出てくださいという話があってでそれでまあ急いで準備をさせていただいてお話をしたんですけどまあ当時はあれですよねその論点二つあってですねあの一つは 消費増税にアベノミクスが耐えられるかって話話、でうんうん、アベノミクス反対の人は押しなべて耐えられると言ったんですよね、だから当時、非常に景気がよく、ですね物価上昇率も1%台半ばまで来てましたから、まあ、これで大丈夫だと、えー、そういう話、それから増税しないと、まあ、国際的にその、えー、日本の財政の信任が崩れるので、だから、えー、そういうリスクがあるから増税した方がいいと。 いうことを言ったんですけどこのいずれも間違えていたっていうのがポイントなんだと思うんですよ。ですから、あのまあ、国際的信任が崩れるのかどうかっていうのは、これ、確率の問題で、はい、100%そうではないという,ふうなことは言えなかったわけで、ですから、あのまあ、私も100%そんなことが起こらないとはあの断言はできませんと。ただ 可能性は非常に低いですよってことを言ったんですよね。で,ねうん、で、現に、あの、安倍さんは、まあ、えー、2014年の4月の増税はやらざるを得なかったわけですが、うん、まあ、その後10、10%への増税っていうのは2回延期をしてるわけですよね。ししはい。だから延期をしても別に日本の財政は破綻しなかったわけですよ。そうです。だから、これは明らかなことになってるわけで、ですので、あの、まあ、今後の教訓ということで言えば、やっぱり、 えーまあ、物価2%を達成する途中の段階で、まあ、増税等の横やりを入れてはだめだったとっいうこと、それから、まあ、財政上の信任みたいな話っていうことは、結果的に起こらなかった。うん でそういう話は嘘ですよっていうのが、やっぱり今後の政策を考える上での教訓なんだと、私は思ってますねこのところね、いろんなメディアで、じゃあ、アベノミクス、まあ、黒田さんも黒田日銀総裁も,もう退任されたということもあって、この10年間を振り返るみたいな企画って結構やってますけども、なんか、あのー、どっちかっていうと、はい、なんか。<laughs> あいや、失敗だったぐらいの感じの、ええ、こうイメージで語られることが多いんですそうなんですよ、困ったもんですね、困ったの私はあの決して失敗ではないと、ただ、完成はしてませんと、未完成ですと、道半ばですというふうに申し上げているんですけどね、で今、片岡さんがおっしゃった、えー、その延期するときには、あのまあ、2回延期されたんですけどね、そのときには何かと一緒に抱き合わせで、えー、やらないと、あの政治家が動かないと。 で抱き合わせというのは何かというと、はいえー、衆議院総選挙なんですよ、解散総選挙なんですよ、えーはい、それを2回、二、まあ、回目はあの伊勢志摩サミットを使って、中国を中心にまく、えー、グローバル経済が少しおかしくなっている、返調をきたしていると。 で財政金融だけではなくて、財政も一緒に使おうということで、安倍さんがリーダーシップを発揮されて、はい、えまあ声明を出したんですよねで、それを使って参議院選挙やって、うん、それでやっと延期できた、んですそうしないと、本当に政治家っていうのは、財務省の影響下に非常に強い影響下に置かれてるというのがちょっと驚きでしたね、もう私も財務省出身なんですけど、うん。<laughs> いや、本当、選挙を得ないと、やはりいや。そうなんです、うんうん まあでも政策効果という意味においてはやはりまあ効果あったと私も思ってますしそれからアベノミクスっってやっぱり3本の矢なんですよね、ですから金融政策、財政政策、成長政策まあこの3つを通じてそのデフレ化にあった日本をまあ停滞からえ普通の経済になるように取り戻そうとまあそういう政策なので。ですから 金融政策だけ検証しても、はい、まあ意味がないし、それから、うんいや、なんでこんなのを10年もやってるんだと、うんえー、これはなぜ10年間を続けてもなかなか達成できないのかっていう理由をやっぱり考えないといけないんだと思うんですよね。ねうん、だからあのそのの時にその政策全否定ででではは私はまずいと思うんですねな 何が足りなかったかっていうと、結局、まあ、財政政策、成長政策の残りの2本の矢がなかなかうまく働かなかったわけですよね。であの、それっていうのは、まあ、政治的な抵抗とか、先ほどお話したその、えーまあ、増税の判断。 の間違いとか、うんはい、そういったものがやっぱり影響しているわけでそこの中で金融政策がずっと緩和を続けざるを得なくなってしまったっていうことですよねだから、まあ、そういう状況下にあってどういう政策を今後やっていけばいいのかっていうそういうことを考えないとあのよろしくないんじゃないかとうん、うん、ですから、まあ、先週も NHK スペシャルとかで、はい、あの日銀の話がありましたけれども、えー、やっぱり あそこの番組の、もうそもそもの立て付けとして、金融政策の検証になってるわけですが、アベノミクス自体、安倍政権のリーダーシップの下で、まあ、黒田前総裁も含めて、ですね私もそうですが、日銀の幹部で選ばれてで、政策を担ってきたわけで、やっぱりそういう経緯を踏まえないと、検証も何もあったもんじゃないなというふうに、私自身は思ってますよね。うんうんうん まあなんか金融政策が独立した形で、なんか他に作用を生み出さないみたいな風なあな検証のされ方でしたけど、本来は経済政策全体として。 あのじゃあこれこれ、今までの10年間の経済、日本経済ってどうだったんだろうね、うん、っていうのをやんなきゃいけない。検証してもらわないかんですね。んあの本来、あの財政、金融は車の両輪としてね、はい、有機的に結びつくものなんですよ、えー、結びついて運用すべきものなんですね、うんで、金融を今下げてますから、ぞあの財政を出動しても金利が上がってこない状況になる,あるんですね。ということは、財政出動すると、財政を出すと、それがそのまま、うん GDP にに反反映映ししてくる反映しやすい状況にあなんで、すねうでそういう意味では金融と財政を一体運用するのに非常にいいタイミングではあるんですけれども、財務省は、まあ、財務省だけに限らないと思うんですけども、はい、保守派というか、頭の固い政治家の方は、財政を出すのを嫌がるんですよ、<laughs> う<ん>もう今、危機的状況にあること、破綻一歩手前だと、はい、これ以上出せないというふうに、勝手に論理を作り上げちゃうんですよね。はいはい もうこん、ねえー、なこですよ。<laughs> コロナ前からそう言ってましたけど。<う>コロナ対策って考えてみたら結構財政出しましたよね。ね出しました。でもね、ねコロナ対策っていうのは有事なんですよ。えー、でね、えー、コロナ対策自身をね、見て。ばらまきだと。まあ、矢野前時間がね。ある、はい、月刊誌に書きましたけど。はい、それを見てね、某。えー 大物時間が同じようなことを書きましたけどあ,<ー>あれは必要なんですよばらまくのが、うん、ばらまきと言われようが、うん、何と言われようが異常事態ですから、うんえー、安倍とアベノミクスを同一視しないでほしいと思いますね。えーえー でまあ本当、現役世代からすると、あるいはあの当時、学生でそこからこう社会に出た人たちからすると、いや、結構雇用良かったよねと、大学出た後選ぶことができて、会社に入ることができたよねって人も多かったし、そこの部分のなんかメリットみたいなのがあまり語られないですよね、そうですね、まあ、特にやっぱり恩恵を受けてる方って、若い人が多いと思うんですよね。で、あの今、足元のやっぱり雇用状況を見ていますと、ちょうどそのデフレが始まる直前、 えー、1998年あたりの、えー、就業率60%超だったんですけどそこに戻ってきてるんですよ、就業率というのはこれは15歳以上人口の中で働ける方、就業者の割合なんですが、うん、これがその、えー、人口が減少して、えーまあえー、15歳以上の労働力人口が減る中においても、えー、例えば1998年から2012年あたりまでというのは、うん、ずっと減り続けてたんですよね。 本当は働く人が減るんだから、その分、あの、椅子が開くから、みんな仕事につけるはずじゃないっていうところが、より経済が。 そうですだからでおっしゃるように、本当は、えー、人が減ってるんだから、あの自,然的に自然に、経済状況あまり関係なく、働ける人が増えるであろうと思われたところが、うんうん、働ける人の割合そのものも減ってしまったというのが、これがデフレの怖いところなんですよね、そ,ででそれを10年かけて、ようやくデフレになる前の状況に戻した。はい っていうのがうこれが雇用の動きなんですよね。それだけ遅いというか、えー、まあそれだけやっぱり時間がかかる。うんうん ほどあのその前の10年間の停滞っていうのは大きかったわけですよ、だからリーマンショックもあり、そこの中で80円を割るような円高にもなり、はい、それから、まあ、今では想像もつきませんが、1万円を切るような日経平均にもなり、で日本企業60区、何十区みたいな話が言われて、うでもうこれ、大丈夫なのかと、あの雇用も含めて非常に先が暗い状況だったわけですよね。でちょうど私自身その90年代半ばの その5%の失業率になる直前のあたりで就職してたんですけど、はい、やっぱり非常にひどかったですよね、えー、あの就職できずに大学にこう行ってそこでなんか2年ぐらいちょっと待とうみたいなうそういう人も結構いましたよねだから、やっぱりそういう状況には今はなくてでむしろ若い人の能力や資質そういったものが企業においても非常に、えー、求められてるし。 あの必要とされているような時代になって、それはやっぱりこう人口の動態みたいな、少子高齢化みたいな影響ももちろんありますが、一方でやっぱり景気がそれなりに良くないと、そういう状況にはならんですよね。うんということが、アベノミクスをまいたでやっぱり実感されることなんじゃないかと、そう思います。 10年前というとね、アドベンブス始まった頃、はい、私も大学で教えたんですけども<ー>あの、やっぱり就職の氷河期というか、なかなか内定できなくてね、<え>内定率60%とか50%とか、かなり悲惨な状況だったんですよね、で結局、就職できない人は、やっぱり手に職がつかないんですよね、10年経っても20年経っても、やっぱり非正規という人が多いんですよ。 ですよね、うん、でもアベノミクスが始まって、また雇用が増えてきたんですよね、うん、その時にあに一度、労働市場から出ていって、はい、もう食探しを諦めた人が、また戻ってきてるんですよね、ですから人口動態から言うと、生産可能年齢人口が減ってるんです、だけど、就業者数が増えてるんです、なぜかというと、戻ってきてるんですよ、うん、もうかなりもう限界に来てると思いますけども、これから人手不足経済に入っていくと思いますけども。うん、だからやっぱアベ ノミクスの効果というのは非常に大きかった少なくとも若い人に夢を与えたとういうことだと思いますね番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田康二の OK 康二アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは絶賛発売中詳しくはイベントホームページまでここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと評論家の金美玲さんに登場いただき台湾をめぐる安全保障をテーマに掘り下げていきます 週末もぜひチェックしてください。 スタジオ長官各市が入ってまいりましたまあ、一面バラバラという中で、えー、朝日とそれから東京新聞学術会議についてであります、えー、朝日新聞学術会議法案提出見送り首相を丁寧な議論指示、えー、国から分離含め協議へということでまあ、会員の選び方などを見直す学術会議法の改正案について、えー、今国会の提出を見送ることを決めたとまあ、第三者機関を作ってそこで、えー、人選を考えましょうよというのが法案の趣旨だったはずなんです まあそれもお政府の恣意的な介入がというようなことでね反対ということはもうすでに学術会議側は声明などを出してましたけれどもだったら税金入れるのも筋が通らなくなるんじゃないかっていう気もするんですかね。まあ,あという話<か>それ本来、民間団体にすべきですね。これそそのののねアメリカとかまあ諸外国の中では 術会議的なものって民間というかね、うん、う学者さんたちの集まりだよっていうところも結構あるんですよね、ええええ、ロシアなんかは国営かもしれませんけどねなるほど,なるほど <laughs> 大体原則民間です <laughs>、うんえー、それからスーダン退避産経新聞一面初の法人陸上輸送検討、えー、自衛隊先遣隊を派遣と輸送機を州内にジブチへということでありますが、うんえー、首都ハルツームのあたり相当これ緊迫をしていて。うんえー 正規軍と、それから、即応部隊、即応支援部隊というところが、まあ、かなり激しく衝突をしているということであります。うんまあ、これも安全確保しながらやんなきゃならないですもんね。非常に、ね、困難な任務というか、う大変だなというふうに思いますけどね。あの本当に、まあ、法人の方含めて、はい、安全安心というかです、ね、そういった状態でしっかり あの任務を貫通していただければいいなと思ってますけど、まああのドイツなどは独自のねそのドイツの救出オペレーションをやろうとしたけれどもちょっと待つということになってるですね。そうそういうことですね。日本でももうぶん以前から法人救出をどうするかと、まあ古典的な例はイランイラク戦争の時のテイランからの救出ですね。結局あの日本の空航空会社も自衛隊も出られ ないというこで、うん、なんと救ってくれたのはトルコ航空ですね、はい。そうでしたよね。<で>あ<の>まあ一応法律改正はあったんですけども、紛争地帯には飛行機は出せないという状況、うん、条文があるので結局役に立たない。 うんまあ、本当、そういう政治う、ね、不安な地域に赴任される在学交官の方々は、うん、とりあえず、まずフランスの人たちと仲良くしておくんだとか <laughs> そうするとあの特殊部隊とか出してくれるかもしれないとかね、うん、まあそういうこう他の国とになんとか頼らなきゃならないっていうのは本来はじぐじたるものありますよね。うん やっぱり本田さんもねいろんなところ赴任されてましたけど、えー、そういういところ気にされてました、えー、気にしてますね、もし何かあったときにどういうオペレーションができるのかとあ<ー>、まあ、つい最近ではアフガニスタンカブールから、ねね、救出するオペレーションがありましたけどもあれ、も紛争自体には自衛隊機は出せないっていうので<ー>じっっとパキスタンででで待ってたんすすよそうですよねここが気になるプラスでありました。 あなたと一緒にニュースを考える日本放送飯田浩二の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は元内閣官房参与で元駐水衆大使本田悦郎さんと、えー、前日銀審議員の片岡剛志さんですお二方引き続きよろししくお願いします、はい、よろしくお願いします まずは株と為替の値動きをお伝えしておきます現地20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて110ドル39セント安い3万3786ドル62セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は97.67ポイント下がって1万2 0飛び五十59.56でした一方円相場は1ドル134円20銭付近で取引されております えー、言われているのはテスラのさえない決算だとか弱い経済指標が重もしとなったということだそうですけれども片岡さん、まあはい、ここのところなんか小動きが続いているようにも見えたんですがああ、ね、全体的な基調としてはそのアメリカの場合は利上げの中で新しくです、ね、事業を起こすような企業、はいえー、そういったところの株価を中心に、まあえー、ハイテク株とかそれに類するところあとと、まあ、最近ですと え銀行とか、ですね、はい、そういったところも例予報するみたいなニュースが出てきて、<ー>でそこら辺も、まあ、状況が徐々に悪化してきていると、うん、全体としてやっぱりこう下がるトレンドの中にあるのかなっていう印象ですかね、はい、さあ、そんな中、日本の経済について、こちらのニュースです。<laughs> 日銀のの景気判断全ての地域で前向きな表現に 日銀日本銀行は昨日発表した地域経済報告の中で全国9つの地域のうち7つの地域で景気判断を据え置きました一方前回横ばいで推移とした東海の景気判断を引き上げたことで全ての地域で持ち直しているや緩やかに持ち直しているといった前向きな表現となっています えー、桜リポートという名前でも呼ばれるものなんですが、うん、この地域経済報告中圧はこ日銀の中でも重要な,なそうですね。あのまあえー、っと流れとしてはですね、来週決定会合が、はいえー、ありますよね。金融政策決定会合、はい、で、あの決定会合の前のタイミングで、はい、その地域の経済動向どうなのかっていう話をえー、えー、まあ各支店長方からですね、うん、あの話を聞いて。 でまあ、そことその全体のマクロ経済、はい、え各国経済の動向を見ながら自分で政策をどうしたらいいかっていうのをまあ考えていく、まあ、そういった一環でもあると思いますね。はい、でやっぱりニュースとしてはその、はい えーまあ、全体的にこう持ち直しの動きが進んでいると、うん、で特にまあ東海地域が先行しているということなんですけど、ど、はい、あこれはよくあのいつものパターンでもあるんですが、うん、やっぱり、まあえー、自動車産業中心である東海地域というのが、全体の景気を引っ張っているという流れですよね。うん、それから、まあえー、最近のの動きで言えば半導体のその えーまあ、在庫というか、ですね、はいうん、供給みたいなものが、えー、進んでいるので、まあ、そのことによって製造業を中心に、業況が改善してきてきると<ー>でその流れの中で、全体としてこう、えーまあ、各地域ともですね景況感がよくなってきていると、うん、そういうことなんだと思いますねねまあね本当、半導体が足らないから物が作れないとかね、<laughs> それこそ家電とかも、はい、なかなか店頭に並ばないのは、その影響があるなんて話ありましたもん、ねうんまあ、あともう一つは、インバウンドの海外からの。はいで あのまあ、現状ですね、なかなかその中国からの観光客の方っていうのは戻っていないんですけれども、うん、ただ、金額ベースでいきますと、えー、2019年対比で大体6割、7割ぐらいまで戻ってきていて、ですねかなり、まあ、2019年の、えー、状況を超えて、えー、観光消費、観光客数が拡大するのも時間の問題かなと。 ですから、あの,あの桜レポートでも書かれてるんですけど、そういうその外国人の方の流入という需要に対して、供給作ドがなかなか追いついていないと、うまあ、そういう状況なので、ちょっとこう、えー、思ったほどあの生産ができないんじゃないかみたいな、ですねうそういう懸念っていうのはあると思いいますすねさんかかがですか、はい、あの今、円安傾向が続いていると思うんですけども、はい、この傾向が定着してくれればですね、うん あのアベノミクスが始まる前に、うんえー、日本の産業が空洞化して、まあ、例えば典型的には半導体ですけども海外に製造拠点を移してしまったと、はい、そういう企業が徐々にあの戻ってくるだろうと、うんまあ、もうすでに一部あの熊本なんかに、ね、TSMC が戻ってきてますけども、はい、ただもともと日本は半導体自身は海外に出しちゃいましたけど、はい、半導体を作る機械半導体製造機械についてはオランダとあ日本とアメリカと。 この3大メーカーは健全でありますので、はいまあ、いずれ日本はまたあの半導体王国に戻ってほしいなという気がしますですねでおっしゃるようにうえ相当インバウンドは戻ってきておりまして私もあるホテルの経営にタッチしてるんですけどもかなりコロナ前のはいお 占有率というかあのあの部屋のですね戻ってきてますねまあだいたい七割は六割七割以上で特にあの国際的なホテルだとだいたい外国人と日本人六対四の割合が多いんですけどもあのそれも外国人が外国人そういうホテルもあるんですよまあちょっと特殊なホテルかもしれませんけどあのそこの経営にもタッチしてるんですけどまあそこまで言えばどこのホテルかすぐ分かっちゃいますけどだいたい同じような比率ただしもう 圧倒的にヨーロッパ人が多いですね。うん、中国はまだ少ないなですね。まだ完全には戻ってない。あの当社でもですね。はい。あの円安を利用してですね。えーえー、あの、えー、海外のそのフランチャイジーな会社。 方々がですね日本にやってきてイベントをやるみたいな、そういうことってすごい増えてるんですよ、最近ちょっと聞いた話で面白かったのが、そういう方って団体で来るんですよね、だから団体扱いで、1つのホテルでみんなで泊まりたいと、だけど、そういう形でホテル泊まると、ですね個別にホテル取るよりも、2倍ぐらい、賃料っていうか、 ホテル代が高いっていう、えなんか現代<で>、ね、だと、団体のお客さんの方が割安だっていうのはあるじゃないですか、の<あの> <laughs> 逆に高くなっちゃってて、部屋が抑えられないからってことなんですか、うんはい、そうなんです、で、あのあ<ー>占有されると、そうするとその他のお客さん、入ってこれないと、はい、だからそういう意味でリスクがあるので、チャージを高くするみたいな。 だから逆に言うと、それぐらい需要がこう盛り上がってきてるんですよね、ですから、アベノミクスの時にちょっと言い忘れた部分あるんですが。はい、その えー、あ人の頭数、ないしは資本の量みたいなところでいうと、うんうん、完全にその需給のキャパシティっていう意味では、これ、需要超過になってきてるんですよね、はい、だから今後、日本が成長するためには、そこの中で生産性をどう上げていくのか、価格が上がる中で、より良いサービス、うんえー、ものをどう提供するか、うん、そこを、まあ、やっぱりわれわれ問われてるし、企業も問われてると。 いやね、これでも覚醒の感というかそ,うそれこそね、はい、アメノミクスでこう一生懸命頑張ろうとした時ってとにかく需要が足らないんだよっていう話がありましたよね、えー、日本国内はとあの今片岡さん大変大事なことをおっしゃったんですけども、うん、よく第1の矢はよく飛んだと、はい、2> 第2の矢はあ,の、うん、あまり放たれていないと第3の矢は全くやってないと。うん よく批判されたんですけども、基本的な考え方としては、えー、やはりあの需要が相当盛り上がってこないと、第三、えーえー、の矢だけ飛ばせないんですよ、うんうん、さあ,あ、そして足元の経済、これからというところ、お話をいただいておりますが、そのおアベノミクスの と当時、第一のや金融政策、よく飛んだ、第二のや財政政策はまあ,ある程度飛んだ、第三のや成長戦略はさほど飛んでいないじゃないかと、あの当時、うん、本田さん、批判されたという話がありました。 はい、やっぱりあの1回目の消費税増税、5から8%へ、はいえー、それからあの2回目の消費税増税、2019年10月の8%から10%へ、ただし軽減税率がついてますけども、うん、この2回のショックは非常に大きかった、われわれの予想をはるかに超えるショックが大きかった、特に2回目の消費税増税なんですね、1>, はい、1回目はすごい影響出るだろうと、もう覚悟の上でやったんですけど、えー、2>, 2回目は安倍さんもいろいろ工夫されて、全世代が。 社会保障政策をやると、はい、だから増税するけどもお返しをするということで組んだんですけどもやはり増税をされて所得が奪われると、まあ、奪われるというのは言い方が変かもしれませんがその中で所得が減っていくということの効果が非常に大きかったと。はい でその後まあ2019年の第4四半期ですね、10、12月期、はい、マイナスになりました、そこからずっとコロナが続いて、そうでね、結局、増税なのかコロナなのか、原因がはっきりしなくなったまま、ずっと低調が3年間続いたんですね。 消費者、それから企業の経営者のマインドが安定して、将来に対する明るい展望が開けるまでは、増税はやめてほしい、特に消費税増税はやめてほしいというふうに思います、ねあのまあ、日銀なり、あるいは内閣府なりが計算している需給ギャップというやつ。需要 東京級供給のバランスで見ると、まだまだマイナスが続いている、はい、ということがありますよね、やっぱりそうなると、需要がないと、どんな政策っても、なかなか難しいですか、うん、難しいですね、うん、あのやはり第三の矢というのは、基本的には規制緩和をする、はい、そして競争を喚起する、それからまあ政府が基礎研究等々、政府のやるべき非常に公共的な事業を投資をすると、はい、それによって競争を喚起する。まあ、とにかく 競争を喚起しないと第三の矢って飛ばないんですよ、ね、んところは需要がないと競争が起こらないんですよね需要がない中で競争しようとすると<そう> <laughs> じゃあやっぱり価格を下げようっていう風になっちゃうわけですねそうそうそうですから価格が上がる中でどう企業が工夫するかどういう風にその価格上昇をお客さんに納得してもらうかという形で工夫が生まれるっていうことなんだと思うんですよねですからああのまあ、そのためにはもちろん政府の政策も大事なんですけど あの企業がやっぱりこう自分たちでなんとかこの環境を生き残っていくんだっていう主体的な動きっていうか努力みたいなのも合わせて必要になっていくんです。 <で>うん、これまではまあ景気が全然あったまっていない、物価がその上下しない中で、経済が価格によって動くということが起こっていなかったので、ですから、政府頼み、まあ、周りを見て、同業他社を見て、同じようなことをやっていればよかったわけですけれども、だんだんインフレの時代に仮になっていくとすれば、うん、やっぱりここは競争を働かせて、自社が他社と違うことをやっていく。 っていう努力をしないと、持たなくなってくると思うんですよね。値段以外で付加価値をしてるという、はい。で、そ,ういうそれ、それがまさに生産性を上げる。 っていう話に繋がるんだと思うんですねこれその意味では本田さんこれこっから先日本はチャンスなのかもしれないいやチャンスだと思いますね、うん、日本はそういう意味では昔からの風習伝統がずっと続いているっていうのが多いんですよね、うん、例えば正規職員と非正規職員の区別、うん、世界中はこういうのはやってないですよね、うん、例えば私も世界銀行という国際管に3年間、はい、3> 欧州復興開発銀行に3年間いましたけど基本的には パーマネントアポイントメントっていうかう不定期で雇うとうそれからフィックスタームーあの例えば3年契約5年契約で雇うという2種類しかないんですよね。ところが日本では 待遇がもう全然違うんですね、社会保険の手当もですね、ですから、あまりにも同じ労働をしているにもかかわらず、正規と非正規で違いすぎる、そういうことが非生産性を生んでしまうと、まあ、逆に言えば、ですね本当は非,生産あ非正職員の方がいつクビになるかわからないんですから、うん、高い賃金を払わないといけない場合によってはね、はい、でも日本はそういうことが起こらない。 でベースアップは基本的には正規職員だけということがあります、特に私が気にしているのはてあの、定年制ですね、はい、これあの、アメリカでは州によりますけれども、うん、定年制というのは、年齢による不当な差別であるということで、違憲、はい、判決が出てる州が多いんですよ。憲法違反になる確かに、定年制が必要な職業はあります、だ警察官とか消防士さんとか、えー、これはもう70、80の方が、うん、火を消しに行くっていうのはもう無理ですから。 だけど普通の仕事は例えば我々の国家公務員のような仕事は別に丁寧になったって超えたって普通にできるんですよね、うん、まあもちろん若い人に手伝ってもらわないといけないことが多いと思いますけどもそういうことを一切抜きにしてクビになってしまうとそれは日本の生産性を損なうものだと思いますもったいないなおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです NATO の事務総長がキーウを訪問ゼレンスキー大統領と会談 NATO 北大西洋条約機構のストルテンベルグ事務総長は20日ウクライナの首都キーウを予告なしで訪問しゼレンスキー大統領と会談しました NATO 事務総長のウクライナ訪問はロシアによる侵略が始まった後初めてであります えー、ここから先春にも公正化というようなことが伝えられる中そして、この訪問ルートというのが結構、この間の岸田さんのルートと似ているぞというような指摘もありますが、うんうん、加藤さん、どう思いますか。 そうですね<ー>まあこれ自体、ロシア側も攻勢を強めていきますので、はい、まあそれに対抗してとていうことだと思うんですよね。ですから、まあ、やっぱりウクライナの立場からするとそのここは徹底抗戦しないとというところもあるので、まあ、そのためには各国の支援が必要であるという話でう、まあ、あの先行きとしては,やはりこう長期化の流れが、まあ、どんどん進むのかなと、まあ、そういうい印象を持ってますけどね、はい、本田さん、いかがですか、はいあの 客観情勢の予想としては多分長期化してしまうんだろうと大変悲しいですが思うんですけれどもあのかたやあのじゃあどうすればいいんだろうかと時々私も考えるんですけどもあのやはりプーチンの認識と NATO の認識がずれてるんですね。プーチンのの認識ははウクライナは旧ソ連の一部であるとつまり スラブ人の一部であるということで、庭先なんですねで、その庭先が西側に行ってしまう、NATO、EU に入ってしまう、はい、これはプーチンにとっては耐えられないところがあるんですね、だからといって、今の構成状態を凍結できるかというと、とてもできない、2014年に、まあ、クリミア半島を取られました、はい、それからドネツク地域、ドンバス地域を、えー、ひ東側ですね、工業地帯を取られました。はい、少なくとも えー、そこの2014年の段階までロシアが後退してもらわないと話にならないですね、はい、後退したからといって <laughs> それで休戦になるかどうか分かりませんけれども、はい、やはりウクライナの情勢を見ると、本当に人の命がね、うあのいとも簡単に奪われてしまうというのは、本当に見るに絶えない。はい ただ G7 これから日本が民主主義の肌頭として議長国として。 リードするわけですけれども、そこは西側としてウクライナを一致団結して支援すると、日本を殺傷能力のないものでもって、ウクライナを強力に支援するということは間違いないと思うんですけれども、その落ち着き先は一体どこなんだろうかというところは非常に気になって、本当はロシアの国境にそういう紛争地帯っていっぱいあるんですよね、周辺に。ローズンンコフリクト という凍結された紛争地帯というのがいっぱいありまして、うんはい、で。まあここここも一種そういう状況なんですよね。うん、ですから、あのそういう歴史とそれから、はい。 まああの近うん、最近の話ですね、それ時代の話、うんうん、それから本来の民族の歴史の長い歴史の話、みんなずれてるので、非常に難しい、でまあ、近代国際法はそれとは関係なく、これはこうだというふうに断定してますので、はい、その矛盾を解決するというのは、非常に難しいですよね。うんうんまあ、西側の、ね、いろんなこう支援の中で、あのーうん 昨日の夜から今日にかけてで速報が入ってきたのがアメリカを含むウクライナ支援国の大量輸出ほぼ全面禁止検討という、うん、まあこれブルンバーグなどが伝えているようですけれどの経済制裁がどこまで効いていくのかというのはいろいろ片方さん議論あるようです、ね、そうでですすねねそ、まあ、これ自体はある意味こう、まあ、世界貿易もそうですけれども、はい、あの核となっているのはやっぱり中国ですよね。だからあの抜け道がある状況なので もちろんそのこうした金融措置というのが効果が全くないわけではないと思うんですけれども、うん、ただあの、ロシアにダメージを負わせるほどのじゃあ影響があるのかと言われれば、まあ、これまでの,その経済制裁の流れからも明らかな通りですね、うん、やっぱり抜け道があれば、なかなか効果は出てこないと。 そういういところもあると、思いますあとあのロシア経済自体があまりです、ね、こう景気が悪くなる、経済状況が悪くなるからといって、はい、じゃあ、今回の戦争を止めるような、うんえー、抑止力になりえるかというと、それはならないんじゃないかということもあると思うんですよね。<ー>ですからあの、やっぱりそこら辺の両面を考えて、えー、やる対策を考える必要はあると思いますね。<ー>はい 本田さん、確かに、その、旧ソ連が崩壊した後の経済の混乱というものを、こう乗り越えてきた人たちからすると。いや、何でもないんだ、今のは、というような指摘もあるようですね。えー、そうですね。あの、金融は、あの、じわじわ効いてくると思います。えー、だけれども、それだけで、何か決定的な要素になるかというと、そうでもない。つまり、中国とか <laughs>、インドとか、あるいはグローバルサウスとか、うそういうところで、はい。 中国あ,のあるいはそのロシアに頼っている国がたくさんあるんですね、うんえー、でそうなると、いずれ、まあ、どっかで決着つくんでしょうけども、も何があ決着をつく要因になるのかと、うん、私は人だと思うんですね。うん、つまり あその軍隊もの、これまでは周辺部分の少数民族が行ってたんですね、うん、ウクライナに。はい、ところがだんだん白人のロシア人、うん、モスクワとか、うん、サンクトペテルスブルクのロシア人が動員法がかかってくると、はい、そうするとだんだん反プーチン運動が起こってくる。うん、でさらに えー、ロシアの国をすでにもう脱出している若い人がものすごく多いんですね、うそうすると将来、やっぱり労働力が圧倒的に足りなくなってくるんですね、うそうするとあ、ロシアの産業規模を維持することはできなくなると思いますね、はい、ですからもう中国のジュニアパートナー、ー中国の子分というふうになるしかないと思いますね、国防大臣が行ったときに、プーチンさんがね、もう頭下げて会いに行くみたいな、えーえー、昔だったら考えられないですよね。う もうすでにそれが起こりつつあると。そんな中ですけれども広島ではサミットが行われるということでありますすこちらのニュースです広島での G7 サミットまであと4週間。 岸田総理大臣の選挙演説会場に爆発物が投げ込まれた事件を受けて、うん、G7 サミット先進7カ国首脳会議の開催を4週間後の金曜来月19日に控えた広島市でも緊張が高まっているということです会場に一般人を入れない国際会議の警備は選挙活動とは異なる点が多いということですがサミットでは各国首脳らが広範囲に移動することも予想され沿道での警備が課題となってまいります総理襲撃事件も踏まえて警察と 当局は警戒態勢を強化する方針です。ということで、まあ、サミットの場合は、まあ、一般の人とはこう隔離するような環境だから、うん、警備的には違うんだという向きもありますが、うん、そうは言ってもやっぱああいう事件が起こると心配になりますすよねねそうです、ねまあ、2度あることは3度あるんじゃないかとうまあそういうやっぱりこう心配という話と、うん、それから、あのまあ 安倍さんが襲撃された事件に関連して言えば、はい、やっぱりそういう経験を踏まえて、そのどこまで警備体制を拡充するなり、そのまあ、より良いものにしていくのかということが、どこまで考えられて、 私は個人的にちょっと疑問なんですよねですから、ある意味、まあえー、選挙運動の場合ですと近い人が近いところで不特定多数の方いっぱいいらっしゃるとだ,だけれども、まあ、ああいうその爆発物を投げ込まれた時点でもうすでにアウトだっていう認識をやっぱり。 持たないといけないわけですよね。だからそうするとそういうことが投げ込まれないような形でどうやってその演説活動をするのかとか、やっぱりそういうことを少し考える必要は私は出てきてるのかなっていうふうには思いますね。あ、はい最後ですか。あの安倍総理襲撃の件については本当に信じられないぐらい警備が甘かったですね。うもうあの動画を見てもわかるように SP が警護官がみんな、はい 前向いてるんですね。で、あの山上容疑者が後ろにいるんですよ。はい、なんで尾行しないの、後ろ向かないの。うん、そういう本当はみんなあちこち、すべての目を分散させないといけないんですね。うん、そういうことが十分訓練されてなかった。これは奈良県警の落ち度が非常に大きいと。 思いますね、うん、で今回のあの和歌山の岸田総理の襲撃事件ですけど、はい、実は私、あの辺の出身でありまして、お<ー> <laughs> あの雑賀崎という非常に風光明媚な漁村なんですけど、その隣には和歌ノ浦という非常に風光明媚な、<ー>万葉集にうたわれた綺麗なところがあるんですね。うん、でででそこあ、えー、ああいう襲撃事件があったんですけども あのやはり選挙とそれからこういうい国際会議では状況が違うと思うんですがいくら選挙で政治家が有権者に寄っていくと違うっていかないと。 選挙にならないということがあってもです、ねはい、やはりある程度手荷物検査はしないといけないと思いますねですから今回もあの一応屋根があって、はい、であの一応囲えるんですよね、えー、その中に入るときに手荷物検査ぐらいはやらないとであの人口の簡易爆弾のようなものは手荷物検査ですぐ分かりますから内部もでそれが相当の実は殺傷能力があったんですよね。だからこれをととししてて教訓十分に

ブーカとはアルファベットで VUCA と書くのですが変動性、不確実性、複雑性、曖昧性この4つの英単語の頭文字を取った造語でありまして将来の予測が困難な状況を表す言葉です新型コロナウイルスの流行やウクライナ戦争など現在はあらゆる環境が激しく変化しブーカの時代と言われていますブーカ えーと、うん、おういうこの言葉、まあ、最近注目だそうですけれどもね、そうですね、あのやっぱり、まあえー、先ほどあの、飯田さんからもお話があったように、大きく変動、そして先行き不確実、うん、で、はい、複雑な状況、うん、で、えー、なおかつ、ですねこう、まあ、状況として曖昧な。 こういう中で企業経営としてどういうことをやっていくのかというのは、はい、やっぱり、まあえー、過去これまでになくです、ね、その非常に重要な局面になってきているように思うんですね。<ー>であの、私自身、ですねあの、まあ、ここからちょっと宣伝なんですが、<ー>あの5月の23日、えー、のですね、はいえー、ここからちょっと今、1か月 ちょうど1ヶ月後ぐらいですよね、はいはい、あの23日火曜日で平日なんですけれども、はい、あのこちらでその日系の電子版のオンラインセミナーというものを、ね、<ー> PWC の会社とそれから日系の協賛という形で午後の1時から5時半まで。うんうん えー、行わせていいただこうというと形でおりますプログラム、ですね非常に充実していましてあの、まずマクロ経済に関しては、ですね、はい、あの日銀前副総裁の、えええー、若手雅純さんの基調<ー>講演というのがありまして、えー、であのこのマクロ経済の視点から、まあ、企業経営とかどういうポイントを見たらいいのかと、当然あの、ビジネスをしているわけですから、お金の流れをしっかり。はい 把握すする必要はありますよねそれから、まあ、今後の政策とかそういったところどういったポイントを見ていく必要があるのか、はい、まあこういう話についてお話をいただいた上でですねな専門家が えー、いろんな形で統合地というふうに言ってるんですけれどもあの、現代やっぱり抱えてる問題っていうのは、例えば環境問題、典型的だと思うんですけれどもその、えー、環境問題の専門家の方っていうのは、これ、環境問題、いろんな側面ありますよね、例えば経済的な側面もあるし、はいえー、もしくは、 えなんですかね人の健康とかえ生物多様性みたいなそういう観点でも環境問題を語ることができると思うんですけれどもこの文系と理系の狭間みたいな境界っていうのは非常にやっぱり今大きな問題になっていると思うんですね。こういう状況のときにはやはりそのえ一つの専門分野で解が得られないので各専門家がいろんな形で集まってみんなで知恵を持ち寄るっていうことが大事だと思うんですね。それをあの まあ我々ではピあの統合値というふうに言ってるんですけどもまあこの統合値って というものを実際セミナーでいろんな形でやっていこうというふうに考えています。はい、ですからまあ若田部さんの話もありますし、それから、はいえー、例えばですね、まあ AI とかロボットみたいな話て言えば志摩光大のロボットの先生、が、えー、そうですね。あとあの金でた先生というあのカーネギーメロン大学にいらっしゃるロボット工学の権威の方もですね、えー、議論に参加していただいたりとかですね。私もあの、えー、サステナビリティそれから環境みたいな話について、はい、経済の観点から お話をさせていただく予定なんですけれども、どあとまあ、あのアイドルの方を呼んだりとかしてですね。<laughs> いろんな側面から、まあ、いろんな側面から多面的に。<laughs> あのまあどういうものが大事なのかというのをお話しますのでぜひご参加いただければと思います。はい、いやタイミング的にもサミットの直後というところですので、はい、向こうねこの先を見渡すには非常にいい参考になると思います。あの番組のね、えー、ツイッターからもリンク貼ってますのでぜひこちらもご覧いただければと思います。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスケープアップ。アメリカの経済金融現状と展望を考える。 アメリカの中央銀行にあたります FRB= 連邦準備制度理事会は先月銀行の破綻が相次いで以降初めてとなる経済報告を公表しました全体の経済活動はここ数週間ほとんど変化がないとした上えで銀行による消費者や企業への融資額はおおむね減少したと指摘していますこの時間はアメリカの経済金融の現状それからこの先の展望について考えてまいります えー、この経済報告、ベージュブックというふうに呼ばれるそうですけれども、うん、まあこのね、あのシリコンバレーバンクだとか、はい、いろんな銀行の不安みたいなものが言われてますけど、はい、現状、どう考えたらいいですかそうですねあの、まあえー、実体経済としては、あまりこう、まああの、シリコンバレーバンクの破綻以降ですね、はい、あんまり大きな変化はないというのは、その通りだと思うんですけれども、うん、ただ、まあ、利上げの影響というのが、これが実体経済だけではなくて、金融システム。 まあこういったところにもやはり影響を与えてきてるんだっていうことを改めて知らせる結果にはなってますよね。ですから FRB の変数というかですね考える要素ということで、はい、物価、実体経済に加えて金融システムまあこの3つを考えながら金融政策どうやって運営していくのかっていうことが、まあ、今後の課題になっているっていうことですよね。私自身は 確かにです、ね、表向き、あんまり変化はないんだけれども、例えば、えー、雇用状況を示すいくつかの統計、はい、それからまあ雇用マインドみたいなものっていうのは、これはかなり大きな変化が出てきていると思っています、それから、えー、企業の貸し出し態度とか、まあ、そうしたところも典型的ですけれども、はい、あのこれは、えー、過去の不況期 えと同じぐらいの度合いの悪化を今、すでに示しているので、ですから、あのまあ、いろいろな統計資料を見ていくと、まあ、景気後退、リセッションというのが、えー、に入るのは時間の問題で、いつ、えー、入るのか、まあ、そこの部分を見極めながら、まあ、FRB は金融政策をしているんだろうなと。 まあそういうい感想を持ってますね、はい、この各要素ですけれども雇用についてっていうのは、まあ、失業率なんか見てるとかなりいい数字のようにも見えるんですが、うんですね、失業率はまだ動いていないんですけれども、はい、例えば求人みたいなところっていうのは えー、これもまだかなりいいんですが、うん、あのものすごいいい状況からちょっと悪化してきていると、うん、それから、えー、雇用態度指数みたいなところも、はい、少し悪化が始まってきていますのでだからこうしたところは、えー、おそらく遠からずその雇用環境の、えー、悪化という形にはつながると思うんですねで、うん、逆にそれがないと物価が下がらないという状況になるんですよ。はい、で今アメリカの物価自体あの、まあ、代別に見ていきますと例えば 物、えー、とか、えー、そういった、まあ、原油価格とかエネルギーとかですねそういったもの、うん、それからそういったものを除いた財についてはこれだんだん下がってきてるんですけれどもただサービス価格は全然下がらないでむしろサービス価格が下がるところが上がっていて、はい、であのこれはなぜそうなっているかというと雇用環境の改善と賃金がいいからと、うん、そういう話になってるわけですよねだからこれを金融政策で、えー、ちょっとこう景気を冷やすことを通じて、はいえー、物価を下げていこうということを今やってるんです。 ですが、まあ、この状況っていうのがまだ全然先行きは見えないという話でうまあ雇用環境はもっとやっぱり失業率が4%台とか上がってくるような状況にならないと、はい、まあ物価が下落していくという道のりを描くのは難しいかなという印象ですね、でその中で金利を上げれば当然、住宅市場とかそういったところに影響が出ますよね、今、ローン組みづらくなったりとかうそういう話が出てきます。で あのそういう意味で言うとあの例えばアメリカの金融機関は住宅担保証券とかですねそういうものを非常に多く持っていて、はい、で利上げによりそこの部分というのが含み損を、えー、多数抱えているという。 まあそういうい状況なんですよねだから、まあ、これ利上げどん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 んやりすぎちゃうとそっちがクラッシュしちゃうし逆にあんまり利上げをしないと物価下がらないしと、はい、そういう意味でいよいよ難しい舵取りをですねあの迫られてるんじゃないかなと思います本田さん、これ、はい、アメリカの経済がそうやって減速してくるっていうのは、うん、まあ日本経済にとってはあんまりプラスにはならないとというところですかねあのプラスにはならないです、もちろん。 ただ、あのー、将来です、ね、金利を上げるか日本で上げるか上げざるべきか、うんまあ、いろいろ論争が起こっているんですけども、うん、この論争のアメリカでの論争のおかげで、はい、金利を上げようという方向の力が少し削がれているんじゃないかなという<ー>気がします。つまり、うんあのー、インフレと経済実態、はい、両方大事なんですけども日本においてはどっちを重視今、重視すべきかと。 いうとやはり経済実態、つまり需要の弱さが日本は際立っているわけですよね、ですから、あのー、今回、上田新総裁になられましたけれども、うんはい、この機を使ってです、ね、金利を上げていくと、場合によっては YCC ・はい、イールドカーブ・コントロールの金融緩和枠組みをもうやめてしまえという人も中にはいらっしゃいますけど、そういういもありますね、うん、で,でもそういう声は少しずつ弱くなっているんではないかなと。 うん、今、金利を上げると、日本経済に対して悪影響が大きすぎる、それほど需要がまだ日本は強くないと、これで経済あの賃金が継続的に上がってくると、うん、で、物価が徐々に上がってくるとなると、YCC の緩和枠組みを徐々に取り払っていって、将来の出口戦略につなげるということも可能ですけども、うんうん、それがまだまだ相当先の話なんだなと。うん いうことを改めて知らせられたことじゃないかなという気がしますね、うんまあ、引き締めの副作用というかね、そ,ねその部分が、これね、あの日銀のこう議事録って10年経つと出てきますけれども、過去の議事録を見ると、早すぎる引き締めで経済を、ね、あの冷やしちゃったみたいなのが、<laughs> もうここ20年ぐらい、オンパレードなんじゃないですね 早見総裁時代も福井総裁時代もみんなそうです、あの私が心配しているのは上田新総裁が、ねはい、ゼロ金利解除、うん、賛成はしてくれたんですけども、うん、その賛成の理由が弱いというか、ええおおの、ゼロ金利解除をしても大した悪影響はないだろうというふうな理由をおっしゃっておられるので、うんうん、確信を持ってやったのではないんじゃないかと。 いう心配もあるそれから、あのー、日銀の量的緩和の解除、はい、2006年の話ですけど、えーえー、これもやっぱり福井さんの時ですけど、はい、早すぎたですね消費税増税2014年の5から8%への消費税増税、はい、これも早すぎたですねで2019年の2回目の消費税増税これも早すぎた <laughs> ちょっとよくなると水をかける傾向があったので、はい、これはやっぱり 徹底的に需要を固める、うん、それを見極めた上でから、次のステップを踏むということの重要性の表れじゃないかなという気がしますね片藤さん、ある意味、アメリカぐらい、あそこまで過熱していれば、うん、こう引き締めというか、ですね、はい、それこそ財政の方だって引き締めてもいいかもしれないぐらい、これは政治的に難しいかもしれませんやっぱりあの、いろんな意味で日本への注目度がだんだん上がってきてるわけですけど、はい、その一つの理由っていうのが、日本だけ金利を上げてないっていう。 ことなんですよね例えば円安っていうのはそういう話ですけれども、はい、まあそれによってインバウンドとか外国の方が入ってきているっていうのは、まさにその日本だけ違うことをやっていることの結果なんです。で、あの日本は残念ながらまあ20年、30年、えー、需要が弱い状況で、はい、で、えー、物価が上がらない。 価格が経済を動かさない、まあ、そういう意味では凍結していたわけですけれども、まあこれをその国内の力で、えー、是正するっていうのは、残念ながら難しい状況にあると思うんですよね、だからそうすると、えー、アメリカや欧州、ないしは中国、まあ、こういった海外の方の目線を使って、えー、真っ当な経済に戻していくっていうことが必要で。 まあそのためにえ金利を低くするとか、そういうことをやってるわけですよね。うん、だから、政府もです、ね、例えば、電気代とか、そういったものが非常にかさんでいる状況なわけですから、はい、まあ今もやっていますけれども、さらにえ電気料金の引き下げとか、そういうものについて、前向きにです、ねうん、財政政策やっていただければ、やはりこう今のいい流れをよりこうえ活発化することにつながると思うんですよ。うん、だから、そういう意味で、金利が低い時代だったら、財政をもっと活用すべきだし、 えー、これはまだできるというふうに私は思いますね、うんえー、スクープアップ、まあ、アメリカの、ね、経済を入り口にしながらあ日本経済の今後というところもお二方にお話ししいたただきましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。 ーーーコジの、OK、アップ東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください そしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください おはようテラチュ今朝のこの時間は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きます木下先生おはようございますどうもおはようございますよろしくお願いいたしますまずはですねさ サッカーのヘディングと認知症に関する研究結果これご紹介しましょうスウェーデンのカロリンスカ研究所の研究でトップレベルの男性サッカー選手は一般の男性に比べて認知症を発症するリスクが1.6倍に高まっていたことが分かったというんですねこれヘディングなどで頭部に衝撃を繰り返し受けることが影響している可能性があるというんです一方ヘディングの少ないゴールキーパーでは一般人と比べて認知 以上リスクに統計的な差はなかったというんですねこの研究結果 木下さん、これどう受け止めればいいんでしょうね。これね、ランセットっていう医学雑誌に掲載された論文なんですね。はい、もうランセットは大変権威の高い雑誌なので。はい、まあ、これ信頼にたるもんだと思います。そうですか。まあ、この考えに基づきますと。ええ、これプロレスラーも頭を打つことがね、<ー>一般の人に多いわけですから。はい、これ同じ結果が予想できるかもしれないんですね。ええ、そうですね。あと相撲もね。まあ、あすもも。そうですね。ガチでいきますからね。ね。結構。 は痛いですね。いやね目の前でこれ聞くとすごい音しますから。すごいですからねサッカーよりすごいですね。本当ですよ。いやそうするとねうちの奥さんジャガイオゴタさんもこれ心配ですね。そうですね。そう今のところ大丈夫でしすよ。今大丈夫です。ズノの名跡。いやいやあのそもそもなんかあのちょっとボケてんちゃうからプレゼントは忘れない。そうですね。ちょっとでもごまかそうとすると叱られる。そういうとこはちゃんとしてますね。そうですね。大丈夫だ。はい。さ。あ それでは今朝のテーマいきましょうこちら原因不明の子どもの急性肝炎国内で1人死亡いまだに原因不明の理由は何なのかどのようなことに気をつければいいのか欧米を中心に去年4月から報告が相次いでいる原因不明の子どもの急性肝炎国内でも子ども1人が亡くなっていたことが分かりました。 国立感染症研究所によると原因不明の子どもの急性肝炎が疑われるケース今年2月の時点で156人報告されていますでこのうち1人に死亡が確認されたというんですね国内で死亡が報告されるのは初めてと木下先生まず急性肝炎というのはこれはどういう病気なんでしょう、はいえー、肝臓の細胞が 急激に壊れて、はい、まあ肝臓が行っている機能、これに障害が出る病気を急性肝炎と言います。はい、まあ肝臓はですね、タンパク質ですとか、脂質、糖分、ビタミン、これらを作って、<え>まあ栄養を貯めたり、また薬や毒物の解毒、分解、排泄、はい、それから胆汁っていうのを作って、<え>栄養分の分解ですとか、ビリルビンという物質の排泄をしています。はい。 またあの免疫に関係する機能になっていますので、急性肝炎になりますと、これらすべての機能に障害が出てくるんですね。はい、まあ具体的には、皮膚が黄色くなる黄疸、はい、それですとか、嘔吐、全身の倦怠感、発熱など、 が出てますねはい。まあ今下毒という言葉が出てきましたがね飲んでちょっと飲みすぎちゃった人がねはい、はい、肝臓に悪いことをしたとかい、ね、<laughs> う人がいるんですけどいやいや全くその通りなんですねアルコールも分解されるんですよねそうなんですねはい。そしてこの原因不明の子供の急性肝炎え最初に報告されてから1年が経ちます未だに原因が特定できないこれどうしてなんでしょう これ急性肝炎っていうのはですねの多くは肝炎ウイルスが原因で起こるんですね、はい、まあ他にもですね薬剤やアルコール自己免疫で起こる肝炎もありますお<ー>ま WHO の専門からはですね症状が出た子どもたちからは肝炎ウイルスや細菌や毒物薬物 通常原因になると考えられるというものは見つかっていないと報告していますが、ええね、このためですね原因不明の急性肝炎として WHO は日本もですね厚生労働省が各地の自治体に対して2021年10月まで遡って、はい、検査で肝臓の酵素の値が高くなっていた 16歳までの子供がいないかどうか調べて報告するように今求めているところなんですね。はい、この原因不明の子供の急性肝炎にかかるとこれどういう症状が出るんでしょう最もよく見られた症状はですね、ええ、37度5分以上の発熱と腹痛や下痢嘔吐といった消化器症状でした。はい、まあ他にも えー、皮膚が黄色くなる黄断、はい、それから咳便が白くなる、うん、意識障害の症状もあったということなんですね。えー、まあ年齢で見ますと、えー、1歳4か月から9歳2か月 2>、えーえー、男の子が54%女の子が46%。 これは違いないですね。はいまあ、この中で、えー、基礎疾患があった人は25、二十五パーセント。四人に一人だったようですね。この原因不明の子どもの急性肝炎、死亡するケースがね、一件報告されたということなんです。これ、どういうふうに受け止めればよろしいですか？そうしたら、以前から、子どもが急性肝炎で、肝臓の移植が必要になるケースというのは。<っ>まあ、年間、十人から十五人ほどいました。はいまあ、その中には、死亡するケースもあります。 まあ専門家はこの病気に関して まだ分かっていることは少ないんですが今回の死亡例だけで何か新しい病気が出たとか、ええ、怖い事態が起こっているとは考える必要がないとこう話してますね,、はいとねまあ、何でもその原因不明と言われるとねだってどこからどうなるのかしら、まあ、不安になる方は、ね、多いかと思うんですけどお子さんいらっしゃる方これどういったところに気をつければいいんでしょう,そうしたらまあ最近の研究結果で、ええ、まあ患者さんからですね アデノウイルスと関連のあるアデノ随伴ウイルスというのが検出されています。はい、まあ本来アデノ随伴ウイルスは重い病気を引き起こすことはないんですけれども<ー>カリフォルニア大学などのグループは複数のウイルスに同時に感染することが原因不明の肝炎に影響している可能性があるとこう指摘しているんですね。 まあ、対策としてはまあ基本的なことなんですが、えー、手洗い、洗いこれを続けること、ええ、それからいつもと違うとかおかしいと思うような子どもの体調の変化、はい、これを注意深く見守ることが大切と考えますね、はい、今朝は鎌倉女子大学教授医師の木下博勝さんにお話を聞きまましししたた木下先生ありがとううございども失礼ました。 文化放送おはようテラちゃん,ちゃんニュースピックアップこの時間は月刊誌ムーの編集長三上武晴さんに世界で起きている魔化不思議な現象について話を聞いていきます三上さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますまずは月刊ムー5月号からこちら 日本統治時代の台湾に飛来したデルタ UFO の謎近頃中国が台湾への圧力を強めている中京都の骨董店に眠っていた台湾の古い写真に謎の飛行物体が写っていたという話です三上さんこれ誰が撮影したものでどんな UFO が写っていたんでしょう そうですねこれあの第二次世界大戦中だと思われるんですけれどもえ<っ>、えー、台湾のですねいわゆる日本統治の時代のお学校ですね、はい、中学校の校長先生が、趣味で風景をたくさん写真撮ってたんですけれども、<っ>そこにですね、えー、デルタ型、<っ>まあこれ、正確には五角形をしているんですけれども、真っ黒な UFO がばっちり写っていたっていう話なんですね。 これその撮影した人っての最初から、これは UFO だなんていうふうに分かってたんですかね当時はですね、っ UFO っていう言葉がないんですよ、すすそうですか空飛ぶ円盤っていうかっば、そえもなかったんですねなかったんですよ。え<っ>だから、撮影した人は、これはタコじゃないタコね思ったらしいんですが、えね、そのあと、の物体っていうのが、すごいスピードで視界から消えていくえ あということは<れ>カメラかなんか撮ってたってことですもんね、撮影したわけだから。えー、なんで、これは一体何かっていうことを、ご子息の方、あはい、家の方ですね、家人の方にですね、まあ、でも、その京都の骨董店に眠っていた写真ですが、これ、トリック写真である可能性とか、そのあたりは三上さん、いかかがですかそうですね、まずトリックをする必要がないのと。はい 当時のカメラの技術で、いわゆる二重露光だとか、<ー>今日で言うような指示みたいなことはまずないであるはいで、何か得体の知れないものが実際に存在して、これ、肉眼でもこう確認してるというかが重要なんですけれども、<え>なので、鳥だとかですね、はいまあ、コウモリみたいな動物とかの見間違いではないだろう非常にこう信憑性が高い はあ、信憑性は非常に高いということなんですねで、この撮影された飛行物体ですが、1989年にベルギーで出現した、その五角形のデルタ UFO と形が似ているといいます、まあ、エイリアンの目的、まあ、ひょっとしたら、ですねその遺伝子に関係があるかもしれないということなんですが、これはどういうことなんでしょう、そうですね、これあの、1989年、これ、ベルギー、まあ、ちょうどあのベルギーの壁が崩壊した年なんですけれども。はい なんと5万人のですね国民に UFO が目撃されていた、その形がまさにこのデルタ UFO、五角形をしている UFO で、え<っ>え写真も撮られているんですが、非常にこれも信憑性が高い事件として有名なんですね、え<っ>なんでこの台湾にですね出現したのか、はい、まあこれ、台湾の中でもいわゆるその少数民族、先住民族のお拠点なの なので、ひょっとしたらこの先住民族に関心があって、<え> UFO は飛来したのではないかと、<ー>一説に、ですね<え>これはあの、ロズウェル事件で回収されたエリアの死体から、まあ、遺伝子を分析したところ、モンゴロイドで<え>特殊な遺伝子を持っていた、はい、なので、彼らもまた先住民族のです、ね、遺伝子に興味があって <で><ー>この時代、飛来してきたんじゃないのかという、はいまあ、これは推測ですけど、えーはあ、あエイリアンも何かそのモンゴロイド、そのあたりの遺伝子を研究していた、もしくは調べていた可能性も考えられるってことなんですねそうですね、わざわざその少数民族のところに飛来してくるということは、たたひょっとしたら誘拐事件が起こってるのかもしれませんそうなんですね。えー、えー 今、三上さん観光っておっしゃいましたが UFO もたまに観光で来たりしてるんですかまあ、あれでしょうね、ええ、あの科学技術の差が全く違うので、ええまあ、例えば地球人がですね、ええ、アフリカのこうライオンとかですね、<い>動物を飼 <laughs> えるようなですね、<laughs> ええ、感覚でいいるのかもしれないいそういう可能性もあるんですね。はい、さあ、続いてはですね月刊ムー5月号からこちら。 人間の行動を支配する恐るべき生物寄生虫の都市伝説。 宿主宿主と書きますけれども宿主から宿主へと移り住む寄生虫それは単に栄養を吸い取るだけでなく時に人間の行動にまで影響を与えるとも言われます、まあ、そしていくつもの都市伝説が生まれましたが果たしてそれは真実なのかといった内容です三上さん有名なところでは花粉症に関するものがあるそうですね。 そうですねまあ、いわゆるその海中だとか幼虫のような、はいまあ、寄生虫が体内にいると、<っ>いろんなの抗体のメカニズムによって、花粉症にはならないと。はい というですね、まあ、一種の噂というか、都市伝説、しやか語られてんす、ねはいまね私もそれ聞いたことありますよ、なんかね、海中がいると花粉症にならない、なりにくいなんていうのもねえ、でも三上さん、これ、寄生虫で花粉症を抑制できるという話は本当なんですかこれはいわゆるですね、<っ>まあ寄生虫も言ってみれば、異物なので、はい、抗体ができるわけですね。ええ ですからその花粉症、花粉がこう体内に入ってきたときに、すでにもう抗体がいるという状態、から、はい、花粉症そのもののアレルギー症状は出ないという理屈なんですが、はい、ただね、これ実際に実験というか、専門家のです、ね、先生にお伺いするとです、ね、はい、これね、両方あると。両<方>花粉症のアレルギーが軽減する人と逆に その抗体がです、ね、強まっちゃう,う両方の結果あ、ね、そうなんですですからこれに血中がいるからといって、はい、その極端になんか花粉症が治るということではどうもないらしい、ね、そうですか、はい、あとですね加えて猫由来の寄生虫に関する噂話これもあるそうですねこれはまあ猫に宿主として存在する寄生虫、はい、これがですね人に感染するとえ<っ>なんと 勇敢になると。<laughs> ちょっと待ってください。に猫に、この由来する寄生虫が人にこう入ってくると、勇敢になるんですか勇敢になる。<ー>へえ<ー>。いわゆるリスクを恐れずに。ほ<う>なので、あのー、いわゆるこう、社長さんとか、ーね、リーダーだとか、はい、まあ、起業家のような人、<ー>ね、それからアスリートの方みたいなね。<ー>そういった人っていうのは、 猫由来の寄生虫に感染している割合が多いという、アメリカのコロラド大学のです、ね、<laughs> <て>データが発表されたんですね、えーえー、でもこの三上さん、主に猫に寄生するのが、トキソプラズマという寄生虫なんだそうですね、そうですね、えー、これはですね、ネズミですね、はあ、ネズミに感染すると、えー、でそうすると、ね、このネズミがですね、<う>まあ要は勇敢になるわけです。えー でリスクを恐れずに、はいえー、猫の前に出てくると、えーまあ、トムとジェリーのジェリーみたいなああ懐かしいですね <laughs> 仲良く喧嘩しなはいでまあ食べられたりね、えーえー、したりしてまあ猫にも感染してしまう、えー、でその猫から今度は人間へという、えー、そう <laughs> あことらしいんですけれどえそれではですねこの人の性格を変えてしまうというのは これは本当ですか、それともやっぱりうそですか、まあ、これはの、はアメリカのです、ね、大学がこう発表したんですけれども、ええ、実際のところ、ですね専門家、まあ、日本だと、たぶん唯一、ですね東京の目黒にですね、はい、目黒寄生虫間という、はい、あのところがあるんですけれども、<え>まあ実際そこの艦長に取材して、ですねこの辺の発表ありますけれども、どうお考えですか取材したんですね。 そうしたところ、うん、やっぱり統計の取り方であって、必ずしもその、社長さんが。 このトキソプラズマ感染してるとは言えないんじゃないかというふうには言ってましたけどね。ということはまあ冷静になった方がいいってことなんでしょうね。<laughs> えー、だから社長になったからといって「すいませんトキソプラズマ入れてください」というのはちょっと考えた方がいいということですよね。<laughs> 清和社長さんもですよね、はいえー、あと三上さん寄生虫といえばですねこれラジオ機の方も覚えてらっしゃるかと思うんです。かかつてサナダムシの幼虫なんかをねわ、えー、わざわざこの体内に入れることに によってダイエット減量するなんていうこのサナダムシダイエットってのが話題になったかと思うんですけれどもこれって本当に痩せられるものなんですかこれもですね、えー、あの館長に聞いたんですけれども、はい、そのサナダムシが吸収する栄養なんかたかだか知れてるとはあ、はあ、例えばあの肥満体質の人がですね、えー、サナダムシをこう体内に飼って、えー、同じような飽食なまあたくさんご飯を食べてる状態であれば、えー、全く関係ないと。 なんか、ええ、仮に本当にこう、ガリガリでね、ええ、もう本当に栄養失調状態であれば、ど、ええ、かにその栄養を忘れておられることによって、さら、ええまあ、に痩せていく可能性はあるけれども、そんな人が、特に肥満体質の人が、幼なじみを飼って、同じような生活をしたところで。ええはい 全く効果はないあそうなんだから、ね、うん、非常に痩せてて、あと一口食べるか食べないかで、命の危険があるとかないとかいうときだったら影響あるけど<で>、えー、あとこれに関してはです、ね、館長、ちょっと、あのー、<え>注意喚起しておりましすて、結構、ダイエット効果があると歌って、<え>このサナダムシの卵を売っている人がいると、ほ<う>これは非常にこういかんという。 サナダムシっていうのは、基本的にその水中で卵が幼虫になるわけですね。ええ、でそれをお他の動物が、最終的には魚が食べて、その体内にまあいるわけですね。はい、で、これをまあ人間が食べることによって、サナダムシが体内に入れられる。ここが重要なんですけれども、卵をそのまま人間が飲み込む。はい これね胃腸で消化されてしまうあー胃腸でね胃酸でだからね<え>何の効果効果ないんですか,そうかだからくれぐれも、はい、ご用心なさってくださいっていうふうにああ だからね、まあ、体の中で、だって、ね、昔スーパーモデルが試してるとかね、それ、噂の域ですけど、<laughs> マリアカラスもなんか飼ってたみたいなね、ね<え>そんなことなマリアカラスの場合には確かに痩せたんですけども、それは全然関係ない時期ですね。あそうでしたか。全然、真田虫とは関係ない時期には、ええまあ、痩せたという,そうなん。でもね、ほら、真田虫っていうと、小腸に10メーターぐらいいるんですみたいなね。 そうです10メーターもいればなんか栄養吸い取るみたいなでも先ほど三上さんのアドバイスもしくはその目黒、えー、寄生虫間の館長がおっしゃったみたいに、まあ、意味はないしむしろ注意しなきゃいけない部分もあるということなんですね。えー、いやだけどこれ寄生虫って言ったってまだまだこの我々が知らないような寄生虫っていうのも寄生虫ってなんでいるのだろうっていうかね。 例えば、その感染経路ですね。え<っ>例えば、行中でも魚に食べられて、人間が食べてで、それが排出されて、はい、野菜にとかね、ありまいろいろこう、えー、まあ、一生のサイクルってあるわけですはね。そ、はい、れが全くわからない。えー、感染経路がわからない。はい、という、まあ、専門的に過食耕虫というですね、えー、寄生虫がいるらしいんですけれども、えー、これはですね、 人間が、まあ、言ってみれば最終的な宿主なのか、はい、こっからは分からないんです、人間を食べる動物がいて、<う>その動物が、まあ、その宿主として、さら、はい、に行って、ね、またこう戻ってくるみたいな一つの、ね、サイクルが、全く分からない、はい、目的がだから分からないってことなんですねだから、今まで18例しか見つかってないんですけども、お<う>これは謎だっていうふうに幹事長言ってましたね。 ほうそれってもしかしたら異生物みたいな可能性もあるってことですか <laughs> なんかそういうなんか生物のサイクルが<え>、まあ、あるからこそ寄生虫はいるわけで<え>そのいわゆるそのサイクルというかその生物の一生っていうのがまだまだわからないほいうしいですね、えー、いや三上さん世の中にはわけのわからない生き物ってまだまだたくさんいるんですね。 ええ、まあ、ある意味すごい面白いっていうの、ね、いやそうですね、ええ、謎というか、ええ、いやすごいなと思いますねこれはムーが売れるわけですね三上さんさてこんな驚きの話題が満載の月刊ムー5月号は現在絶賛発売中です月刊誌ムーの編集長三上武さんでした三上さんありがとうございましたうもありがとうございますニュースピックアップでした 文化放送おはようてらちゃん時刻5時38分です今朝はこの時間ヒゲの隊長の愛称でおなじみ自民党国防議連事務局長で参議院議員の佐藤正久さんにお話を聞きます佐藤さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたします

し待機するよう命じました。佐藤さん現地緊迫しているようですね。はい。あの私もスーダンに行ったことあるんですけども。そうですか。はい、スーダンの方の西部にダルフール地方ってある。はい。でそこでえ力を持っていたグループがマスとのハルツームの方で、ええ、まあ軍のまあ一つのまあカブ組織としていろいろ動いていたんですけども、軍との関係で。 中国軍に入る、入らない、結構揉めて、はい今、その2つのグループがドンパチをしていると、えーえー、空港自体も戦場になってますから、えー、かなり緊迫をしていると、はい、いうことなので、仮にジプチの方に航空自衛隊の輸送機が飛んでも、えー、そこからのスーダンのハルスルの空港に行けるかどうかっていうのは、は<ー>やっぱり一時停戦とか、はい、ある程度、状況が緩にならないと、 ジプチから飛行機を飛ばすということは難しいと思います、はい、またジプチまで日本から航空自衛隊の飛行機が行くとなると<っ>数日かかりますから、はい、場合によってはもう急に明日あ,<ー>あるいは今日停戦になるという時は<っ>ジプチに,にいる海上自衛隊の P3C という哨戒機、はい、これでスーダンの方に救出に行く<っ>ということもありますこれ時間との戦いで、はい 一瞬でも和平というものができて退避が可能であればすぐ飛行機を飛ばすということが、はい、今回のオペレーションの肝だと思います,そうですか確かに、まあ、これまでも停戦って言っていたのにまだドンパチやっていたりとかですねいつ、はい、今、佐藤さんご指摘の通りそり停戦になるかもわからない状態ですものね。はい、だから本本当当にタイミングが大事で、えー、その停戦というのは本当に 維持されてるかどうかという情報も大事なので、ま、はいえー、日本だけではなくアメリカやあるいはのドイツあるいは中国といった多くの外国人がいる国々の。 情報連携というのも大事だと思います、はい、さあ続いてはですね和歌山市で岸田総理の選挙演説の会場に爆発物が投げ込まれた事件ですえ警察庁や和歌山県警え警護状況の検証というのを始めています木村容疑者に職務質問をしないで不審者として捉えることができなかった点などが検証のポイントになると見られています佐藤さん改めてこの事件についてはどういうことをお感じですか 本当危なかったですよね、はいの、映像を見て分かるように、えー、総理のすぐそばに爆発物が投げ込まれましの、はい、あのまま爆発していたら、総理にも聴衆にも怪我人が出たとも、はいあの鉄パイプ爆弾というのは、えー、鉄の筒が爆発して、その鉄の破片や中に入れたボルト等が飛んで、人殺傷するというものなんですけれども、はい、今回は、 まあ、うまくいかなかったようで、はあ、もう巣の脇の蓋これが外れて、はい、ロケット弾のようにこう飛んでいったというために、はあ、実際にスパイプは破裂していなかったために、被、ええ、害は少なかったというふうに言われています、ええ、あこういうね、の暴力やテロによっては、何人も表現の自由というのを奪われては絶対いけない、はい、許してはいけないと思います。ええ そして、まあ、今回、この警護状況の検証というのは始めたわけなんですけれども、佐藤さん、今回のこの警護状況というのは、どうお考え警備態勢ですけれども、はい、安倍総理の暗殺事件を受けて、いろいろ改善はされていた,いたんですけれども、不0、はい、分と言わざるを得ない、ええ、今回も前,その前回と比べてはの、警察官の数を十数名から60名以上に増やしたり、はい、あるいはの総理の、 演説するその後ろ側は人を入れない、ええ、前方だけ警備をすると、通りと聴衆の間の距離を空けて、聴衆の前3列は候補者の C 社で固めるということもやっていたんですけれども、聴衆、はい、自体が約200名ぐらいでしたから、ええ、あれば事前に金属探知機なんかも入れて、ええ、検査も行われたはずです。 警察官を会場の周りだけではなく、実際に聴衆の中にも入れるという形、はい、見せる警備ということも大事だとす見せる警備、はい、ただね、これ、本当、街頭演説って難しいんですよ、はい、建物の中でやるものとは違って、広報社の支持者ではない、通りがかりの人を演説局によって、足を止めてもらって、<ー>話を聞いてもらい、支持者になってもらうというのが、 本来の該当の目的なので、えー、建物の中と比べてもやっぱ警備って非常に難しいと、はい、ういうことでこの AI を含めた最新の科学技術を導入して不審者の発見 とといいいううもものに努めるということも大事だと思います、はい、今、佐藤さんおっしゃったようにこのまあ選挙の時の警備の仕方とまと、あ、このあと、ね、5月に入って広島でサミットがありますがこのやり方は違うんでしょうけれども、まあ、いずれにしても G7 広島サミットの開幕来月19日です、1ヶ月切ってます、で今回の事件など踏まえてです、ね、各国の首脳に対する警備体制これは佐藤さん、どんなところを強化すればいいとお考えでしょう。うん 警備の基本は、ですね<え>一つの建物から出さないことなんです、はあ、G7 外相会合をこの前、軽井沢でやりまして、はい、あれも実は一つのホテル内で、階段も歓迎会も全部やったんです、はい、さらに東京と軽井沢の,の往復も、特別列車を手配をして<え>、建物の中のような閉鎖空間という形で移動させた、はあ、ということです。はい、どうしても え何か所かに分かれると警備というのはどうしてもえ穴が出やすいし <A> 屋外だと上空の警備という部分も入ってきます、はい、なので今回は各国の首脳ですから屋外でのイベントというのは極力限定をすると、はい、どうしても屋外となればそれなの警察官の数あるいは不特定多数の方との接触は避けると、はい、本当に安全を確保できた方のみ接触させる。 いうような処置も必要になると思います、はい、さあ続いてはですね陸上自衛隊の隊員十人が乗ったヘリコプターが沖縄県宮古島周辺で行方不明になった事故についてですこの事故で陸上自衛隊海底で見つかった機体について早ければ今月末にも回収に向けた作業を始めて事故の原因の究明を進めることにしています佐藤さんこれまでの捜索状況佐藤さんはどういうふうにご覧になってますかでも本当 えー、もう、五名の死亡が確認されてますから、はい、痛恨の極みだと思います。えー、あの殉職された隊員の五名不幸、やっぱ、お祈りするとともに。はい、まだ見つかっていない四名の隊員の早期の捜索救助というふうに、のを願っております。はい、ただ大事なことは、え、えー、この捜索救助が終わった後は、やっぱ原因の究明と。あるいは再発防止策です。え、はい、今回は、かなり。 水深100メートルという真っ暗の中での作業、はい、かつ海底が砂や泥ではなくて、珊瑚礁のための地形が非常に複雑なので、えー、音波等での機体や部品を見つかり相当苦労していると。はい、機体の回収というのは、これ相当苦労すると思います。えーえー、ましてやこの、えー、潜水艦事故等に当たる潜水艦救難艦の乗組員で、えー、特別の技術を持った、 のダイバー、高圧、はい、潜水といった特別の技術を持ったダイバーたちが潜って、の行方不明者の捜索救助に当たるということになっておりますので、えーはい、これが終わらないとなかなか機体の回収という部分もに進みませんので、えー、これは本当に機体の回収とともに、まずは行方不明者の捜索救助というのを並行してやらないといけないということにもなりますし。えーはいの フライトレコーダーの発見というものも、はい、これもかなり手こずっておりますので、えー、スース原因の究明というのはもう、もうちょっと時間かかると思います。はい さて今週はですね日韓関係にも動きがありました日本と韓国の外務防衛当局の交換が安全保障政策を話し合います日韓安全保障対話今週の月曜日韓国ソウルで開かれましたまこれは関係の悪化によって途絶えていた枠組みでして関係改善が大きく進んだ3月の首脳会談でのまこの合意に基づいて5年ぶりに再開されたものですえ日本の外務省によると日本と韓国弾道 ミサイルの発射を繰り返す。北朝鮮への対応です。とか、インド太平洋地域などでの日韓、韓日米韓の協力の強化、こちらについて意見交換をしたと言います。この動き、佐藤さんはどうご覧になってますか？はい、あの例の元徴用工の問題に一定の方向性が見えたということで、安保対話が再開したっていうことなんですけども。はい 一番の問題はです、ね、平島さん、えー、覚えてます、はい、あの完全武装の韓国の駆逐艦によって、はい、あれ丸腰の海上自衛の哨戒機に、えー、火器管制レーダーが照射された、はい、ありましたよね、ありました、えー、あの問題がやっぱり一番のこの安保対話のやっぱり止めなんです、は<ー>元徴用工の問題が改善したからといって、えー、レーダー照射がなかったということにはなりませんよね。はいえー 韓国は未だにレーダー照射を認めていない。えー、危険な飛行をしたのは日本だという必要の千張りなんですね。えー、これは海上自衛隊の隊員の命がかかった重大事件ですので、ではい、何もなかったということにはできません。えー、簡単に言えば、引き金に手がかかったピストルをこちらにむくられたような状態ですから。えー、まして、あの事件の後にですね、もっと悪いことが起きたのは、はい、のわざわざ日本用に これレーダー照射のガイドラインというものを作ったんです。はいええ、これも普通の国際基準とは到底かけ離れて中国やロシアではなく日本用というものに危ないやつを作った。<ー>このガイドラインというものをこれやめさせなければまた起きますから。はいええ、中には、ね、日米間、日韓連携が大事だからやっぱ日本を譲るべきだという意見もあるんです。<う>このままでは またこのレーダー照射っていうのは再び起きます、えー、こういうものはやっぱり譲ってはいけない。はい、もうシャングリア会合っていうのは6月にシンガポールであります。おそ、えー、らく日韓防衛相会談があるでしょう。えーね、防衛相会談があるから日本が譲るとか、はい、こういうことをやってしまう。こういうのは絶対やってはいけない。えー、過去の悪兵というものをもう一回 行ってしまえばまた落ちると。はい、そうでしょうね。長代に加工を残すようなことは絶対してはいけないと思います。はい。えーはい さて長野県軽井沢町で開かれた g 7外務大臣会合こちらですが g 7の外務大臣会合は今週火曜日中国への対応で強い結束を打ち出した共同声明を採択し閉幕しました g 7の外務大臣は中国の力ですとか威圧による一方的な現状変更の試みに強く反対することなどで一致をしましたまた台湾海峡の平和と安定の重要性 についても再確認をしています。佐藤さん、この G7 外務大臣会合の共同声明ですが、これはどういう印象を持ちになりましたか。まさに中国あるいは台湾のことを強調したっていうのは、はい、逆に言えば、<A> 中国や台湾に対する G7 の温度差、はい、これを解消するために今回相当不信をしたということの裏返しです。<A> で、なぜならばこのこ、えー、フランスのマクロン大統領が、はい。 中国での破格の幸運を受けた会の機内で、ええ、マスコミに対して、台湾に関してですね、ええ、最悪なのは、米国に追随しなければいけないことだと、はい、米中の台湾問題にわれわれは巻き込まれたくないという発言をしてしまった、はい、これはあの欧州だけではなく、米国、特に共和党からも相当反発が出ました。はい これはねこの発言というのはフランスは中国への抑止力を弱めていると中国による台湾の武力統一をフランスが制観するんだったらウクライナの問題はアメリカは関与しないとヨーロッパで解決すべきだとの批判も出たくない、はいええ、なので通常 G7 外相会合の中身特に他の大臣が言ったことっていうのは、ええ、外交ルールとして林大臣は 明だから、えー、今回、特別にフランスのコロンナ外務大臣の発言として、はい、フランスは台湾海峡の平和と安定の維持に深く流,流量を持っているということもあえて紹介するなど、決、はい、消しに回った、今回、G7 の外相会合の中でも相当長い時間、中国というものについて意見を交わしたというのは、結束をしないといけない期間、はい、の表れだと。えー 欧州と日本、あるいはアメリカとの分断というものを見せてはいけないということの裏返しだったと思います。はいはい さてその中国なんですけれども中国海軍の空母3頭が、えー、防衛省によるとです、ね、今月7日に沖縄県の宮古島の南390キロの太平洋を航行し今月16日までの間に戦闘機、ヘリコプターの発着合わせて330回程度行われた、まあ、これが確認されたということなんですね。まあ、これらのの飛行に対し航空自衛隊の戦闘機がスクランブル緊急発進などで対応 し領空侵犯はなかったというんですが、佐藤さん、この動きはどう受け止めればいいんでしょう。これは深刻だと思います、はい、の中国の空母3島が太平洋に出てきて、艦載機の離ハ着を行ったのは初めてなんです、はい、でこれは簡単に言うと、ええ、台湾の東側はもはや安全地帯ではない。はあはあ 台湾というのは南北につながる台湾山脈がすごく急峻で、はい、かつ東側に寄っているために、中国本土からのミサイルは山を飛び越えて海に着弾するいうことはできなかったんです、山を飛び越えて海に着弾してしまう、そのために直撃弾を台湾東部の空域にはあ当たらないという可能性が高かったわけですけども、はいえー、今度は空母がの東台湾の東側に展開して、えー 西機が飛ぶということは台湾の東部からの攻撃が可能になっていて台湾東部ってのは日本ですから、ねえー、日本も先島も全域となってしまうさら、えー、に中国空母打撃軍が西太平洋に展開するということはアメリカの第7艦隊と台湾に近づくことを防ぐこともできると、はい、またこの太平洋から、えー、台湾の南のバシー海峡を抜けて南シナ海の方に アメリカの艦隊が行くことも、そうすることもできますから、今回の動きっていうのは、今後、ますます強まりますし、日本にとっても一言ではないという、非常に危険な動きだと思いけさ、はい、はこの時間、自民党国防議連事務局長で、参議院議員の佐藤正久さんにお話を聞きまましした。た。佐藤さんあありりががととううごござざいいました。 今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津弘樹さんです。島津さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。このところね、夏日になっちゃってね、急にですね。そうです。なんか着るものに本当困る。そうですね。困りますね。あの島さん原則まああの外に出るときにはおそらくスーツが多いかと思います。お仕事のときはね、ちょっと上着着てると昨日あたりだったら暑いしね。もう今日も暑。ちょっとね。今日も。 10度近いですか、ねはい、この時点でもう19.3度ありますんでね結構ねちょっと汗ばむ感じ、はい、汗ばむ感じ焦って走ってきたので <laughs> あ朝。<laughs> <laughs> ここまで走ってくるわけじゃないですよね。いや、ね、ここ、<っ>その降りてから。今日は、遅刻しそうだなと思ってったら。っっ少し汗ばみました、ね。あ、汗ばみましたか。なるほど。はい。えー、まあ、いずれにしても、あの、ラジオ機の方もですね、まだこのね、えー。暑さに慣れてないわけなので、熱中症あたりは、あの、気をつけていただきたいですね。こまめな水分補給とか、あと、日向と日陰では、かなり、この温度も違うと言われてますから。歩くときなるべく日陰をね。 つけながら歩くとかまあそういううい工夫も必要のよよですよさて「スーパーマリオ」の映画「ザ・スーパーマリオ・ブラザーズ・ムービー」が世界的なヒットの兆しを見せているという記事朝日新聞ですね。 アメリカでの興行収入が去年公開され歴代5位を記録したとあの記録したトップがマーヴェリックに匹敵する勢いで伸びているっていうんですね世界では7.1億ドルおよそ950億円を突破し今年公開された映画ではトップとなりました。 さらに今月28日多数のこの観客動員が見込める日本での公開こちらも控えています、まあ、子供だけではなくてですねかつてファミコンなどのゲームでマリオシリーズに親しんだ大人も映画館に足を運んでいて広いファン層に支えられていることが好業績の理由だと言いますスーパーマリオの映画世界で大ヒットしますこれは まあなんかあれですよね、えー、やっぱりこういうキャラクターものって国境を越えやすいっていうのがありますしあと最近の映画の傾向で昔ってこうアメリカ VS なんかどっか当時でいうソ連みたいなのをあの思い起こされる国が敵対されていて、えー、まあ近いところでいうと中国みたいなのが敵対されているんだけども。えー 最近でそこら辺でも公開するので、ええ、あんまりそのそ、ね、アメリカバーサスそういう国ではなくて、ええええ、どっちかというと宇宙ととかはーはーそういう異星人とみたいな形になっていたパターンが多いので、ええ、そのパターンの延長でいうとやっぱりこういうのって非常に多分扱いやすいし扱いやすいですね。うん、あのし皆さんみ見,見やすいテーマなんだろうなっていうことで売れてるんだろうなと思いますね。ええはい、で任天堂はですね近年ゲーム機の販売だけではなくてゲームに登場するキャラクターなどの 知的財産これを活用して稼ごうとしていまして映画もその一環だまあ、こういう風に朝日新聞出てますね大阪の USJ ユニバーサルスタジオジャパンではマリオの世界観再現してアトラクションを楽しめるスーパーニンテンドーワールド展開しています2月にはアメリカカリフォルニア州のユニバーサルスタジオハリウッドにもマリオなどをテーマにしたエリアを開きましたまたグッズを売る直営店は東京大阪に 続いて今年10月にはですね、え京都にも出展すると。任天堂古川社長、ゲームと距離を置いていた人との接点を継続的に作っていると話していて、え今後も知的財産を活用し、ゲーム以外にもビジネスの幅を広げる方針だと言います。まあこの知的財産活用して稼ぐ任天堂の方針、まあ、こういう動きなんですねです。あんまり得意な分野じゃないと思うんですね、えー、日本でねこういうキャラクターとか知的財産の分野。はい だけど、ええ、まあ新しいこういう稼ぎ方ね、ええ、どんどん進めていきいってもらいたいなと本当思う分野の一つですね。はい。まああのスーパーマリオといえばですね、えー、まあ残念ながらあの命を落とした安倍元総理もね、あのリオの。 おあのブラジルのオリンピックの、はい、<で>日本の紹介そうです閉会式の時でしたがね、ふわ、はいえーんと出てきて、あれマリオのあマリオですねだからやっぱり世界的にはすごく共感されるというか、まあ、あの誰にとってもうう、ね、認知されているということなんでしょうね。さて、一方ですね、日本アニメを扱うブラジルの現地向け海賊版サイトが、日本側の要請で初摘発されたことが分かりました。 現地当局が捜査して全部で36のサイトが閉鎖日本から拠点がアジアに広がった日本作品の不正配信近年南米で急増しているといいます年間被害額ブラジルだけでおよそ2000億円と正規市場の1割に及ぶというんですね日本からの調査は難しく現地当局との連携がこれまで以上に求められるといいます日本のアニメ海外でも人気のコンテンツです 昨日中国本土で公開された日本のバスケットボール漫画の「スラムダンクえこの新作アニメ映画ですね「えザファーストスラムダンク、まこの前売り券の販売公開前に日本円でおよそ22億5000万円を突破中国で上映された海外アニメ映画の前売り最高額を更新したというんです日本のアニメが海賊版のターゲットにされやすい状況でもあるわけなんですけれどもこの辺りはでもなかなか まあえー、いたちごっこではないですけれども、難しいです,、ね、し,いですし、まあ、逆に言うと、それだけ認知されてる、まあ、さっきのマリオもそうですけど、ええええ、それだけ世界中で認知されていて、まあ、お金になるぞって平たく言えば思ってる人たちがいるってことなので、はい、まあいたしかよしっていう部分もあるし、その人気が出たことが、本当にまあ裏返しとして、こういう事件がまあ少しずつ多くなって、明るみに出てるっていうことだと思うので、ええ、もちろん摘発はあのきっちりやってもらいたいと思うんですけれども、ええ、なかなかこのいたしかよしっていうところは、ね、いたちごっこみたいなところは ょうねえー、これニュースでちらっとですねその中国の,このオープニングみたいなセレモニーをやってましたけど、まあ、あの会場、公会堂みたいなところにですねあの人がたくさん集まってそして例のバスケットボールの,このユニフォームを着た外国の、はい、日本人じゃなくて、はい、西洋、ねはいえー、の選手たちがあのラグビーの墓のようなことをやってえっとそれで盛り上がってるっていうね。 中国意外とあれなんですね。NBA も人気ありますから、はい、あのバスケバスケ文化が結構ある国なので、あええ、まあそれでもかなり盛り上がったんでしょうね。すごいですよね。すごいですよね。はい。今朝もあなたの周りの情報を教えてください。メールはテラアットマーク J O Q R ドットネット。ツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻六時九分です。文化放送おはようてらちゃん。今朝も八時までお送りしていき。 おはようテラちゃん。時刻6時12分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博紀さんです。ニュースピックアップこちら。日経新聞。社会保険料30%時代過去最高の水準。 健康保険組合連合会は昨日2023年度の健康保険の平均料率が9.27%になる見通しだと発表しました介護と年金を合わせた保険両立29.35%と過去最高の水準となり30%の大台に迫っています1400ほどある健康保険組合は主に大企業の従業員と家族らおよそ2800万人が加入しています 会社と従業員が接班して負担する健康保険料の平均9.27%と最も高く2022年度と比べて0.01ポイント上昇しました。 横ばいの介護保険料率1.78%と料率が固定されている厚生年金18.3%を足しますと医療介護年金で合計30%近い水準となりますまた中小企業でも従業員や家族4000万人が加入する全国健康保険協会こちらは平均の健康保険料率が10%でした 介護の1.82%と年金18.3%と合わせ2年ぶりに30%台となりました社会保険料の負担が増える見通しということなんですがこれは島さんどうご覧になりますか。まあ 高齢化が進みますので当然というかこれ世界的にもこういう傾向がやっぱりあるわけです、えー、世界的にも高齢化が進んでいるのでなので、まあ、そうすると次の話として出てくるのは、はい、まあどういうふうにその負担を考えていくかって当然になっていくわけですけども、えー、まあ仕方がないところであの皆さんがよりその給付側の方を重視する、はい、だから誰でも助けてもらえるような社会を目指すのか、えーはい、あるいはより自分のことは自分でやるということで、はい、現役時代にいろんなことを蓄えて将来に。 備えていくような、えー、まあ世界。 っか、社会を目指していくのかっていうのが、まあ多分究極的には問われていくっていうことで、あはい、まあこの傾向は変わらないので、まあ、そこの考えの整理っていうのが多分問われているんだと思いますけどね、はい。で、この社会保険料のこういう状況を受けてですね、日経新聞、高齢者医療への拠出金は増え続ける公算で、世代間で負担と給付のバランス、ますます崩れると報じています。え、政府が検討する少子化対策の拡充では、保険料を引き上げて財源にする案浮かんでいるんですが。 現役世代の負担余地が少なくなると財源として見込みにくくなると日経新聞指摘しています。また高齢者の給付と負担を見直し子育て世帯に分配するといった視点、これも必要となるという見方もあります。日経新聞のこの指摘、これは島さんいかがですか。まあ、あの先ほどの視点は一つはその大きい政府か小さい政府か、はい、あのどこまでゆりかごから墓場までを、ね、願うかってことになるんですが、うん、もう一つの視点として、ええ、まその日経新聞が指摘している通り。はい 高齢者と、まあ、若い人との,その負担と、まあ、あのもらう側のバランスですよね、はい、だからこれも合わせて考えなきゃいけないんで、<え>もうずっと言われていることなんですけど、この社会保障の問題で税も含めて、はい、本当に抜本的に考えていかなきゃいけなくて、<え>あの時間も当然かかることなんですけども、<え>本当、そういう時代、あの戦後、まあ、ずっと一つの制度でやってきたわけだけども、<え>それがなかなかもう維持できないっていう中で、<え>あの見直しっていうのは問われているってことだと思いますね。はい、続いてはこちら 読売新聞、来春採用を増やす42%。 読売新聞社などが実施した主要企業を対象とした2024年、えー、来年の春入社の新卒の採用アンケート調査によりますと採用を増やすと答えた企業が42%今年と比べて6ポイント増えましたコロナ禍で停滞した経済活動の再開で人材を確保する動きこちらが活発化していると見ています。企業業別では運輸業が目立つと利用回復を 背景に全日空空輸は4年ぶりに客室乗務員の採用を再開しました前の年の2倍を超えるくらいの人数を予定していると電気自動車はじめ技術革新に必要な人材を確保したり海外展開で人員を増やしたりするまあ、こういう企業も多くなっていると言います採用を増やすと答えた企業は新型コロナ感染拡大後の21年春入社が9% 22年は14% と少なかったんですが来年は42%人材を確保する動きが活発化しています、まあ、この数字お聞きになってしまうぜいかがでしょう やっぱり日本の場合は今のところ新卒採用で、まあ、採用されてからジョブローテーションでいろんなスキルがあのつか作られていくっていうところがあるわけなので、ええはい、最初に採用されるかどうかが、まあ、言ってしまえばその人の人生を左右するっていう非常に他の国に比べて影響力高いわけですねだからデフレの時代っていうのはその就職氷河期って非常に苦労して、はい、今でも私と同じぐらいの人たちで苦労してるわけなので、ええ、最初の段階で選択肢がたくさんあって、はい、労働市場にまああの 低くてあまたっていう状況っていうのは、うんええ、今の若手にとっては将来も見通しやすいし非常にまあいいことだし、ええ、本当に早くこういう状態をやってもらえばよかったわけなんですけども、ええまあ、とはいえようやくここまで来たなっていう感じはしますね、はい、で調査では新卒一括採用改める動きも出ていると経験を積んだ中途人材の採用を増やすと答えた企業6割に上りますえ。コロナによる環境変化の対応を迫られれた企業は多くこれも 今では少なかったスキル、あと価値観をですね。持つ人材を採用する動き、これが広がっていると言います。新卒一括採用、改める動きも同時に出ているということなんですが、志村さん、これはどうでしょう？ま、これもその多様化とか、そういう流れはもちろん重要ですし、はい、そういう流れの一環だと思うんですけども。ええ、まあその先ほどご紹介したような、その就職氷河期で苦労した。私と同い年ぐらいの前後の人たちっていうところが、ええ、まあチャンスをまあ広がっていくわけですね。その中途採用が増えていくっていうことは？はい 最初はスキルを積んだ人が欲しいわけなんですが、だんだん人が足りなくなると、そうも言ってられなくなるから、未経験でも採用して、そこでいろいろスキルを身につけてほしいってことになってくるので、本当にこの人材不足って企業からすると、頭の痛い話だと思うんですが、働く側からすると、それだけ可能性が広がってるってことなので、私は本当に早くこうなってほしかったし、この傾向が進むと、一段とね、豊かな生活がしやすくななるどんどん進んでもらいたいと思いますね。 ですねはい、時刻6時19分です。 時刻六時三十一分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。日経新聞から、二千二十二年度の貿易赤字が過去最大の二十一兆七千二百八十四億円となりました。財務省の昨日の発表によりますと、輸出輸入とも金額は過去最大に達しました。輸出は二千二十一年度と比べてですね、十五点 5%増の99兆2264億円輸入は32.2%増の120兆9549億円でした。 で貿易収支は輸出額から輸入額を差し引いたものでして比較可能な1979年度以降で最大の赤字幅となりましたで輸入が最大となった主な要因ですがえ円安と化石燃料の高騰ですえ2022年度の前半はロシアによるウクライナ侵攻で燃料価格が高騰しましたで夏以降一服したんですけれども日本とアメリカの金融政策の違いから円安が進んで輸入額が 膨らみましたで lng 液化天然ガス石炭などの鉱物性燃料の輸入35兆2000億円と前の年度から8割ほど伸びました一方で輸出の伸びの弱さが貿易赤字を膨らませたと分析されていますもともと円安輸出を押し上げるとされてきたんですが2022年度の輸出の伸び輸入の伸びに追いつかなかったというんですね2022年度の貿易赤字過去最 となりました柴田さん、これはどう受け止めてますか。 まあそれだけエネルギー価格がすごく高くなったっていうところに尽きると思うんですよね。はい、で為替の話、まあ、一部はその通りなんですけど<え>ただ為替ってこれ輸出にも輸入にも同じだけ当然効くわけですね出るわけですねなのであの円安になると輸入価格は上がりますけども<え>あの円建てで見た場合の受け取り額っていうのは1ドル100円の時よりも1ドル200円の時の方が受け取り金額は増えるわけですよね、はいはい、だからあの為替の影響って相対的にはそんなに大きくないんですよ だからほとんどはエネルギーの価格、はい、でもしそこが、まあ、あの問題だっていうんであれば、ええ、これはいつもここでもお話ししている通りエネルギー政策をどうするかっていう、はい、結局原発を動かすかあるいはそれ以外のものを使うかっていうところの選択肢になってくるので、ええはい、なんかこれ本当にその。 すごくその通りなんだけど、ええ、あの文章の配分がすごく為替に偏ってるように私から見えて、はあ、実態に比べてね、ええ、なんかそういうところがあるなぁと思わせる文章ですね。はい、やはりこれね我々この素人が見ると、えー、1979年度以降で最大の赤字幅大変だみたいな感じなんですけど原因はもう分かってるわけですねまあそうですね。ええ、あとはその名目のの目金額ですのです、はい グローバルにインフレが進んでるわけですから、えー、年々年々金額って増えていく世界なわけですよね。 あの赤字額とかって財政赤字とかもそうなんですけど、ええ、経済が成長していくと π が増えていくから当然最大の数字になってきて、はい、そうならなかった日本が以上デフレだったからそういう数字見なかったけども、ええ、名目で測った金額が増えていくっていうのはインフレの世界に住んでれば非常に当たり前の実は考え方です、ねええ。これ日本から見て貿易っていうのはやっぱりトントンが一番いいんですかね、うんあの 経済的にはトトンンが一番いいいと言われてますただ黒字の方がいいっていう人もいないことはないですけども一般的には収支がトントンの方が不均衡が少ないというふうに言われている。だって過去見たらですね貿易黒字で日本はアメリカから叩かれるとかですね。あそうこともありましたもんね。それだけ輸出競争力が強いってこともありますが反面で内需が弱い国の成長力が弱いってことでもあるのでそこは本当に。 トントンがまあいいっていうのが本当にまあ、一番恐ろしくな考え方かなと、えーはい。まあ、今回のこの数字結果にもと、あの、に戻しますとですね。やはり、今、あの、島さん、ご指摘の通り、エネルギー問題をじゃ、どうすればいいのかっていうところですね。うん、まあ、そうですね。えー、そう、まあ、電気の電力価格にもそれはつながってくるので、日本の競争力の話にもなってくるといと、ねはい。あ、そうですね。ですから。電気は必要ですもんね。はい、そうなんです。えー、となると、そういった意味でも、真剣に一日も早く。うん どうするのかっていうのを考えなきゃいけませんよねそうなんですよ。批判だけはいくらでもできるんですけど、えー、根本問題が重要だと思います、えー、だからねこの夏の電力需給だとかこの冬の電力需給なんてもちろんそれも大事だけれども経済全体にこの影響する電力問題を捉えていかなきゃいけないともうそのおっしゃる通りだと思います、はい、また後ほどお話伺います時刻六時四十分です 今朝のコメンテーターは mcp アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博さんです今朝もいろいろニュースが入ってきています読売新聞から政府は昨日戦闘が激化しているアフリカ北東部スーダンからの在留邦人の退避に備え国自衛隊の輸送機を周辺国のジブチに派遣し待機させることを決めました浜田防衛大臣が命令した措置で今日第一陣の輸送機が出発する予定 ですスーダンでは国軍と準軍事組織の rsf と呼ばれる組織がですね激しい戦闘を続けていますで、この軍事政権内の主導権争いで15日に始まった戦闘首都の大統領府や国際空港など主要な施設を中心に全土に拡大していると言いますまあ、こうした中政府は在留邦人の退避に備え航空自衛隊の輸送機を周辺国の地部地に派遣し対 させることを決めました政府によるとスーダンに滞在する法人は大使会員などおよそ60人です自衛隊は現地での陸上輸送も視野に統合任務部隊を編成しましたこの統合任務部隊は370人体制だと言います、まあ、戦闘が激化しているスーダンをめぐる動きなんですが、まあ、この法人島さん60人ほど、まあ、63人とも言われているんですが、まあ、大使会 関係も含めてですね。あとはその npo 法人、うん、ngo ですよね。はい、医療を提供している日本人関係者だとか、あとはその3人に1人が飢餓状態だなんていう風うにも言われてるスーダンなんです。うん、そういう人たちが被害に遭ってるもしくはですね、えー、恐怖におののいているという状況なんですよね。うん、まあ、戦争が起こってしまうと。まあ内戦ですけどもまそういうことに構ってられないってったいう。多分ことで。えー、まあそういうことが起こってくるんだと思うんですが、はい、まあ、本当になかなか。停戦 停戦,いい戦合意してもすぐに破られるというのを繰り返されているので、はいえー、そこが安定してこないとあの、まあ、ジプチ非常に近いんで一旦停戦で落ち着けば、えー、多分すぐに入れるとは思うんですが、はい、やっぱりちょっとなかなかそういう感じはあのニュース見てるとちょっと一筋縄ではいかないなって。うんはい っていう風な、まあ印象は受けて見てますよね。えーはい、まあ簡単に言えばですね、うん、今もお伝えしましたけれども、軍と。あとその準軍事組織、まあ言ってしまえば、ああ、その統治機構のナンバーワンとナンバーツーのいさかい。うん っていうことなんですよねまあそうですねもともと確か、えー、政反政府軍と反政府軍のもともと仲悪かったところが、はいえー、まあそのクーデターを起こすときに手を組んで、えーはい、あの一緒にやってきたんで作っていこうともともと仲悪かったので多分そこで行き違いが発生して核質もあったしあと利権も絡んでるなんて説もありますし、ねうんうんまあ、そうでしょうね、えー、まあしかしまああの一日も早いこのね、えー、まあ平穏なこの日々に戻す、うん、ただでさえ大変な国なんですから、うん、そうですよねはい、えー はいまあ、あとは特に法人の、ね、方々にも無事に移動していただければなと、まあ、そのために自衛隊の隊員の方々もいらっしゃるわけなんですがね、はい、さあそれではここからは嶋、ね、さんにこのテーマで話を聞きましょう。上田日銀来週のの会合で政策修正はあるのか 日銀は来週27日から28日に上田新総裁の下で初めての金融政策決定会合を開きます最大の焦点は現行のイールドカーブコントロール YCC とよく書いてありますけれども超短金利操作これを修正するか否かと言われていますでその結果次第では債券市場円相場日本株に大きな影響を与えることになります で来週開く金融政策決定会合では長短金利の操作この政策をですね修正することへの慎重な意見、まあ、こちらが日銀内に広がっているといいます。 欧米の金融不安に伴う海外経済の不確実性の高まりですとか市場機能の改善についてなお見極めが必要という認識が背景にありますで上田総裁は就任会見時長短金利操作について現状の経済、物価そして金融情勢を鑑みると現行のものを継続するというのが適当、まあ、こういうふうに述べています。 島さん金融政策の行方なんですが志麻さんはこれはどうご覧になってますか 私自身はあの4月、まあ、来週の会合での修正もあり得ると実は思っていて、たぶん国内の専門家の中では、多分少数派、<え>海外では比較的多数派だと思うんですけれども、その理由は、今もご紹介ありましたけれども、<え>現行のものを継続するって、すごく彼は、あの上田日銀総裁は強調されるんですよね、<え>そうすると継続すればするほど副作用が高まるというのが、<え>まあ彼らの,、まあその副作用論の人たちの、副作用を主張する人たちの議論。 ですから長くやるって言ってるってことは副作用を一日も早く縮めなきゃいけないということですから当然その長くやることを前提にすればするほど副作用対策としてユーカブコントロールの,あの修正をするっていうふうに私はなるんじゃないかと思うんですよねだからあの上田日銀総裁就任されてから就任する直前見ると本当にこの継続って話すごくされるのでやっぱそこに力点を置くと修正はある可能性がまあない可能性よりは高いと。 てっきりですねその継続という全部継続というイメージなのかなと思ったら、うん、そうでではないってことなですね,まあそうですね長期化するということを前提に考えていらっしゃるので、ええ、緩和を続けるために、はい、緩和を続ける問題となっている副作用は少なくしたいというのが、ええ、まあその副作用を主張する人たちの思想,思想というか考え方ですし、ええ、まあその立場にどうやら立っていらっしゃるようなので、はい、まあ長くやるつもりでいるんであれば、ええ、まあ修正はありうるんじゃないかなと。 いで上田総裁就任会見で安定的な2%の物価上昇の達成まあこちらに意欲を示しつつも、えー、政策の修正には少し時間をかける意向も示していましたで、修正どこかのタイミングで想定されるものの修正ありきではないとも言われています、えー、となると改めて島津さん上田総裁に求められるのはどういうことなんでしょうまあ本来は日本経済にとって、えー、あるいは日本国民にとって 何が大切か、はい、でそう考えるとあのやっぱりこの局面で重要なのは、うん、デフレ脱却を完全に、はい、ますることでそこに全力を注ぐのが、えー、ま大切だと思うんですけれども、はい、ただ実際に求められていると、まあのうのはやるべきこととその今の政治的な環境あるいは、まあ、業界団体含めて、うんえー、いうところは副作用っていう問題があって。 はい、その意向とかその彼らに配慮をするっていうのがどうやら求められて上田新総裁と決まった節がありますしまあ岸田首相自身が聞く力とかそういうところを評価しているっていうことを考えるとまあ国民とか日本経済というよりはそうした企業団体とか業界団体にもまあ一種配慮しようというところは求められているようでだとするとさっき言った副作用問題みたいな話がまあ注目されるのでまああの修正されちゃうっ,てまあさっきの 結論になるわけですけども、はい、というふうに思ってしまいますね、はい。一方ですね。幅広い経済活動に影響を与えます。アメリカ、アメリカの利上げですね。まあ、今後、どうなっていくのか、という問題があります。アメリカの労働者に支払われる賃金の上昇率。こちらがですね。インフレ率を上回り始めていると、購買力が押し上げられて、中央銀行にあたる FRB が5月の会合で追加利上げを行う。根拠の一つになり得るというんですね。 重鎮のニューヨーク連銀の総裁がインフレ抑制には追加利上げが必要になりそうだという考えこれを示唆したんですが一方、今年就任したばかりのシカゴ連銀の総裁は利上げ停止が適切になるかもしれない、まあ、こういうシグナルを発したというんですね。 島さん今アメリカどういう状況なんでしょう 今のアメリカの状況は、これまでの利上げの効果が、ゆっくりと経済にこう浸透しているような段階にあるということですね、はいええ、ただ、金融環境そのものは、従来よりは引き締まってるんですけども、水準で見ると、変化率でいうと引き締まってるんですけど、水準でいうと、まだまだその緩和的な状況で、だから株がまあ下がってもすぐ戻ってくるみたいな状況にあるわけですけども、そういう状況にあって、この間の銀行不安のまあ破綻した影響で、ちょっと引き締まるかなと思ったんですが、 まあちょっとそこまでもないなという時と、うん、いう状況になるので、ええ、まあちょっとその今後利上げが止まるタイミングっていうのはあの本当に 手前になるのか先になるのかでいうと可能性としてはどんどん後ずれて後ずれしているようなイメージっていうのが多分この1か月ぐらいで見てもイメージとしてはありますよね。となると利上げ追加利上げが必要になりそうだという方向にいくです次回の会合での利上げっていうのはもう必ずあるだろうっていうのはマーケットの見方になっていますしその次ももしかするとっていうのがだん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 マーケットの中でも少し醸成されてし次もと。 0.25 0.25、みたいいきそううだという感じなんですねでアメリカの3月の消費者物価指数前の年の同じ月と比べて5.0%の上昇2021年9月以来1年半ぶりに5%台へと縮小しました。 これそうすると先ほども少しお話出ましたがこれまでの、まあ、この、うん、縮小はしてきてるんですよね、はい、少しずつはだから聞いてる、ね、ということ、ねはいね、FRB の政策これはい、倉さんはどうご覧になってますか。はい <laughs> あの、その時、その時でベストな判断してきたと思うんですね。はい、ただ、事後的に振り返ると、えー、これ後じえ、<ー>後知恵、後知恵です。後知恵で振り返ると、はい、まあ、ちょっと遅かったかもねっていうのは、その通りだと思うんですが。えー、その時、その時は、まあ、ベストですよね。はい、で、あの、まあ、あの、足元物価鈍化してるとはいえ、そういう意味では、必ずしも十分ではないのかなっていう感じはしています、ね。うん、はい。と、利上げ、もうちょっと早く始めればよかったのに。 今今となっては今となってはですね。さてアメリカと逆にですねイギリスの先月の消費者物価指数前の年の同じ月と比べ10%を超える上昇となり依然激しい厳しいですねインフレが続いていますイギリス中央銀行にあたりますイングランド銀行ですねインフレ抑え込むためにこれまで11回連続で利上げ決めていますが伸び率が2桁となるのが7ヶ月連続これどうしてイギリスは 外部環境は同じで実はエネルギー価格が高騰して,るているのは実はどこの国も同じなんですけども違う点はやっぱりそのブレグジット EU 離脱、はい、EU から離脱したことによって人とか物がなかなか入ってこなくなって。 で物も足りませんと、えー、で人も足りませんということになっているので、えー、それだけ物の価格にも上昇圧力がかかりますし、はい、人が足りない、特に従来そのヨーロッパの大陸の方から、はい、低賃金労働者という形で、まあ、いろんな方入ってきたわけですけども、えー、まあその方たちがいなくなってしまって、はい、そこを誰がやるのかと<ー>いうことで、えー、あの賃金がどんどん上がっているような形になっている、はい ああそれがまだだから全然思い起こせばねだってあのタンクローリーのドライバーがいなくなっちゃって、はい、ただでさえ高騰しているこのエネルギーが。はい 今度輸送もできなくなっちゃったなんていうのでもうてんてこまになりましたもんねそうなんですよね、えー、だから EU 離脱したことによってほんと人物が足りなくなって、えー、その分だけ他の国よりも、えー、ま厳しい特に島国なんで、えー、あの厳しい状況が続いていると、ねそ,ね、それがイギリスの現状なんですね、はい、はい、ニュース最前線でした <music> 時刻6時54分です 今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博さんですさてアメリカのアップル社がですねアップルカード利用者向けに、えー、利率年4.15%の預金サービスを開始しましたアメリカのゴールドマンサックスの普通預金口座を利用しますアップルカードアメリカで展開中のアップルのクレジットカードのことなんですが 何年もこの低金利が続いた後、高利回りを提供するえ貯蓄預金口座が登場したというんです。えって今お思いの方もいらっしゃるかと思うんですが、利率が年4.15%ってこれいつの時代だみたいな感じがするんですけど、これすごいですよね。 まあすごいまあ、日本の目線から見るとすごいんですけども、はいええ、アメリカの政策金利って今上限が5%のところにありますから、はい、政策金利が5%に近いところにあるので、ええ、それと比べるとまだ若干まあ低いわけですし、はい、実際にアメリカのその単 国債あの3か月の短期国債って今、年率で5%ぐらいありますから<ー>、まあまあ、それに比べるとまだ低いわけですけど<ー>まあ日本からすると、ね、確かにすごい数字だなとはなりますよ、ね、でこれはそのアップルの新貯,蓄新貯蓄預金口座というのをです、ねえー、この利用するわけですがこれを利用するにはアップルカードを作る必要があると。 でアップルカードというのはえクレジットカードの管理をすべてスマートフォンアプリ上で行えるサービスとしてアメリカで2019年からです、ね、提供しているものです。 ただしクレジットカードを作って買い物をこちらにですねどんどん使うと、えー、利率年4.15%とはいえお金はたまらないかもしれない。まあそれは当たり前ですよね。よね使えばね <laughs> 使えばそうなるわけです。すはい、でもこれ貯蓄商品の利回りがこれほどまあ日本からして,てこれほど高いと株式市場でこの損失を被るリスクを犯す必要はないと考える投資家が増えるんですか。 まあそうですね、ええ、あの実際にそういう傾向は少しずつ強まっていて、ええ、なので利上げをするとあんまり株式市場に良くないっていうのは一つはその企業がなかなか借り入れできなくなって企業活動が鈍化するので株式市場にマイナスの影響ってあるんですけども、ええ、まあ別の方からの影響としては、まあ、人々がやっぱりリスクを取ってリスクを取って儲けるよりも、ええ、預金に置いといて高い金利を まあ、得た方がいいでしょって思うので、えー、そういう、まあ、リスクの。まあ、ね、リスクを思考する人たちが、預金に戻ってくるので、より株式市場には、まあ、その下落圧力がかかりやすくなる。まあ、まさにその利上げの、効果がこう広がる、まあ、その。 第一歩というか、はい、そういう動きが出ているという、ね、そういう動きになってきたということなんですね、はいまあ、とにもかくにもですねアップルカードのサービスによって、えー、現金相当資産の魅力が高まるかもしれないということなんですが、まあ、ただ、ですねアップルの利回り4.15%もまだこの3月に5%だったアメリカのインフレ率よりは先ほど島津さんご指摘の通り、まあ、低いということなんですね。 これアメリカの銀行が相次いで経営破綻してですねヨーロッパにも飛び火したという例の金融不安これは落ち着きは見せているんですっ一旦小康状態っていうのが一応私自身の評価。 なのでやっぱり金利が上がっていますのであの今ご紹介したこれ貯蓄商品であの一応これは銀行で滞留するお金ですけども、はい、先ほどご紹介したとおり、ええ、アメリカの短期の国債が5%だったりすると、ええ、みんな預金を引き出してそっちにこう走っていくわけですよね、はい、そうすると銀行の預金流出は止まりませんから、はい、そうすると銀行は貸し出しは預金から貸し出しをしていくわけなので、うんええ、預金流出が止まらないと貸し出しを増やしていけないわけですね。 の預金流出を止めるためにこう金利を上げていくわけですけども金利を上げるとその分だけ今度貸し出しの金利に上乗せしなきゃいけないのでそうすると高い金利になるのでやっぱり貸し出しが引き締まっていくということであまり高い利率じゃ借りたくないなと思う人も増えるわけだからそうなんですよなので金融不安自体はこう一旦小康状態なんですけどもまあいつ何が起こってもまあおかしくないような状況っていうのがこうずっと続いたまあ状態になっているわけです。 ええ、でさらにアメリカの中央銀行である FRB は、利上げはあと1回ないしは、もうちょっとしそうな雰囲気があるわけですから、ええ、あの状況としてはちょっと芳しくない、あのええ、一旦安定は小康状態というのは、本当にそういうことをまあお話ししているということですね、ええ、これでも、利率が年4.15%のアップル社、これ、結構、集中すするんですかねまあそうですね、他の銀行さんがやっぱりこれほどまで引き上げてないので、ええ、あの結構人気だというふうには聞いていますね。 これまた追随するところも出てくるんですか。追随するしようとしても、その体力の問題がどうしてもね。うん、先ほどの島津さんのお話じゃないけど、はい、やりたいけど。やりたいちょっとできないんだっていう、はい、じゃあ、そこを出し抜くのがアップル社。まあ、そうですね。ねアップル社はいろいろあるんでしょうけど、ね。そうなんですね。はい。まもなく七時です。 今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博樹さんです。 こういういニュースがありますね世界の主要中央銀行がインフレ抑え込みに苦戦していますが分かりやすい言葉で政策を伝えるという目標にはですね前進している模様という話フランスの中央銀行の研究によるとアメリカ連邦公開市場委員会 FOMC この声明を理解するのに必要な教育の年数は2020年8月の調査時に比べて5年短くなっているといいます。 現在では15歳、16歳の高校生レベルのこの教育程度で読み解くことができると数十年にわたり専門用語を並べた不明瞭な声明が横行してアメリカの中央銀行にあたる FRB のグリ,グリーンスパン元議長がです、ね、私の言っていることがあまりにも明瞭であるように思われたならそれは誤解に違いないと言ったことです。 中央銀行が分かりやすい表現を心がけるようになっている、まあ、こういう研究発表が 出たわけけなんんでですすどどこれ島さうか昔はやっぱり曖昧にしておくことで政策の選択余地が言ったじゃないかって上げるって言ったじゃないかとか下げるって言ったじゃないかって言われるトラブルを防ぐためにあ曖昧にしておくっていうのが良いとされていたんですけれども上げる可能性がないとも否定できないみたいなそういう感じのもののですそうういがいいって言われてたんですけどもぱり曖昧だと結局どうしてこういう政策を取ろうとしているのか。 っていうことが十分にみんなに伝わらない、はい、ということが分かってきて、ええ、で十分に伝わらないと、あの十分な効果が得られないとい,いうことが実は分かってきたので、最近はやっぱ曖昧にするよりは、ええ、あの多少、言った言わないのところがあるとしても、はい、比較的はっきりと伝えることがまあ重要だと、はい、あの海外もそうですし、あの日本銀行もそうです、日銀もそうですけども、最近が画像とかアニメみたいなのを使って、政策、ええ、の意図とか、何を考えているかを示すなんてことも試みられてきているという。 ということでそれだけコミュニケーションに力を入れてますよね。と、はい、日本銀行も変わってきたってこん感じなんですかね。まああの日本銀行もすごく変わりましたね。だから YouTube 配信もしてるし、はい、最近は記者会見のですね。ええ、ですしその。 まあその画像っていうかそういう分かりやすいアニメみたいなのを使ってどうして物価2%が必要だとか、はい、そこに向かうどういう道筋になるかみたいなのを絵でこう出したりしているのですごくその辺は力を入れていいると思いますね、はい、でフランスの中央銀行はですね最近公表した論文で目指すところは金融政策をより分かりやすい言葉で説明して国民が政策の決定理由と自分たちの生活へのこの影響を理解できるようにすることだ と記しています、まあ、ただ、金融混乱などの危機が起きた場合は発表文の複雑さも長さもも長増すすと指摘しています、えー、専門家でいらっしゃいます島津さん、これ株式あと金融市場の状況を伝える際というのはこれ、島津さん、はどんなところにお気をつけになってます まあそもそもそ滑舌が悪くて早口なので <laughs> そんなことないですよそ。そういうのを気をつけているっていうのはありますしあとはでもやっぱり横文字とか専門用語は特にその専門家同士じゃないところで話すときはあんまりその横文字とか専門用語はまあ使わないようになるべく日本語にしてっていうかその ひらがなはいってんですかね、はい、えー、かりやすい言葉にはい言い換えてはい話すようにはそれは心がけていますねまあ金融関係ってたらねやっぱり横文字多いですもんねめちゃくちゃ多いですよ、えー、あの入れ子シンクラティックとか <laughs> すいませんもうもうついていってない自分がいます <laughs> 何ですかそれ<の>、えー、独特だとかあのまあ唯一無二のっていうか変わったっていうかなんか、えー、あの そういういユニークなアイディアを持ってる投資戦略を持ってるっていう時にイ、はい、デオシンクラティックなアイディアを持ってるみたいなことを言うんですけどわわかかんんなないいでですすよねそういうのは使わないようにしていますよね。ね 私、だって本当お恥ずかしい話、最初、YCC ってとある方がおっしゃったんですファスナーいまた YKK だそれみたいなね、でもそんなレベルで良かったみたいな、イールドカーブコントロールっていうのがね、上短のこの金利を操作してみたいな、ようやく分かったレベルですからね、でも本当、難しい、私もだから、ハッとする時ありますよ、分かんない英単語っていうか、そういう専門用語がね、金融用語っていうのが出てくるんですね。これや やっぱり本場が向こうだからってことなんですかいやもうそれに本当尽きると思いますよね、えー、だからなかなかフォワードガイダンスもね最近は浸透してきたから使いますけども、えー、あれも最初どうやって説明しようかなとかね<ー>ありますよね、えー ももうそこもよく分かりやすくしてくれるってのは本当にありがたいことで何の目標にな何のためにやってるのかっていうのはわれわれ知りたいところではありますからね。そうですねそれは本当に政策当局中央銀行だけじゃないと思いますけども、はい、政策当局はそういうコミュニケーションを、ね、重要視した方がいいす、ねえー、そうですねそうするとやわれわれもより身近になっていきますし、うん、じゃあで自分たちにできることは何なんだろうとかねどういうい にこの立ち位置変えるもしくは考え変えて、うんえー、そのまあ政府並びに日銀とかね水金融関係、うんえー、どうじゃ生活していけばいいのかとか変わってきますものね。そうですね。えー、心構えがねやっぱりできてくるわけですからね。はい、そうですね。そういうコミュニケーション、ね、理解できるとそう確かに心構えも変わってきますものね。はい。えーね、今後とも島さん分かりやすい説明をよろしくお願いいたします。<laughs> 終わります。<laughs> <laughs> もう十分なんですけどね。いやいやはい。今朝もあなたのお周りの状 方法教えてください。メールはテラアットマーク jooqr ドットネット、ツイッターはハッシュタグおはようてらちゃんでつぶやいてください。たくさんのメールつぶやきお待ちしています。時刻7時7分です。文化放送おはようてらちゃん。今朝も8時までお送りしていきます。時刻7時13分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博紀さんです。 ニュースピックアップ、今度はこちら、読売新聞、日本への投資拡大のための新計画、目標を引き上げ岸田総理は昨日 G7 ・先進7カ国の経済団体によるビジネスサミットの会合で、日本への投資を拡大するための新たな行動計画を策定し、月内にも公表する考えを表明しました。 日本への直接投資残高について2030年に80兆円とする目標を100兆円に引き上げることを盛り込むということです岸田総理は海外からの人材や資金を積極的に呼び込むことで新たなビジネスチャンスを拡大し日本のさらなる経済成長につなげていくと話しました 行動計画では半導体などの分野でサプライチェーン供給網を確立するこの投資促進策を打ち出すこと研究者や技術者などの高度外国人材これを獲得する新制度を創設することこちらも明記して数値目標を設定します日本への投資を拡大するための新たな行動計画を策定すること、えー、ということなんですけれども島さんこれはどういうふうにお考えでしょうか まあやっぱりこういう新しいお金を持ってくるっていうのは非常に重要なことで国内だけでもねお金ってやっぱり限りがあるわけですね日本経済ってまだ世界第3位なわけですけどとはいえ多くの国からいろんな まああのお金が入ってきた方がまがリスク管理上分散という意味でももちろんいいですしまあそういう新しいいろんな国の考え方が当然そのお金に結びついてひも付いていろんな考え方もやってくるので技術革新ってそういういろんな意見のぶつかり合いとかがあって初めて起こってくるものなのでまあそれはお金のことももちろんですがその新しい技術革新する上でもそういったお金が入ってくるっていうのはいいいことだとだ思いますけどね、ええはいえー、過去はかなり入ってきていたということ 日本への直接投資っていうことでいうと、ね<ー>まあ、やっぱり日本が経済成長していく中では国内でどんどん貯蓄がやっぱり高まっていったのでそういう意味ではなかなか国内でっていうのは、まあ、ありましたけども、ええまあね、やっぱり国内の資金が非常に多くなってた時代があったのでということですよね。ええ、はい とこれ日本への投資をとにかく岸田総理、拡大していきましょうという考えですこれどういう政策とるんですかね。まあでも基本的には、ええあのー、儲かるかかるどうか なんですよねそそうだだってね先方だって投資するのは儲かりそうだから投資するんですものね。で儲かるかどうかっていろいろあるんですけど源泉は成長するかどうかですねだから日本経済が成長するってみんなが思うかどうかですよねやっぱそのためにはだからやっぱりここもそうなんですけどデフレ脱却するっていうのがパイが増えていくっていう意味で成長していくわけですから非常に重要な要素になってきてそのためには変な為替の円高むやみ 高いのは日本の競争力もそぎますし、はい、外国人から見てなんだすげえ割高だなって見えるわけですから、えー、あの過度に割安にする必要はもちろんないんですけども、はい、無理なファンダメンタルズに応じない円高みたいなのはよくないですし、はいまあ、税制の問題とかも複雑だったりとか、はい、税率がほかと比べてめちゃくちゃ高いとかってなってくると、はい、その日本の財政収支を悪化させるほどあの何もはたあの払わなくていいですっていう必要はないですが、はいまあ他の国との見合いで、まあ、適切な水準までやっぱり揃えていかないと。 これは国際競争的なも部分もあるわけですね、お金の取り合いになるわけですから、はい、まあそういうまあ付随した部分もあるんですが、でも根本はもう成長数が、儲かるかどうかって、はいう、ねえーまあ、先ほどからね、島津さんにいろいろお話聞いてますけれども、やっぱり、まあ、国の根幹というのは経済成長、うん、これなんですね、そそそううでですすすこに尽きると思います、えー、そうなんですね、うん、デフレからもうしっかりと脱却して、はいえー、もうね、もはやデフレではないとは言われてますけれども、そこからしっかりともう、えデフレ なんだったっけそれぐらいにいかないとということなんですね。パイが増えてくっていうのが非常にその経済にとっては重要ですし、はい、国にとっても重要ですし個々の企業にとってもパイが減る中での構造改革とかでなかなか難しいわけですよ、うんはい、結局リストラなんかしなきゃいけない構造改革っていうとね突めてけば。はい、なのでそういう意味でいうとやっぱパイが増えていく中でやると人材争奪戦になっているので、はい、そういうところで例えば多少人切りがこういう機器 あの生産性が低いのでやめますって言っても、はい、他で雇ってくれる人がいる世界っていうのは非常に住みやすいし、はい、私たち労働者の方としてもねチャンスがあるとということですよね、はいまあ、本来だったら、ね、この政府があんまり介入しない方が一番いいんでしょうけれども、はい、そのデフレ状態だとか困った時にはその政府の,この財政支出っていうのが大事だっていうのはねッ、はい、コメンテーターよくおっしゃってます。はい、まあ先日日これもも物議かもした NHK ののね、はい、えスペシャル番組で日銀のこの この10年っていうのがあって、ああまあ,あれ結論私が見た観点ですけれども、大雑把に言えばあこの金融政策だけ。ではやはり、うん、あのねえー、全てうまくは回らなかったんだっていう結論かなと思うんですね。はい、でもなんで。じゃあ政府はその財政支出をケチったんだろう。みたいなね。まケチったっていう表現がいいかどうか置きますけれども、足りなかったのは事実なんでしょうからね。ねねだって。足りていたらおそらくいい。ふうに回転して、うん、もっと早くにデフレも脱却していた。 わけですもんねでももっと言えばもっと早くに金融緩和していればよかったんですけど、ね、そういうこともあるんですかあ <laughs> あれはそうか、はい、そういうこともあるんですね、まあ、でもいずれにしてもこの日本への投資拡大、ね <laughs> えー、政策を十分にしてその前に経済成長をまずはしていくというところなんですね,ですね続いてはこちら「日経新聞海外税の国債の買い越し額過去最大」。 日本証券業協会が昨日発表した、公社債の投資家別売買動向、別売り 外ですかこれは別別売り別売り買,別売買投資家別売買動向によると海外税は3月に短期国債を除く国債を6兆830億円買い越しました買い越しは2ヶ月連続で買い越し額は過去最大です海外投資家3月に2年債や5年債など中期債を4兆円10年債など長期債を2兆円買い越しました 長期債は単月としてですね、過去最大、長期債は過去二番目に大きい買い越し額となりました。まずはこの国債の買い越しというものなんですが、これは何を意味してるんでしょう？あの売買ということなので、はい、投資家さんは買う行動もするし、はい、売る行動も国債に関して、はい、しますね。はい、国債をで、えー、それを買い買った金額と売った金額を、はい、あの。 ガッちゃんこするっっんことです、ね、買いと売りを差し引きしたものが買い越しだったり売り越しでプラスだったらあ<ー>あの買い越し、まあはい、統計にももちろんよるんですけども、えー、プラスだったら買い越し、えー、マイナスだったら売り越しっていう形で、はい、あのまあ純っていうかネットでっていうんですかね、うん、あの,の金額であのより 買いが強かったのかより売りが強かったのかをまあ示していて、はい、今回はネットで見たその買いの強さが強かった、ね、買いが強かったということなんですね、うんはい、で、海外勢のですね3月の国債の買い越し額が過去最大こういうふうになった背景なんですが日経新聞金融システム不安の広がりでリスク回避の動きが強まり日本国債にも買いが集まったと報じています島田さんこれはどういう背景があるとお感じですか それが本当かどうかさておきこの記事の説明というのは3月金融危機というかちょっとアメリカの銀行の破綻から始まってそれがスイスに飛び火してということでマーケットがすごく動揺したわけですねで安全資産というのは基本的には国が発行する国債でなるべくしっかりした国の国債を買うことが安全資産にお金を逃がすことになるわけですけれどもその代表は普通はそれこそ世界でいうとアメリカの国債とかスイスの国の通貨 とか国債みたいなものっていうのが安全資産の代表なんですけども、はいええ、まさにその安全資産の代表の足元の金融システムが揺らいでる、ええ ということでシリコンバレーだクレディスイスだね。ったので、えー、そうするとどこ買うんだっていうと、まあ相対的にそこから距離がまあ遠いっていうんですかね。えー、まあ遠いあのまあ日本、はい、影響が少なさそうな国のまあ日本を買ってるということなんですよね。まあ、そういう動きになったということなんですね。海外勢のこの3月の国債の買い越し額が過去最大となったとまあいうことなんですね。はい、これはやはりその危機。 まあ、本当は2つ理由があってとか<つ>実はもう1つの理由の方が私は大きいと思ってるんですけども 1>, あ、ええ、まあ1つは、まあ、あの言えるのはそういえば日本円があの逃避通貨じゃなくなった安全資産じゃなくなったってすごい書かれてましたけど、はい、結局日本って安全じゃんっていう話なのでんかやっぱりそういうなんか短期的な動きを見てこう安全だとか安全じゃないみたいな話すごい皆さんされるんですけども、ええ、やっぱりそうはいっても日本は第3位で、はい、あのそういう意味ではそういう逃避する逃げる国の一つだと思わない 依然として思われてるっていうところが一つポイントなのと、はい、ただもう一つはあのー、実はイールドカーブコントロールが解除されるかもしれないということで、はい、海外の投資家を中心に、はいあのー 国債売ってるんですよ<ー>売ってるっていうのは金利が上がると思ってるので、はい、国債を売ると金利が上がりますよね、はいええ、でイールド株コントロールが外されると金利が上がると海外の投資家は思ってるので、ええ、めちゃくちゃ売っているしかもそれを先物で現物じゃなくて先物で売ってるっていうその,あの株と一緒で実際の株を持ってなくても金融市場で売ることができるんですけど、ええ、あの急に金利が下がったので、ええ、その売ったものを放置してるとあのめちゃくちゃ損するわけです。はい 損すすするるのででいいきなり慌てて買戻しわけね売ってたものを買わなきゃいけないということで多分その動きも出たので外国人の。月のの国債買い越しがというふうになったんじゃないかとむしろそっちの影響が私は大きかったんじゃないかと想像していますが確認したわけではないので何とも言えませんがいずれにしても安全資産ということで日本が引き続きそういう国だと見られてるっていうところは示されたのかなと思いますね。やはり今さんに話聞いて海外の 金融関係の人たちの考えと、あとまあ日本にのこの考えって微妙にずれてるところもあるってことなんですか。まあそうですね。ねまあその海外がどう見てるかが重要な時と重要じゃない時ともちろんあるわけですけども、えー、あんまりこう日本の話だけでこだわっちゃうと必ずしも真実が見えないっていうか、えーね、事実っていろんなアングルから見た方があのより真実にね。 近づくと思いますので、えーはい、まあやっぱりそのズレっていうのは当然あるものだと思って、まあ考えていかなきゃいけない,といとす、ねえー。だから先ほど島田さんおっしゃったね、この上田日銀新総裁、えー、まああの態、ー、勢は態勢というか維持はしていくとこれまでだと。はい、だけども若干の修正は。はいはい あるというのがそういったところからですね,ですね外国人を中心にやっぱりそういう見方非常に多いということですね、えー、はい。これ余談になりますけれども上田新総裁もその海外の金融関係者の考えなんていうのはやっぱり情報入手をしてるんですか 全部を知ってるかわからないですけど、やっぱり特に最近、海外の投資家の方々が日経新聞なんかを通じて、すごくそういう話をされるので、ええ、まあそういう情報は多分仕入れていると思いますし、あす日本銀行を訪れてると思いますから、あ情報交換のために、ええ、まあ幾分かそういう話もご存じだとは思い続いてはこちら、日経新聞、半導体総崩れ、先端品も。 世界で半導体の需要が急減して各社総崩れの様相だという記事です業界最大手であります台湾の TSMC 今年1月から3月期の純利益が前の年の同じ時期に比べて2%増にとどまったと発表しました通期は減収となる見込みです韓国サムスン電子も大幅に利益を落としているといいます世界の半導体市場2020年から2 0 2 22年まで好調が続きました新型コロナの感染拡大によってテレワークなどが普及しパソコンを中心にこのデジタル特需というのが生まれたんですねしかしコロナが収束に向かう中去年後半から次第に特需が消滅して市況は一点下り坂となりました 半導体需要が急減していいるという嶋島さん、これはどう受け止めますか、まあ、一つは、まあ、今、ご紹介あった通り実はパソコン周りが中心で、はい、パソコン周りやっぱり急速に需要が増えて、ええ、急速にそれが落ち着いたので、はい、そこでのこう時給の、うん、ばら、まあ、つきというかダブつきみたいなのがあるというところで、ええ、まあ影響が大きいですと、はい、でもう一つはあの車載あの自動車に乗せるような半導体というのは、はい、引き続き、まあ、どちらかというと必ずしも十分ではなかったりと ええ、まあそのの高高度な高度ななよりものですね AI に関連するものとかあるわけですけども、はいええ、そこもあの実はものが足りなくなってくると企業によっては2倍頼んででおくっていうことをすするわけですね、はい、なぜかというとそのうちの半分ぐらいしか来ないこと分かってるもの物が足りなくなっている時っていうのは発注する時に、ええ、あの実際に欲しいものよりも多分上積みして発注する企業さんが 不足局面がすごく増えるわけなんですが、えー、落ち着いてくるとそれを今まで2倍発注したのをまあ普通に戻していくわけですね。えー、普通ディアとなる。はい。はい、でも供給する側、売る側はそういうことをまあ半分は織り込んでますけど、100%織り込めてるわけではないので、どれだけが仮需要で本当はどれくらい必要かっていうのは想定はされてると思いますが、100%当たらないので、やっぱりそういうのがちょっと出てきているというところですよね。えーえー、でもこれしますとね、この世界で半導体需要が急減ということは、まあこれ。 今までこの設備投資なんかもこう急ピッチでね、はい、ええそのやっていこうと思っていたの、その計画変更というのも出てくるってことなんですか。まあすでに一部出ているんですけれども、はい。ただやっぱり半導体って一口で言っても先ほどもご紹介した通りかなりこの細分化されてるんですよ。はい、パソコンに使うものと車に乗せるものと、はい、違うんですね、はい。AI とかで使うものとまあビットコインみたいなのを発掘するものとで、もう全然違っているので、はい、まあそこら辺は実は必ずそう崩れと言ってもどちらかというとこう私、ええ 私たちのその PC みたいな生活に近いところがまあ厳しくなってるなという感じ記事を見るとですね新たな需要の牽引役も見えずみたいな文字もあるんですけれどもねあのもともと足りない部分は引き続き足りないと思いますし、はい、あとはそのグローバルにのこの PC というかあの、はい、IT 化っていうんですかね、はい、そういうの全然止まらないわけですから、はい、まあどっかでは止まるはずなんですけど足元やっぱりその需給のバランスがさっき言ったあ影響なんかもあって、ええ、あのちょっと出てるなっていうのはありますね。 もう半導体というのは景気の先行指標とも言われていて足元の需要今年今後のです、ね、半年間の景気を移すなどと指摘する人もいるんですけれども、まあまあ、それもそうなんですけども必ずしも100%ではないというのと、えー、あと、やっぱりコロナ禍ですごく乱れているので、はい、従来のように指標が使いにくくなっているっていうのが、えー、あの実際に予測する立場だとあの経験って即的にはその通り先行指標とされていて、はい、今後半年 時間の景気が弱含みそうな感じはするんですが、あの100パーカどうかは特にコロナ後は何とも言えないなっていう悩み、ま、悩みどころではあります,で,す、ね、でも一方で例えば EU ヨーロッパ連合はですね、域内での半導体生産の拡大に向けた新しい法案で合意して、うん、まあ誘致本格参戦、うん、こういう。 こともあるんですよね。まあそうですね。えー、まあ供給もの,の見直しっていうのは続いていて、えー、その中で重要なものとして半導体が挙げられていますから、えー、まあそういう意味で、あの時給のバランスとは別に、えー、各国が戦略的に投資を続けさせようとする動きっていうのは、えー、まあ続くと思いますね。続、えー、ここいていくということですね。うん、はい。続いてはこちら。読売新聞学術会に法改正案今国会見送り 政府はですね日本学術会議の会員の選考方法をめぐり第三者これをですね関与させることを柱とする日本学術会議法の改正案まあ、こちらについて今国会提出を見送る方針を固めました学術会議側が独立性が損なわれると強く反発しているためで学術会議との対立が深刻化する中で法案の提出を急いでも十分な審議 時間を確保できず世論の理解を得られないと判断しています改正案はですね選考過程の透明性こちらのこの向上ですね図るのが目的と言われています内閣府が所管する学術会議は国内の科学者を代表する組織でして会員の定員は210人2020年に当時のお菅総理が会員候補のうち6人を任命しなかった ことをきっかけに政府と対立をしていると学術会議が会員候補を選考する際第三者の有識者5人で作る選考諮問委員会まあ、こちらに諮問すると定めたことが柱となります諮問委員については議長を岸田総理とする有識者議員らとのまあ、この協議の上任命すると定めていますこれに対して学術会議は政府の意向が間接的に会員選考に影響を与えること 危惧されがさるなどと反発をしていますえ法改正を日本の学術の終わりの始まりにしてはならないとして政府に真摯な対話を要求する声明これも公表していたということなんですが、まあ、政府と学術会議の対立なんですけれどもね島さんこれはどう感じですかまあ対立するんであればやっぱり独立するっていうこと、えーはい、だと思うんですけどね、えー、やっぱりいろいろ所管されておきながら、えー、まあねそこには金銭のやり取りが当然 すするわけであの、ええ、100でで100はないにしてもですよだからそういう関係もし本当に独立しあの考え方独立政府の意向に従いたくないんであれば、ええ、やっぱり民間団体として独立して力やっていくべきだと私は思いますけどね、はい、で岸田総理学術会議改革これを担当する後藤経,産経済再生担当大臣と会談して改正案の 今国会の提出を見送ることを確認していますえ、後藤氏が今の政府案や民間法人とする案を取り上げてえ再度議論を進めたいと提案してえ岸田総理は学術会議と丁寧に議論して早期に結論を得てもらいたいまあ、こういうふうに指示をしましたえ後藤氏は会談後このまま改正案を閣議決定した場合学術会と政府との決定的な決裂を招く恐れもあるまあ、こういうふうに記者団に語ったということです なんですね。まああの今の政府案とか民間法人とするあ今ね島津さんからもご指摘ありましたけれど、うんはい、まあこういう今状況になってるといる、ね、まあそうだと思いますね。うん、はい。時刻七時三十三分です。時刻七時三十四分です。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津弘樹さんです。日経新聞から。 イーロン・マスク氏が CEO を務めます電気自動車最大手のテスラがですね19日発表した今年1月から3月期の決算、純利益およそ3年ぶりの減益となりましたテスラの今年1月から3月期の純利益、25億1300万ドル、およそ3400億円で、前の年の同じ期と比べ24、24%減でした。2019年月月から12月期以来13 半四半期ぶりの減益となりました。アメリカや中国での大幅値下げで採算が悪化したと言います。テスラ大幅値下げで採算が悪化ということなんですね。値下げなんですね。まあ値下げですね。はい、まあその競争が非常に激しくなっているので、はい、まあそういう意味で言うと競争が激しい中で、はい、まあ首位を維持したいというイロンマスク氏の。 まあ考え方もあって、はい、えー、他の会社に負けないぞということで、えー、まあ値段を下げて売ってるということ はいまあ、これ、その競合を見るとです、ね、この電気自動車の値下げ、中国ではフォルクスワーゲンなどが一斉にこの対抗値下げに動くということです、あと、フランス、ルノーが世界各国を対象に値下げする方針、こういうふうに報じられてますし、アメリカではフォードモーター、こちらもです、ね、主力の電気自動車の価格を下げた、まあ、こういったところにじゃあ対抗すると。 いうことなんですね。あとは、あの中国ですね。やっ,やっぱり中国なんですね。はい EV、大国の中国だと思います。そこを目が考えてんだと思いますね。はい、はい。え、続いては、このニュースですね。日経新聞。イーロンマスク氏が同じ率いるですね。スペース x ック日、え、大型ロケットスターシップの打ち上げ試験。え、これを初めて実施しましたが。宇宙船からブースターのこの切り離しに失敗し、数分後に上空で爆発しました。 当初の計画では、およそ三分後にスーパーベビーと呼ぶですね。ブースターから宇宙船、これをですね、切り離し。ブースターはメキシコ湾、宇宙船は一時間半後に太平洋のハワイ沖にそれぞれ着水するはずでした。失礼しました。スーパーヘビーですね。赤ちゃんにしてどうするんだみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> スーパーヘビーによるですね。 このおがーブースターから宇宙船切り離してブースターはメキシコ湾宇宙船は1時間30分後に太平洋のハワイ沖にそれぞれ着水するはずだったと言いますでスペース X 原因の救命を急いで数ヶ月後に再度の打ち上げ目指す方針です スペース X のこの大型ロケット打ち上げ後に爆発しましたこれは打撃でしょうねまあ打撃ですけどやっぱりこのイノベーションって、えー、やっぱり失敗がつきものでその失敗が供養されてその失敗から次にこう進んでいくっていうことの繰り返しなので、えー、あの日本でもこの間ね,ねありましたけどもやっぱりそれが繰り返されて、はい、それが許されるっていう世界にいるっていうのがイノベーションが起きる、まあ、理由だなと,いうかと思いますね、はいえー、まあこれね。 我々のこのこ素人で行くとあもう乗るのも近いなみたいなね、うん、それで、えー、何回か何回かっていうかちょっとごめんなさい詳しいことは分かりませんけれども行って帰ってくるんですもんねでその何度も使えるという,うロケットもですね、はい、画期的だなぁなんて思ってましたけれどもそうですこうやってやっぱり実験を繰り返して失敗があって、はい、次の成長があると。 本番でやっちゃうとまずい,いま人を乗せた時にやっちゃまずいということでね。 さて今度はあ同じくイーロンマスク氏すごいですね <laughs> イーロンマスク氏ってええな何かというとツイッターですイーロンマスク氏が買収したツイッターにも動きがありますえツイッターの運営会社がアメリカサンフランシスコの本社機能を大幅に縮小旧本社ビル群の少なくとも四割強を貸し出し始めたといいますイーロンマスク氏ツイッターの買収後従業員を四分の一以下の千五百人に減らしました 現地の不動産会社によると旧本社は2つのビルで構成し延べ床面積合わせておよそ7万平方メートルを占めていましたそのうち1つのビルで募集を始め全体の4割強でフロアで貸し出しを始めたといいます、まあ、すでにビル内に社員の姿は後乏しくテスラが工場を持ち税優遇もありますアメリカ・ネバダ州などに本社機能を移転する、まあ、こういう観測が浮上していますツイッターの この動きですがこれは島佐さんはどういう印象を受けますか、まあ、でもイーロン・マスクっぽいなと思いますね、はい、だから政府が中心部が本社が強くなって中立性を保つのではなくて、はい、勝手に自由にあってみんな言いたい放題の中で、はい、あのそれぞれが考えてくれっていうのが、はい、あのイーロン・マスクの考え方なので、はいまあ、そういうその政治的な考え方がそのままダイレクトに出ていう<ー>本社機能を小さくするあの、はい、国が介入しないのと同じ発想だなとその発想なんですね。はい と思ってみまますよね、まあ、それが正しいかかどうかまた別でもお、おそらくそういうことなんでしょうね。あとはだからその大きいビル2つも持ってんじゃなくてね、えー、それ貸した方がプラスになるじゃないのと収益的になかなか厳しかったので、えー、その収益の回収しなきゃいけないんでということでいつ寝てるんでしょうねイーロン・マスク氏はねでもそういう意味ではあの短い睡眠で活躍できる人ってやっぱり羨ましいことにいらっしゃるじゃないですか、はい、あの私はだめです。けど私もダメなんですけ <laughs> ね <laughs> えー、はい。時刻七時四十分です。この後は武田哲也、今朝の三枚おろしです。今朝のコメンテーターは MCP アセットマネジメントチーフストラテジスト島津博之さんです。 外食大手中堅14社の来年2月期営業利益の合計が前の時期に比べて4倍の233億円と大幅増益になる見通しです3期連続でこの損益が改善するということなんですね新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に移行することで客数の数、まあ、これが増えるのをです、ね、見込むほか値上げあと自動発注などの効率化これ もすすると言います感染拡大に伴う補助金これは減るんですけれども感染法上のこの分類が5類に5月8日以降ですね移行していきますえ隔離措置就業制限などが緩和されて外食産業にとっては追い風というふうに言われておりますけれども柴田さんこの状況というのはどういうふうにご覧になりますか 自然な流れですし本当に良いことだと思うんですけど<え>ただ、はい、第9波がみたいなことが、ねね、一部で報道とか始まってるので、えー、なんか土壇場でまたってことになると、はい、非常に混乱も大きくなりますしね、えー、あの本当にそのまますんなりとあのまあもちろん 人の命大切ですけども、はいえー、あのそのすんなりといくといいなと思ってますね。はい。で、この需要回復に加えてですね、店舗の収益力の向上、これが増益を牽引する主因となるとも言われています。営業利益で12年ぶりの高い水準見込む吉野家ホールディングス。え去年10月に牛丼店、うどん店で実施した値上げ、まあこれが通年で寄与すると。一番屋はえカレーハウスここ一番屋で去年12月にビーフカレー のソースなどを値上げしたことに加えてフランチャイズチェーン向けの卸値これを上げたことが効いていると営業時間の延長も追い風になると言いますラーメン店日高屋運営するハイデー日高はですね平日午後11時まで営業している店舗が多いんですけれども今期は午前0時までのこの運営の店舗も増やすと言います 駅前繁盛店中心にサラリーマンのちょい飲み需要に強みを持つ日高や終電繰り上げなど閉店時間繰り上げていたんですけれども、まあ、このあたりでも回復見込めると判断したと。 島さんちょい飲みやってますちょいで終わらない <laughs> <laughs> どうすドーン飲みそうですか何よりです健康で <laughs> はい、島さん今朝もありがとうございましたこの後はお隣さんお送りしますおはよう寺ちゃんまた来週です今日もいい一日になりますように